ええ、11時には、ええ、行けると思います。はい。はい。そうですね。ええ。まあ、今乗れば、すぐ乗れば11時ぐらいにまで行けると思うんですけど。はい。そうですね。ちなみに何時ぐらいまで事務所います?ええ。あ、本当ですか。じゃあ間に合うかもしれないですね。ええ。ええ。あ、本当ですか。わかりました。ええ。あ、ちょっと折り返していいですか。すいません。はい、折り返します。すいません。はーい。フレンドパークか。すげえ疲れる。なんだこれお前。あのダフ屋の方が。ダフ屋じゃねえよパーク。普通にチケット買いに来たんじゃないかも。東京来て東京。はい、すいません。東京行きたいんだよ。でしたら、12時38分発の特急はやぶさ2号に乗ってもらって、一旦京都で降りてください。一旦降りんの?はい。で、降りたらすぐ東京行きの特急トンビが来ますけど、それをあえて見送って、見送る?次のマックスハゲタカで東京に向かえば、アリバイはバッチリだと思います。西村京太郎か、お前。いらねえんだ、アリバイとか。東京行きてえの、普通に。早く行きたいの。次の方、なんで次の方呼んでんの。俺を処理しろ、まず。はい、俺処理されてねえだろ、お前。はい、急いで東京来たいの、一番早いのなんだ。一番早いのはヘリじゃないですか。ヘリっつっちゃったよ、お前。緑の窓口のやつ、一番早いのヘリっつっちゃったよ、お前。なんでヘリ移動なんだよ。あ、じゃあ、10分後に出発するのあります。あ、そうなの、はい、取っちゃって、じゃあ。うん、あ、そうですか。じゃあこちら、ムーンサルトエキスプレスになりますね。プロレス技見てたな、それな。はい、それ何時に着くの。明日の朝10時です。のんきか、お前。何、明日の朝10時。のんきじゃねえか、お前。お前まさか、宮洲のんきか、お前。違う?はい。急いでんの、こっち。早いのないの?あと、百合丘超特急っていうのありますけどね。早そうだな、超特急って。それ結構早いの?まあ、らっしゃいって感じで。らっしゃいっていう感じで。らっしゃいっていう感じです。あ、そうなんだ。新幹線がいいな。新幹線でいい。うん、新幹線がいいな。じゃあ、大人一人東京まで1台でよろしい?1台はいらないね。1枚ね。1枚。1台ってお前、甲子園の応援か、お前。1枚。やっぱ席二つあった方がいい。いや、一個でいいよ、お前。そんな太ってねえだろ、言っても、お前。あ、そうですか。一枚。じゃあ、自由席と指定席ございますけど。あー、グリーン車で。あー、グリーンいっぱいですね。あ、いっぱい。はい。あ、アリーナだったら空いてます、ね。どこなんだよ、それ。何、新幹線のアリーナ席って、お前。完全に危ねえよ、それ。うん、じゃあいいや、指定で。指定でよろしいですか。うん、禁煙席と喫煙席ございますけども。あー、タバコ吸うんだよね。一日何本ぐらい吸われます。なんで言わなくちゃいけないんだよ。医者か、お前。タバコ吸うの。窓側と通路側ございますけども。ああ、景色見たいから窓かな、窓側。あ、窓側いっぱいですね。あ、いっぱい?はい。じゃあいいや、通路側で。通路側もっといっぱいですね。もっといっぱいってどういうことなの?何もっといっぱいって。膝の上誰か座ってんのか?じゃあ、な。白線の内側でよろしいですか?白線の内側なんて多分電車乗ってないよね。お下がりくださいって言われてるから。うん。それで電車乗ってないと思うんだよね。あ、すいません。これ自由席しか空いてないですね。あ、ほんと?はい。じゃあいいや、自由で。自由でいいですね。言い方よ。言い方。何自由でいいですねって、お前。自由がねえんだろ、お前。ではこちら、21時38分発、はい、希望16号、東京行きが今発車しました。うん、発車してんじゃねえかよ。バカじゃねえの、お前。何発車した電車の切符取ってんの?あ、はい。じゃあ次のに。次の、次の、次の。じゃあ1分後に。いや、1分後とかそういうんじゃなくてさ、今からホーム行かなくちゃいけないんだから、はい、5分後とか10分後あんだろうが。はい、少々お待ちください。早くしてくれよ、本当によ。どう、乗れそう。あ、もう少々お待ちください。うん、今オークションやってるんだ。なんでオークションでやってんのね。え、何普通に出せよ、チケットをさ。なんでオークションなんだよ、お前。お、チケット取れました。あ、取れたの?はい。うん。取れましたよ、EXILE のライブチケット。なんで EXILE のチケット取ったの、お前。いや、すげえなと思うからね、なかなか取りづらいからさ、うん。どうせあれだろ、お前。チューチュートレインとかかってんだろ、電車。ちょっと何言ってんのか分かんない。なんで何言ってんか分かんないんだよ。お前のフォローだわ、これ。うん。あ、席空いてますね。空いてんの?はい。うん。ABC の3列シートの B になりますけど。B ってことは真ん中か。はい。あ、真ん中な、やだな。でもまあそこしかないんでしょ?はい。じゃあいいや、それで。いいですか?うん。ただ A と C に力士が乗ってる。あ、最悪だよ、え、力士、はい、?A と C、力士なの?はい。で、俺 B でしょ?はい。ここまで来ちゃうよね、ここまで。かぶってきます。かぶってきちゃうよね。はい、なんか一緒に俺巡業行っちゃいそうだし。すげえ嫌だな、それな。E とか D は空いてないの?あとは T しか空いてないですね。T? はい。T ってあったっけ?トイレになります、ね。トイレじゃねえか。そう、トイレだよ、それ。はい、なんで俺おしっこしに来た人とこうやって相席なんだ。嫌だね、それね。はい、もういいや、デッキで。よろしいですか?うん、デッキで立ってるわ。じゃあこれで発見しますね。はいはい。よし、じゃあこちらですね。よし。何やってんのこれ、何やってんのこれ、はい、なんかチケットいっぱいあるけど、あ、いっぱい落ちちゃった。あ、この中から発見するんです。あ、その発見なのこれ。え、発行するチケットじゃないの、
発見するのこの山の中から、はい、いっぱいあるよ。だってもう下にも怒ってるし見つかんねえんじゃないのこれ。あ、ありました。あ、あったんだ、はい、早いね意外と。13,900円になりますね。13,900円、はい、うん、じゃあ2万だなこれ、はい、2万から、はい。あ、すいません、うん、お釣り2000円札4枚入っちゃうんです。めんどくせえなそれな。最近見ねえなと思ったらここにあったのかお前。まあいいや、しょうがない、同じ金だ、うん、こちらですね、なくれ、はいはい、領収書ちょうだい、領収書。しこ名はどうなさいますか。しこ名はねえよ。力じゃねえんだよ俺。宛名ね、宛名、はい、うん、伊達で、はい、うん、じゃあこちらの、はいはい、はい、なんで伊達の里って書いてあるの。しこ名みてえになってんじゃん、はい、落ちるかなこれ。では21時45分発、うん、犬鷲3号、うん、東京行きが今発車しました。発車しました。お、カラオケ館だ。おー、カラオケ館ね、練習しないといけないからな。すいません。いらっしゃいませ。あ、どうも、はい、こんにちは。いや、カラオケ館できたんですね。カラオケ館、ええ、できてないですけど。いや、できてるじゃないですか。あ、うちカラオケ館じゃなくてカラオケタッチです。あ、漢字違う、はい、漢字違うわ。あ、カラオケ館じゃないですか。タッチですね。カラオケタッチ、はい。あの、全国的にあのカラオケ館ありますけど、それとは、あ、関係ないです。色は一緒ですけどね。あ、そうですか、ね、いや、嬉しいな、近所にできて。あ、そうですか、あの、一人なんだけど、いける。相部屋ですけど、大丈夫。嫌だよ、お前。スナックじゃねえんだからさ、はい。いや、一人にしてくれよ。なんかあったんですか。よかったら話聞いてみますよ。いや、そういうつもりでね、一人になりたいわけだよ。一人カラオケ。一人カラオケ、うん、今、あの、カラオケボックスに一人で行ってこうやって練習する人すげえ増えてるじゃん。あ、ちょっと聞いたことないですね。聞いたことない。はい、いや、今、全国的にあるみたいで、一人カラオケっつってね。カラオケボックス一人で行って、はい、なんか大会とか、はい、そういうためにね、こう練習するんだって、一人カラオケっつって。ちょっと何言ってるか分かんない。何なんだ、お前。じゃあいいよ、第1号で。あ、そうですか。そうだよ。はい、一人なんだけど行ける？あ、大丈夫ですよ。あ、料金体制どうなってるの？37分で130円。37分、はい、37分なんだ。はい、変わってんなんすよ、はい、お時間どうなさいますか？1時間で。8時間で。1時間で。誰が一人で8時間歌うんだよ。1時間フェスかお前。俺フェスかお前。俺ロックかお前。何ですか？何ですかじゃないよ。いいよ別にそんなの聞こえてないんだったら。あ、そうですか。そうだよ。歌は何歌われますか？決めてねえよまだ。いや、フェスじゃないんだから、セットリストとか組んでないんだよ。あ、そうっす。そうだ、当たり前だよ。何笑ってんだ、はい。で、あの、歌い放題で。1時間歌い放題。うん。あれ、でもよく考えたらあれですよね。え？歌い放題って、なんかバカみたい、ね。バカみたいってなんだよ。いいだろうが歌い放題、お前。放題だろ、放題がバカみたいなんだよ。なんかそうですね。食べ放題とかちょっとバカみたいだもんな。はい、何笑ってんだ。あ、すいません。1時間、1時間。1時間。うん、あと、うちですね、あの、うん、携帯で会員登録されると割引なんかありますけど、どうなさいますか？あ、そうなの、はい、いや、近所だからやっとこうかな。あ、本当ですか。じゃあですね、こちらの手順を読み。いや、分厚いな、おい。すげえ分厚いじゃん、これ。ちょっと多いんですけど。いや、広辞苑並みだよ、これ。はい。あ、これ読まないとダメだ。そうなんですよね。じゃあ、いいです。やめときます。なんか8時間ぐらいかかりそうだ。あ、そうですか。うん、これはいい。あと、あの、うち、ワンドリンクをオーダー制になるんですけども。あ、そうなん、じゃあ、はい、ウーロン茶。あ、お部屋から注文してもらっていいですか？何なんだ、お前。めんどくせえな。すいません。分かって。はい。あと、マスカラスとかお菓子。マラカスだろ、ね、カラオケマラカスでしょ、シャンシャンシャン。マスカラスってお前、見るマスカラスって覆面レスラーだよ。千の顔を持つ男って、はい、弟ドスカラスだろ、お前。これなんですけど。マスカラスだ。マスカラスだわ。はい。当たってたわ。はい。え、何これ、マスカラスだ。あ、コスプレですね。あ、そうなの？あの、仮装して盛り上がったりする方いらっしゃいます。あ、これ被って歌うんだ、はい。あ、そんなやついんの？はい。いや、俺大丈夫です。あ、これで大丈夫です。いや、これいらないです。これ一人でこれ被ってたら俺がもう見るマスカラスじゃん。そうですね。何が面白いんだ、お前。はい、すいません。一人のやつにお勧めしてんじゃないよ。はい、わかりました。マイクは4本でよろしいですか？いや、1本でいいわ。デュークエースですか？ 1 本で。1本でいいよ。はい、じゃあ、こちらにマイクと伝票の方を入れておきますんで。あ、そうなの？はい、こちら。あ、こんなセカンドバッグみたいなの。あ、こんなセカンドバッグみたいなやつ、はい、あの、昔のプロ野球選手のオフみたいなという契約更改みたいな、はい、終わったらあのサービスでお持ちになって。いや、いらないですよ。いらないです。あ、そうですか。うん、恥ずかしいし。ああ、昔のなんか工藤公康みたいな、はい、東尾修とかさ、ああ、ねえ、江夏豊みたいな、北別府学とかいや、わかんねえんだったらいいよ。すいません、ちょっとわかんない。無理して笑わなくていいんだから。すいません、ちょっと野球あんまり、はい、なんかこういうのやってたから。あ、そうなんですか、うん、部屋どこよ、はい、あ、こちらまっすぐ行った突き当たりになりますんで。あ、ほんと？はい、ごゆっくりどうぞ。うるせえ。え？おい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 、はいはい、お前部屋違くねえか。え、違いました。なんかお前いっぱいいたんだけど人。あ、すいません、お部屋間違えましたね。間違ってるでしょ。そちら80名の団体のお部屋。いや、すげえいっぱいいたよ。すいません。俺ブワーって入ってったからな。みんな見ますよね、それ。いや、みんな見てたよ。
すいません、間違っちゃった。間違えんだよ、お前、部屋。突き当たりは左ですね。突き当たり左だよ。はい。うん、で、また突き当たりを左。左、左。で、その次の突き当たりを左。また左。で、こちらのお部屋ここじゃねえか、じゃあ。ここじゃん。はい。なんで一周させんの？すいません。はい。ここね。はい。間違えんなよ、お前。すいません。恥ずかしいわ、はい。あと、お部屋入りましたら、お静かにお願いできますか？正気か、おい。気は確かか、お前。え、なんかカラオケボクサーって静かにすんの？あの、隣の部屋で寝てる方いらっしゃる。知らねえよ。そいつ起こせよ、お前。すいません、はい。なんで俺そいつに気づかなくちゃいけない。できれば子守歌中心で。やだよ。すげえでっけえ声でいろんな歌歌うし。うん、わかりました、はい。ふざけんじゃない。はい、ごゆっくりどうぞ。うるせえ。よしと。歌いまくるからね。よいしょ。はい、もしもし。はい。はい。あ、はい。大変申し訳ございませんでした。はい。あ、二度とこういうことないように、はい。注意しておきますんで。はい。すいませんでした。はい。何歌うかな？はい。あ、はい。サプライズのケーキの方。はい。後ほどお持ちいたします。はい。失礼します。アグネスちゃんね、アグネスちゃん。はい。あ、もしもし。はいはい。あ、お時間59分前になります。いや、気になってないよ。全然気になってないけど、今入ったばっかりだし。大丈夫ですか？何これ、毎分くんのこれ。大丈夫ですかね？何ですか？あ、あとですね、はい、あの、先ほどのお部屋からちょっとクレームが入りまして。クレーム？はい、急に変なやつ入ってきたぞっていうことで。いや、知らない。お前が行けって言っただろうが。はい。お前が行けって言ったから俺行ったんだろうが。あの、行けって言ったのは僕なんですけど、入ってったのはお客さんじゃないですか。お前が悪いだろ、どう考えても。お前が謝るよ、知らねえよ、俺。なんで、こういうことがありますと、次からの出入り禁止っていうことになる。いや、違う、お前考えろ。どう考えてもお前悪いだろ。お前が行けって言わないと俺行ってねえんだからさ。わかりました。じゃあ今回はあれですけど、その、次から単独で、そういうことをやられますと。なんで俺の独断で行かなくちゃいけないの？行かねえよ、その部屋。はい、いっぱいだからな、人。そこだけ。俺バーって入ってったからさ。はい。ふざけんな。すいません、お願いします。あと、ウーロン茶。お客さん、なんで？さっき聞きましたよ。お前が部屋から頼めつったってわけ。二つってことですか？てめえが部屋から頼めつったのさっきお前。うろちゃん二つでいいんですか？二つじゃねえ、一つだよお前。一つなんですか？入ってきたばっかりだ、まだ全然喉乾いてないわけよ。一つで、はい。わかりました。ウーロン茶ね。はい。あとさ、はい、ちょっと小腹空いてんだけど、はい、なんかフードメニューどうなってるの？ああ、今ですとズワイガニしかないですね。どういうことだよ。どういうことなんだ？はい。あの、ポテトの山盛りポテトとかないの？あ、山盛りズワイガニしかないです。なんだよ、それ。いや、タコの唐揚げとかさ。あ、ズワイガニの唐揚げしかないですね。白い恋人とかないの？ズワイガニの恋人だったら。どういうことだよ。気持ち悪いな、お前。はい、いらない。よろしいですか？いらない。すいません、ごゆっくりどうぞ。うるせえ。なんだあいつ。はぁ、何とはかな、大泉逸郎。大川栄作ね。いろいろあるな。LR いいな、LR。LR 歌えっかな。ああ。I'm the king of yonder. I'm the king of yonder. いつまつげせめぎあうらんり。You nothing but danger. こういう歌だっけかな。ダメだ、ここしか知らねえ。なんかねえかな。あ、大江千里あるじゃん。千里大江ね。かっこ悪い振られ方方かっこ悪い振られ方言えせんべってんげー違うの歌おう。あ、これいいじゃん、これ歌おう。ああ、ヘイヘイヘイ、ああああ。ん？何止まったな。何止まってんのこれ。ちょ、もう一回入れよ。ヘイヘイヘイ。ああああ。何が止まるんだ。おかしいな。ちょっと適当に入れてみようかな。
いやもうイントロクイズじゃねえんだよ。イントロクイズだよ。なんだよこれ。ダメだ、ちょっと電話しよう。もうはい、タッチです。お前んちか、ここ。お前お前んちみたいに出んじゃねえよ、バードは。お前、はい、フロントですって出ろよ。フロントです、はい。いや、あのさ、はい、あの歌いたくてこう曲入れるじゃない。はい。そうするとあの途中で切れちゃうんだけど。あ、それはお客様の歌唱力に問題がある。歌唱力関係ないだろ。のど自慢か、お前。まだ歌ってないんだよ、こっち。はあ、歌う手前でもう曲が切れちゃうの。そんなことないと思いますけどね。俺もそんなことない。俺も初めてだよ、お前。いや、ちょっと見に来てくれ。あ、じゃあ30分以内にお伺いできればな。なんで30分かかるんだよ、お前。ぶっ壊れた機械の前で俺30分何してないんだよ、お前。いや、俺今日すげえ歌いたくて来てるから、むしゃくしゃしてるからさ、歌おうと思うと切れる。失礼します。どうなってんの。俺誰と喋ってんのこれ。誰と喋って。お前じゃなかったこれ。おいって言ったじゃないですか。いや、こっち処理しろよ。すいません、はい。何を普通に来てんの。はい、どちらの機械が。機械これしかねえだろ。もう1個しかないからこれだよ。そしてこれ見てくれ、これ。はい。絵画展か。あ、何後ろに手組んでこうやって見てんの。見ろって言ったじゃない。いや、いじったりしろよ。あ、お客さん今日どちらからいる。俺はいじるな。俺いじってんじゃない。機械いじれ。あ、機械。直せ、いじったりなんだりして。じゃあマイクでちょっと声出してもらって。いや、マイク大丈夫だよ。ああ、マイクは問題ないんだよ。あ、マイクは。マイクは大丈夫そうですね。いや、前も一回こういうことあったんですけど、その時は業者が来てすぐ直ったんですよね。でも俺からそういうことなかった。エコーがうるせえな。エコーばっかやってんじゃん、これ。なんでエコー最大にしてんの。バカじゃないの、お前。なんか曲適当に入れてみますんで。いや、多分途中で切れるよ、これ。はい。あ、どういう、いや、多分途中でまた消えるんだよ。エビ、カニ、エビ、カニ、エビ、カニ。消えねえな。エビ、カニ、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 エビ。なんだこの歌。なんだこの歌。エビカニ、エビカニ。何なのこの甲殻類の歌。気持ち悪い。これなんて歌だこれ。これ格変。やかましいわ。何が格変だ、バカ。ローマ字で格変。知らねえ。表記は知らねえんだよ。だ治ったなんて、出てけ、出てけ、はい。じゃあごゆっくり、どうぞ。うるせえよ。治ったなんていいんだよ。なんだあいつ。何あいつ。何でまた入れてったのこれ。エビ。エビ、カニ、え？エビ、カニ、エビ。いや、なんで入ってくんのお前。なんで入ってくんの。流れたから呼んだのかな。呼んでねえよ。あ、違うんですか。俺、何自分の歌みたいに入ってきてくれ。お前のテーマソングかこれ。違うんですか。いや、入ってくんなよ。あ、すいません、はい、で、出てけ。はい、ごゆっくり、どうぞ。すいません、うるせえよ。はい。なんなんだあいつ、本当に腹立つ。これどうやって消すの。この部屋じゃねえよ。あ、この部屋じゃねえから。あ、違います、すいません。俺誕生日だったら一人で何やってんだここで。お前なあ、あっちの団体の。ふざけんな、お前。ケーキちゃんと持てよ。こうやって持ってるぞ、お前。楽しみにしてる人いんだろこれ。団体のお部屋ですなあ、はい、お前何ずっといんだ俺の部屋。お前と一緒に来てるみてえだよなあ。すいません、はい、もういいわ、俺も帰るわ。いや、まだお時間あります。もういいよ、全然ゆっくり歌えねえ。いや、ちょっと待って。腹立つわ、ほんとに。壁壁。なんとなく壁あっただろ、お前。すいません、はい。スッと来てんの。はい。いくらだよ。いや、もうお題結構です。いや、いいよ、金払えよ。お前、また来た時あれだろ、金払えるやつだとか言うだろ。あ、じゃあ13万円。バカじゃねえのか。え、13万かかんの。機械の修理代とかかかると思う。知らねえ。あれ、俺がぶっ壊したわけじゃねえだろ。じゃあ100円で結構です。100円な。100円で、はい。はい、ちょうど。はい、すいません。ふざけんな、お前。あ、すいません。20円のお返しです。80円じゃないか、じゃあ。なんで20円送っとんだ、お前。すいません。好きだな、このくだり。はい、ありがとうございます。いっぱい入れやがって。はい。もう二度と来ないかんだ。あ、ちょっとお待ちください。なんだよ。こちら、ウーロン茶になります。いらねえよ。どうも、サンドウィッチマン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。世の中ね、興奮することいっぱいありますけども。うん、一番興奮するのは、出前が遅い時ね。間違いないね。うん。くっそ、腹立つな。ピザ頼んでるの1時間以上来ないな。
ただ電話しとこうかな、電話。ピッ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 。ピンポーン。来たよ、来たよ、お前。ガチャ。お待たせしました。まあ、おっせえよ、お前。1時間で1時間この野郎、お前。すいません、ちょっと迷っちゃって。迷って道一本じゃねえか、お前。いや、行くかどうかで迷ったんだ。そこ迷うの、バカじゃねえか、お前。すいません。すげえ払ってんの、こっちよ。実はバイトのやつが店長と喧嘩しちゃって。喧嘩？はい、店長を冷凍イカで殴っちゃったんです。冷凍イカで？で、血とかいっぱい出て。店長の。イカの。イカのかよ。なんだイカの血ってわけわかんねえな、お前。払えてんだ、こっちよ。はい、ピザよこさ、早く、お前。お待たせしました。ピザハットリです。なんで今言ったんだ。言ってなかった。わかるだろ。じゃなかったら誰なんだよ。はい、ハッタってたこいつ。お会計1600円になります。ちょっと待ってくれよ、お前。はい、お前さ、1時間以上待ってんだよ、こっちよ。はい、ちょっと負けてくれよ。え、なんですか、なんですか。いや、1時間以上待ってんの。はい、負けろっつってんの。ああ、おい、どうした、どうした。お前の勝ちだ。勝ち負けの話してねえよ。何ですか。え、びっくりするわ、お前急に。え、値段を安くしろっつってんの。狙いをやつにする。言ってねえよ。今まで誰だったの、狙い。安くしてっつってんの、これを。あ、そんなこと言われても僕バイトなんで。バイトかなんか知んねえけどさ、こっち1時間以上待ってんだよ、お前。いや、でも僕バイトですから。わかるけど、なんとかしてくれよ、お前。500円にしかできないです。できてるわ。できてるよ。あ、以下は無理です。いや、以下は求めない。え、500円でいいの？ 500 円だったら、はい。逆にラッキーだよ、お前。じゃあ500円ちょうどな、ほら。はい。20円のお返しね。500円じゃねえんだよ。ありがとうございました。どうなってんだ、こいつ。失礼します。おい、ちょっと待って待って待って、お前。はい。はい、お前、これピザちげえよ、これ。え？いや、俺シーフードピザ頼んだんだよ。はい。お前これトッピングコーンとかサラミとか、お前これミックスピザじゃないよ、これ。シーフードは死んで間もない魚介類がたくさん入ってる。死んで間もないっていうのは気持ち悪い。新鮮っていうの。新鮮。それ頼んだんだよ、俺。これちげえよ、このピザ、お前。あの、お客さん失礼ですけど。なんだよ。ピザじゃなくてピッツァです。どうだっていいよ、そんなの。どっちだっていいんだよ、ピザとかピッツァとか、お前。違うよ、このピザ、お前。どうなってんだ、これ。確認してみます。確認しろよ、お前。もしもし、お疲れ様です。富田です。ピザハットリの電話番号お願いします。104だから、104だろうが。一連お疲れ様ですとかいらねえんだよ、はい、書いてあんだろ、電話番号、お前これ、はい、すいません。もしもし、お疲れ様です、富澤です。今2丁目の伊達さんのとこに配達来たんですけど、ピザが違うじゃないかって言われて。全然違えよ、これ配達。はい、はい、僕ちゃんとピッツァって言いましたよ。めんどくせえな、それ、はい、どうだっていいんだよ、そんなのよ。あ、じゃあ確認します。今から作り直してまた持ってくるっていう形で。ああ、今から作り直してまた1時間とかかんじゃないのか、これ。はい、かかんのかよ、はい。じゃあもういいよ、これで。すいません、はい、立つな、こいつ。もしもし、これでいいっていうことなんで。ああ、ああ、はい、これエビ入ってんの？知らないです。なんでさらっとしたんだ。エビ好きなんだ、エビ、はいはい、ミックスエビ入ってるの確認しろ。あ、すいません、あのミックスのトッピングで指って入ってますか？指じゃねえ、指じゃねえよ。誰の指入ってんだ、誰のけじめピザだ、これ。エビ、はい、エビだろうが、お前。あの、指じゃなくてエビだそうです。タレ目だろう、お前。あ、こっちのエビだと思います。電話だろ、電話。あ、そうです。わかんねえよ、お前。あの、エビなんですけど、ああ、ピッツァに入ってるそうです。入ってんのね。はい、じゃあもういいよ、これで。すいませんでした。立つな。じゃあ、あの、一緒に頼んだ、あの、コーラ置いて早く帰れ、お前。コーラ。すいません、コーラも一緒に頼まれたそうなんですけど。頼んだだろうが、コーラ一緒によ。あの、コーラなんですけど、ああ、ピッツァに入ってるそうです。なんで入ってんのよ。ミックスしちゃった。ミックスしちゃったんじゃねえよ、お前。絶対うまくねえだろ、こんなのよ。なんでコーラ入ってんだよ、お前。まあ、腹立つな、なんかな。お前ふざけてんだろ、さっきから。いや、ふざけてない。なんで考えたんだ、お前。なんでふざけてるかふざけてねえか考えたんだ。すいません、もうダメ、お前じゃ話になんないから責任者出せ、お前。先に医者出せ言ってねえよ。医者の次誰来んの。責任者出せっつった文句言ってから。あの、お客さん怒っちゃって、だよ、お前。テクニシャン呼べって言ってる。言ってない、言ってない、言ってない。なんで英語で言おうとするの。テクニシャン面白そうな、ちょっと待ってみよう。責任者。店長とかいいんだろ、これ。あの、すいません、店長お願いします。立つな、あ、そうなんですか。非常に申し訳づらいんですけど、なんで店長なんですけど、ピッツァに入ってるそうです。店長トッピングにされちゃった。もういいぜ。どうも、ありがとうございます。すいません。あ、いらっしゃいませ。蝶ネクタイでしたらそちらの。蝶ネクタイいらないです。カルベさんか。はい。いや、蝶ネクタイいらないです。あ、いらないです。スーツ買いました。スイーツはちょっと置いてないです、ね。スイーツじゃねえ。スイーツ食わねえよ、俺。抹茶のやつとか。はい。スーツ。あ、スーツですか。じゃあちょっとサイズの方を測らせてもらってもよろしいですか。あ、サイズね、はい、手ちょっと広げてもらってもいいですか。はい、はい、こうやってやるのか。なんでこうやってやるの。はい、なんかあるでしょ、メジャーみたいな。あ、でも大体わかります。わかったの。はい、わかりました。あ、そうなの。そちらになりますね。あ、こっち。はい、こちらが新作のデブサイズ、ね、デブサイズってなんだよ。お前なんだデブサイズって、はい、お前これもデブサイズか。はい、これもデブサイズです。あ、そうなの。はい、自分で言うの。この辺ですね。あ、この辺り。はい、なるほどね。これあれじゃないの、形状記憶のやつ。あ、そちら形状記憶喪失のタイプになります。喪失？はい。形状記憶喪失？はい。どういうやつなんですか？覚えた形忘れちゃう。何やってんの？昨日来てあれなのに今日も今日と思ってもらってやってる。誰が欲しがるんですか？はい。わけわかんねえな。あ、そうなんだ。はい。これは？これは蛍光塗料が塗ってあって夜光るスーツなんですね。蛍光塗料？はい。夜光る？はい。
なんで夜引かんの？あのサラリーマンって夜車に引かれるじゃないですか。知らないそれ。当たり前のように言ってるけど知らない。で引かるんで引かれづらくなるっていう。あ、光ることによって光れづらくなる。ややこしいね。はい。ああ、そうなんだ。なんかあんま魅力感じねえけどな。あ、そうですか。うん。じゃあこのスーツ、二つの意味で光れない。どこ行く、どこ行くんだよ、お前。はい、なんでどっか行くことなの？終わったのかなと思って。終わらねえよ。終わらない。全然うまくねえでしょ、んで。これダメですか？ダメだよ。別に光んなくたっていいもんな。あ、そうですか。うん。あ、これは？これは防音スーツになりますね。防音？はい。防音？おならの音を約 80% カットすることができるんですよ。なんで 20% 聞こえんだよ、マジで。ちょっと今の技術だと。あ、そうなんだ。ええ。防音スーツがあるんだ。防音スーツですね。これは？これは防臭スーツ。防臭？はい。防臭はいいかもしれないけどね。これおならの匂いを約 80% カット。なんで 20% 癖んだよ、だから。なんでおならメインで作ってんの、このスーツ。100% になってから出ればいいのに、これ。そうですね。ちょっと今の技術だとそのぐらいで。中途半端 80% カットは、まあ、はい、あんまりよくわからんな。あ、そうなんだ。はい、そんなのあるんだね。そうですね。まあ普通のがいいな、普通の。普通の。うん、これちょっと派手だもんな。まあこういう感じの。まあ、そんな感じで。いいんじゃないの？なんかね。はい。黒っぽいやつ。こちらはですね、汚れたらクリーニングに出せるスーツです。全部そうじゃないの、それ。何それ、全然売りねえじゃん、これ。はい。あ、そうなの、急に売り全然なくなったからちょっとびっくりしちゃったから。そうですね、こちらに比べると。あ、そうなんだ、はい、まあでいい、俺普通のでいい。大丈夫ですか？うん、大丈夫、はい、ちょっと着てみたいんだけど、試着室ある？あ、こちらにございますけど。あ、これね。あ、うん、いや、入るだろ別に。どんだけ太ってんだよ俺。大丈夫ですかね？早えな、これ着替えれば。なんで一緒に入んだよお前。なんで一緒に入んだ。あ、大丈夫ですか、ね、俺が一人着替えるから。あ、そうです、できる、着替えるぐらい、はい、お前。じゃ着替えるからちょっと待って。はい、ね、よいしょ。一応ですね、うん、そちらの60秒経つと、うん、カーテンが落ちるシステムです。いや、スーパージョッキーかお前、はい、なんでスーパージョッキーみたいになってんだよ。で、10秒前になったらタオル投げ込んで。いいよいいよ、もうなんでそんなことするんだよ。じゃあ終わったら行ってくださいね。あ、いや、あの向かいの喫茶店にいますんで。そんなに時間かかんねえよ。かかんないですか？そんな時間かかんないよ。あ、そうですか。あれ、おいおいおい、はいはいはい、お前ビーズみたいになってんだけど、これ何これ。はい、いや、ビーズだろこれ。ビーズ、え、ビーズでしょって。ズボン履いて、何これ。あの今クールビーズが流行ってる。クールビーズだよ。何だクールビーズって。クールビーズだよ世間は。裾上げどうします？しねえわお前。これ以上裾上げしたらもうこんにちはだよお前。はい、こんにちはだよお前。ちょっと何言ってんのか分かんない。分かねえよお前。あんたらいろんなとこからこんにちはだバカ野郎。まあまあ、あのこれに合う靴っていうのもあるんですけど。これには靴？はい。どういう靴なの？ウルトラソールっていうのは。ビーズだろって。これ何ビーズに寄せてんだよ。いや、おかしいじゃん、これ会社に来てくんだぜ。いや、まあでも下は良しとして上の方が。下がダメだっつってんの。上は着るまでもねえわお前。下がこれだったらさ。あ、そうですか。え、全部これなのこれ。一応そっちは全部そういう感じ。あ、そうなんだ。変な店だなこれ。すいません。いや、おかしいよこれ、会社におはようございますって言ったら。そうですか。お前どうしたか、月曜日からお前ってなるでしょ。はあ、やだよ、もうビーズだもん。涼しそうでいいですけどね。いや、涼しいのはそうかもしれない。ちょっとビーズだわ。あ、そう。まあまあ比較的これがビーズなんだけどね。そうですね。こっちですよね。こっちメインのこれ付属でビーズなんだけど、はあ、これ俺着てきたやつだから。そうですね。ちょっともうスーツいらない。あ、よろしいですか。うん。なんかジャケットは、ジャケット。あ、ジャケットこちらにございます。あ、ジャケットこちら。はい、赤いな、ほんで、おい。そうですね。こちら、横山、これ横山モデル。横山モデル。はい。何、横山モデル。ちょっと中見てもらってもいいですか。何、何、横山モデル。はい、横山モデルなんか。中。拍手。はい。横山モデルってお前、横山高志宏師匠じゃねえか、お前。そうです、そうです。こっち側。え？こっちもさか、お前。はい、殺すぞ、あ、殺すぞだ。え、こちらでよろしいですか。いらねえよお前こんなの。俺ないよこのタイミング。ないですか。拍手求める時ないもん俺。あ、そうっすか。いや、ちょっとこれ、あ、そうなの、売ってんだね、はい、こういうのね。そうですね。じゃあ、こちらどうですか。こちらピンクだね、またこれ。はい、すげえピンクじゃん。これ何なん、これ。いわき議員モデル。いわき議員モデル。やる気元気いわきじゃない。そうそうそう。あ、確かにこの着てたね。はい、あー、やる気元気いわきっつって、はい、これ売れてんの。これ3年間まだ1着も売れてない。売れてないでしょ、はい、お客さん初めてですねこれ買うのは。いや、買わねえっつってんの、はい、買うかお前こんなの。買わない、着るタイミング1個もねえわ。あ、買わないですか。買わねえ。だからこれ普通のがいいんだ、これ普通の。普通じゃなかったわこれ。普
全然普通じゃなかった。なんでっかいボタン。ちょっとボタン大きめで。ボタンでっかすぎんだろお前。これすげえ遠くからも気づくわ。はい。なんだこのホットケーキみたいなやつ。お前いいわこんなの。あ、そうっすか。うん、まあまあまあ茶色とかもいいかもしれない、ね、これもだったのかお前。あ、これもこれなんだ。これはちょっと、はい、色違いで。なんなんこれシリーズもん、はい、売れてんのこれ。これまだ1着も売れてないです、ね、1着も売れないでしょ。だってボタンでっけえな、これダメですか。ダメだよ。もうどうしましょう。ダメだよ。どうしたんですか急に。いやダメだよって言ったんだよ。急に金ちゃんみたいな、うん、じゃあこういうのとかね。あ、これいいかもしれないですね。これもいい。よかった、ボタン大きかったらどうしようかと思って。大丈夫です、こちら、うん、これこっち着てみようかな。あ、着てみますか、うん、はい、はい、じゃあちょっと失礼します。な、一回着てみないとやっぱりさ。そうですね、うん、どうですか。あ、いいかもね。うん、あ、いいかもしれないですね。ちょっと袖長いかな。あ、若干長いですかね。うん、袖って詰めれんの。あ、大丈夫ですよ。あ、ほんと時間大丈夫ですか。時間大丈夫よ。あ、じゃあちょっと行っちゃいます。行かねえよお前と。なんでお前と一杯引っ掛けるの。やってくれっつうの。あ、それ、あ、やります。何の時間聞いたの。そうそうそう、はい、やってこれ。はい、やります。じゃあ、うん、やってくれたらいいわ、はい、すぐできますんで。すぐやってくれよ。はい、じゃあこちらの方、うん、ちょっと着替えるわもう、はい、もう恥ずかしいよ俺な、着替えるからね。はい、紳士服のモナカです。モナカっていうんだここ。はい、俺コナカだと思ってたわ。松並健四郎モデル。ちょっと言ってないですね。はい、どんな需要なんだよそれ。はい、いや3年4年前にはあったんですけどね。あったのかよ。ええ、浜港モデルですか。浜港モデルも今はちょっと置いてないですね。なんで浜港モデル。ええ、あ、いわき議員モデル。あ、いらないですか。早めに断られた。早めに断られたな。まあちょっといつ入荷するかは分かんないんですけど、ええ、またご連絡いただければ。はい、はい、ありがとうございます。失礼します。よいしょ。はい、お疲れ様でした。置いてく。はい、お預かりします。お支払いしようかな。いくら。4万7000円になります、ね、あ、高いんだね結構ね。はい、結構高いんだね。あ、ジャケットそんなすんだ。ジャケット1万5000円ですね。え、1万5000円じゃないの。はい、ズボンが3万2000円。いや、いらねえよそれお前。いらないよこれ、買わないよこれ。いや、だけ長時間履かれちゃうとやっぱ買い取りになる。いや、長時間ってお前。お前、もうだって2、3分では履いてたの。いや、でもちょっとなんか変なシミみたいな。変なシミどこついてんだよお前。ついてねえだろ別に。これいらない、こんなピッカピカの。お前なんだよこれ。ちょっとじゃあ警察の方にね。なんで警察、なんで警察だったりするの。やめとけよ警察。警察怖いよ。はい、脅しみたいな。脅してないじゃん。いや、おかしいって。買われないんですよね。いや、買うよもう。よろしいですか。だって買わなかったから警察に言われるんでしょ。あ、電話します。どっちなの。こっちが電話したいぐらい。なんてそんな臭くないですよ別に。大丈夫ですか。うん、何の興奮も覚えなかったわこれ。あ、そうですか、うん、じゃあ4万7000円になっちゃう。4万7000円すげえすんな。はい、はい、ちょうど、はい、じゃあ3万円のお返しですね。結構戻ってきたなおい。結構戻ってきたな。1万7000円じゃないの全部。好きねえ、ほんでこのくだり。お待たせしました。大体のネタに入れるねほんで。こちら一回着てみますか。一回着てみるわ、はい、はいはいはい、どうぞ。あ、いいかもね。あ、ちょうどですね、うん、ちょうどいい。あ、それでちょうどいい。そうですね、うん、あ、ちょうどいい。これ着て帰ろうかな俺。あ、下もじゃあ履いて帰ろう。履かねえよそれ。履かないよそんなの。履かないんですか。履かねえよお前そんなの。じゃあこちらのズボン2つの意味で履かないズボンと。どこ行くんだだから。何でもちょいちょい帰ろうとするんだよ、はい、もういいこれ横尾さん、これ俺のなんだから、はい、俺のって言ってもいらないけどね。うん、はい、もう買ったからね。でも、はいはい、うん、ちょ袋入れてよ。すいません、ちょっと袋の方切らしてるんですよ。なんで袋ねえんだよお前。すいません、なんで俺こうやって持って帰るのこれ。おかしいでしょこれ。すいません、袋ないの。袋ないんです、すいません。いやもういいよもう帰るわもう。ありがとうございました。絶対来ないけどこの店。ありがとうございます。ありがとうってなんだよお前。なんか これとか売れねえかなこれ、こいつら。はい、ありがとうございます。捨てろこいつら。ありがとうございます。腹立つあいつ。怖いお客さんだな。おい、なんだこれ。おい、はい、お前、はい、これ頼んでねえよこれ。どうしたの。非常にいい流れでございますよ。そうですね、やりやすいですね。非常にやりやすい、本当にね、北海道ちょっと良かったと。はい、はい、まあしかしね、うん、あの世の中興奮することっていっぱいありますけど、うん、一番興奮するのはね、あの保険屋さんが家に来た時ね。間違いないね、うん。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン。ガチャ。あ、どうも、三本生命の富澤です。三本生命？はい。保険屋かなんかか。ピンポーン、正解です。やめろそれ。
インターホン鳴らすんじゃないよお前、はい、ピンポンピンポンお前三本生命、はい、聞いたことねえな。あ、電話でこうやってやる CM 見たことないですか。え、これ、はい、テンテレテンってやつ。あ、うちはテッテテーって聞いたことねえ聞いたことない。てってては聞いたことない。あ、そうです。ドッキリのやつじゃないか。あと50歳から80歳まで入れる保険が有名です。お、有名じゃん。はい。50、80喜んでたろ。あ、うちは50、80アナコンダ。アナコンダって何50、80アナコンダ。大きい蛇に飲まれた時の保険です。そんな事故ねえよ日本に、はい、お前。そんなでっけえ蛇いねえんだからよ。まあ立ち話もなんなんだよ。中にどうぞ。入ってくんな俺んちに。バカじゃない。今何時だよお前。朝の5時半です。ガサ入れかバカ野郎。早すぎんだろどう考えてもお前。いやこの時間だったらいるかなと思う。いるけどさ、それ寝てるでしょみんな。そうですよね、寝てますよね。テンション高えな5時半にお前。浅唾ばかお前は本当に。まあ保険の話だけでも。いやもういいよ俺保険なんか興味ねえんだよ大体。あ、じゃあ話聞かなくていいんで保険入ってもらえませんか。そんなやついるかお前。入らねえバカ野郎。あ、じゃあ保険入んなくていいんで、うん、話だけ聞いてください。話聞かなくちゃいけないんだよめんどくせえな。あ、じゃあ話聞かなくていいんで、うん、保険も入んなくていいです。じゃあ帰れよ無駄な時間ない。1分だけお願いします。もういいよ俺寝てたんだからさ。120秒もういい。180秒増えてんだよどんどん。1分だけお願いします。秒にしてどんどん増えてんだよ。お願いします。1分だぞ。じゃあ1分だけ。ああ1分な。1分だけですよ。なんで上から来んだよ。分かんじゃないお前。今日あの会社に行きますよね。ああ途中で事故に遭いますよね。決めつけんじゃねえよ。分かんねえだろそんなの。そうなんです、分かんないんですよ。事故に遭うかもしれない。何が言いたいの。だから分かんないわけですよ。何が分かんねえんだよ。何を言おうとしたか分かんないわけですよ。帰れよ。なんだっ帰ってくる邪魔くせえな。保険だろ。ちょっと何言ってるか分かんないお前だよそれ。だから保険、あ、保険です。保険でしょ。近々保険金殺人の予定とかないねえよそんなもん。あっても言うかお前。あ、じゃあ奥様っていらっしゃらないですか。かみさんいるけどね、はい、出産近いから実家帰ってんだよ。あ、妊娠してるんですか。そうだよ。エロいですね。中学生かお前。妊娠イコールエロいとかやめろお前。まあでも家族いらっしゃるんだったら本当保険入った方がいいですよ。いやよく言われるんだそれ、ねお前に何かあったらこう収入がゼロになってしまう。お前誰に言ってんだお前。ふざけんなクソ野郎、はい、保険にもいろんなタイプがございまして。タイプ、まず積み立てタイプ。ああ有名だな、はい、あるわ。それから投げ捨てタイプがございます。投げ捨てタイプってなんだよ。保険でもなんでもないじゃないの。かけ捨て、かけ捨て、かけ捨てタイプだ。かけ捨て聞いたことある、はい、どっちがいいと思います。いや分かんないけどどっちかな、まあ、積み立ての方が有名なんじゃない。まあでも毎月支払う保険料高いですよ。何の顔なんだよ。え、何かけ捨てがいいの。いやそれはもうお客さん何かあった時しかお金が入ってこないです。なあもう1円も入ってこないですよ。なんかちょ1円も入ってこないです。何の顔なんだそれ。分かんない、どっちがいいの。どっち。そんなこと僕に言われても。お前が勧めてんだろ。何なんだよお前。まあでもお客さんに合ったタイプの保険を選ぶのが一番です。それはそうだろうな、はい、奥さんいらっしゃいますよね。さんいる。でお子さんが間もなく生まれるっていうことですね、うん、でお子さんがそうですね大学まで行くとしてないですよ。なんか計算してんの。いや鼻くそが取れないですね。汚ねえな。鼻くそやったろこれ。鼻くそ取れない。そろばん弾いてんのかと思ったらお前汚ね。なんで俺につけんだよ。あなってんのこれ。じゃあのうち自動車保険もやってるんですよ。自動車保険俺も入ってるわ。あでもうち無料でロードサービスが受けれるんです。だうちもねあの JAF がタダで来るから、はい、あそうですか、うん、あじゃあメガネ保険ってどうですか。何メガネ保険って。メガネを壊したりなくしたりすることあるじゃないですか。ああるある、はい、え何その時お金もらえるの。いやロードサービスが何しに行くんだこいつら。何しに行くんだこのおっさんら。ここだけの話、うん、ええ何ゴニャゴニャって言ってるだけだよ。何がここだけの話だ。もう帰ってくる。眠いんだこっちよ。こっちだって眠いですよ。お前が来たんだろうから帰れよ。行って何するんですか。何だもの野郎。うわ鼻折れましたよ。どこに鼻ついてるの。鼻ここだろう。うわ行って鼻ここだろう。分かりましたよ。じゃあ保険いいですよ、うん、新聞取ってください。何やなんだお前。おいおい、ようこそお越しくださいました本当にね、サンドウィッチマンと申しますが、はい、世の中ね興奮することいっぱいありますよ。ただやっぱりね一番興奮するのは自転車買いに行った時だね。間違いないね、うん。お自転車さんだ。興奮してきたな。ちょっと入ってみようか。すいません。あ、いらっしゃいませ。あ、どうもどうも。あ、タイヤが破裂しちゃいました。違うわお前。そんな体重ないよお前。同じような体型してるじゃないかお前。いや自転車買いに来たんだけど。買うんですか。なんでそんなびっくりするんだよ。いや基本的に自転車って盗むもんじゃない。盗むもんじゃないよ。自転車さんが何言ってんだよ。買いに来たん自転車。あ、そうなんですか。そうだよ。じゃあちなみにご家族はいらっしゃいますか。家族。はい。いや神さんと子供がいるけど。あ、そうですか、うん、じゃあこちらサドルが3つあって3人で乗れるの、うん、いやこれヤッターマンの自転車じゃないかこれお前。ヤッターマンだろこれ。最後ドローン長たちが乗って逃げるやつだろこれ。恥ずかしいわこの3人乗りのお前。ダメですか。大丈夫、一人乗りでいいんだけど。あ、一人で。一人乗りでしたらこちらの前タイヤが50インチ後ろが13インチのあります。これチャップリン乗ってたじゃんこれ。チャップリン乗ってるやつ、はい、懐かしいの。前で乗ってんのこんなの、はい、いや恥ずかしい、目立つわこんなの。どんなチャリンコ欲しいんですか。イライラすんなよ。チャリンコって言うのは大体自転車さんが。いやちょっと聞いてほしいんだけどね、はい、いや最近ほら運動不足でさ、はい、ちょっと太ってきたから普段からこう自転車とか乗った方がいいのかなと思って。あでも本気で運動したいんだったら大きい玉とか乗った方がいいんだよ。バカだと思われるわお前。なんで普段通勤で俺こうやって玉乗んなくちゃいけないの。サーカスのクマだと思われるわ。
自転車。じゃ最近こういう折りたたみなんかも人気ありますよね。折りたたみね、はい。売ってる人多いね。そうですね。これ畳んで玄関に置いておくことできますから。そっか。はい、じゃあ盗まれないんだ。そうですそうです。なるほどな。あと車に積んだら海なんかに持っていけますから。ああ、それいいかもね、はい。夏なんかビーチってな。そうなんですよ。あと電車に積んだら会社に持っていくことができるんです。そっか、乗んなくていいんだ。そうなんですよ。なるほどね。はい、荷物になるもんね。持っていける。いや乗りてんだよ。普段から乗りたい、まあ、乗れますけどね。自転車遠くに持ってきてなって言ってたじゃないですか、こっち。あとこういうロードバイクなんかも最近人気ありますけどね。本格的なやつ持ってきたね、はい、これはトライアスロンとかのやつでしょ。そうですね、最近これ通勤に使う人多いですね。あ、最近多いな、はい、タイヤ細いな、随分、ね、すげえな、はい、ちょっと乗ってみていい？どうぞどうぞ、うん、なんで乗ってきたの？なんで乗ってきたの？盗むじゃないですか。盗まねえわ。なんでこのタイミングで盗むの？あ、じゃあどうぞ、うん、どうですか？なんで並走してくるんだ？なんで並走してくるの？盗まねえから。本当ですか？追いかけてこういうのすんなよ、まあ、気持ち悪いな、お前。チャリンコこっち向けるわ、お前。どういうことなんだよ、もう。どういうことだよ、あんの、ここに。まあ何もない。ないでしょ。何またいでんだ、やめろ、お前、気持ち悪いな。これどうすかね、これさ、はい、これ乗るじゃん、はい、これ腰痛いわ、これ。あ、ちょっと体勢がきついですか？体勢きついな、これな。あ、そうですか。これやめよう、これなしだな、はい、うん、なんかママチャリみたいなんでいいんだけど。ママチャリだったらこういう自転車なんで捨てちゃうのよ、はい。やめな、自転車。あっち、ごちゃごちゃになってんじゃん、はい、あっち、お前。これもね、いろいろカスタムしてもかっこいいんですよ。うん、ああ、そう、はい。例えば、後ろにチャイルドシートをつけたり。完全なるママチャリじゃねえか、はい。それカスタムっていうか、それ、お前。前に傘を差すホルダーをつけたりとかね。大阪のおばちゃんがやってるわ。そうです、そうです。こうやって差さなくていいやつね。はいはい、あとは顔まで隠れるサンバイザーをかぶって。いるわ、その人、はい。最近多いな。多いですね。ここまでのサンバイザーだろ。おばちゃんがね。あれ、危ないんだ、どこ見てるか分かんないから。はいはいはい。こうやって運転してるのかなと思って。どこ見てるか分かんないから。なあ、あれ、おっかないよね。ちょっと何言ってるか分かんない。何だったよ。お前の話に乗ったんだよ、こっちは。バカじゃない。これなんかいいと思うんですけどね。なるほどね、はい、ちょっと乗ってみていい？はい、どうぞ。何なんだよ、お前。なんで乗ってくんだよ。違うんですよ、うちこれで200台盗まれてる。そんな盗まれてんの？怖いんですよ。このタイミングで200台も盗まれてる。バーって行かれるのに。こんなに仲良く喋ってんのに。怖いんですよ。ブワーって行っちゃう。行っちゃうんです。200台盗まれてるんですよ。そりゃ乗ってくるな、はい。これ一応盗まれないようにサドルついてないんですか、うん、早く言えよ、お前。行ってえなと思ったんだよ、お前。入ってましたね、今。これだって入っちゃうよ。入っちゃってましたね。これ入っちゃう、これサドルついてなかったら、お前、肛門血だらけだろ、お前。毎日肛門かだよ、こんなもん、お前。大変ですよね、今。体に差し込んで運転する自転車かと思って。レゴじゃないんだからさ、お前。レゴ。やめてくれよ、お前、これ。これ買うわ、とりあえず。あ、これ1万5000円になります。1万5000円ね。サドルいります？いるわ。サドルなかったら、だから差し込んで運転することになるだろ。サドルつけたら3万円になりますけど、大丈夫ですか？高えな、サドル。サドルも1万5000円です。まあ、全体で3万円ですね。もう、じゃあ買うわ。あ、そうですか。じゃあ今、サドルつけますからね。はいはい、じゃあこれ3万。あ、下置いといてください。バチ当たりか、お前。床に現金置かそうじゃないの、はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。いいじゃん。はい。乗って帰ろうか。はい、どうぞ。家近いんだよ。あ、そうですか。うん。はい、じゃあまた来るわ。ありがとうございました。なんで乗ってくんだよ。盗むじゃないですか。買ったんだよ。何だよ。えいっす。あー、社長、お疲れ様です。えいっす。どうなんだ、あの、お化け屋敷のリニューアルの件。なんかいろいろ考えてんのか。あ、すいません。今、マックス好きのブログ読んでます。何してんだよ、お前。なんでマックス好きのブログ読んでんの？はい。マックステップジャンプじゃん、はい、仕事しろバカだよ。すいません、はい。いや、あのさ、はい、ちょっと俺がね、そのお化け屋敷のシチュエーション、はい、ちょっと考えてきたんだけど。あ、本当ですか。例えばさ、はい、廃墟の病院とかどう？あの消毒液の匂いとかさして。ちょっとそれ怖すぎません？怖すぎるか。はい、それだったらこうパーマ液の匂いが残る廃墟の美容院とか。なんだよそれ、お前。美容院はもう一室しかないからさ、ガラス張りだし、はい、それ違うだろう、お前。あ、そうですか。まあでも僕もいろいろ考えたんですけど、うん、やっぱ何回も来てもらえるお化け屋敷がいいと思うんですよね。ああ、確かにな、お化け屋敷って大体一回行ったらもう行かないもんね。はい、そうなんですよ。だからこうリポーターを増やしたいっていう。リピーターね。リピーター。リピーター。リピーター。リポーターってほらマイク持って実況とかするじゃん。ああ、リピーターです、ね。リピーター増やすな。はい、だから例えば、うん、旅行行くじゃないですか。うん、その時に泊まったホテルがいいホテルだったらまた行きたいと思いますね。いや、行く行く行く。なりますよね。現に行ったことあるよ。あ、本当ですか。うん、それ行くよ。じゃあそのホテルにお化けが出たらどうですか。行くか、そんなもん。二度と行かない、そんなお金。ですよね。行かない行かない。ですよね。うん、だからうちのお化け屋敷はお化けが出ないっていうお化け屋敷とか。バカじゃないのお前。考えすぎて頭ぶっ壊れたなお前な。いや、お化け屋敷なんだから、はい、お化けは出ていいのよ。でも怖すぎると女性とか子供が来てもらえないんですよ。そんなことないだろ別に。だから怖さ控えめのお化け屋敷がいい。甘さ控えめみたいに言ってんじゃないよお前。なんだ怖さ控えめって。どうすんだよ。だから例えばお化けっていう呼び方がもう怖いんで。え、バケモンって呼ぶ。ポケモンみたいになってる。何バケモンって。お前いいよ、お化けはお化けでいいんだよそれは。あとこう屋敷の中暗くて迷う人結構いるんですよ。だからそれがお化け屋敷だろ。だってだからこういうの作ってみたんですよ。何これ。
ナビです。ちょっとボタン押してみます。ナビ？はい。2メートル先、右方向、お化けです。言っちゃうの？言っちゃう。このぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思う。全然怖くないじゃん、それ。はい。いらないって、こんなの。そうっすか。バカじゃないの、お前。なんでこんないちいち言わなくちゃいけないんだ。いや、怖すぎないと思うんですよね。あれどうすんの、あの髪の毛がバンバン伸びる、こう、日本人形みたいな。あれも怖いんですよ。うん。だから新しいの買ったんですけど。買った？はい。これなんですけど。え？これ前と一緒じゃないの？いや、この人形もともと髪が腰まであったんですよ。短くなるやつ、これ。あ、短くなるの、どんどん。伸びるより怖くないじゃないですか。いや、怖さは一緒だろ、それはお前。短くなるの？そうです、そうです。どうすんの、坊主とかだったら、お前。あと、生首ゾーンあったじゃないですか。ああ、あれ子供たち怖かった、あれいいじゃん。あれもすごい怖いんで、ちょっと変えてみたんですよ。変えたの？はい。あ、それ？はい、これなんですけど。うん。ちょっとこういう感じにしてみたんです。何してんだよ、お前。何考えてんの、お前。なんか覆面レスラーだろ、これ全部。怖すぎないかなと思って。これタイガーマスクとかドスカラス、ミルマスカラス、お前。はい。プロレスショップだと思われるよ。水道橋か、ここ。水道橋。で、あの最後に、出口の手前で生首ボーンって押してくる。あ、最後、それでキャーってなるって、はい、あそこはスーパーストロングマシンで行きたい。何のこだわりなんだよ。何にこだわってんの、あそこはちょっと、それで。スーパーストロングマシン、あれか、この間引退したから。そうです、そうです。わかんねえよ、誰も。あ、そう、ダメですか。ダメだよ、生首でいいよ、それは。わかりました。ちょっと怖いバージョンも作ってみたんですけど、うん。あの、パネル作ってみたんで、ちょっと見てもらって。パネル？はい。うん。これですね。なあ、これ。天狗？よく見てください。うん。天狗がカッパ食ってるんです。めちゃくちゃ怖えよ、これ、お前。すげえ怖えじゃん。こういうことですよね。何この、絵のタッチ。え、な、天狗ってカッパ食うの？わかんないですけど。カッパはそれでいなくなったのか、お前。なんか怖いってこんな感じかなと思って。怖いね。これでいいですか？いや、ちょっとなんか怖さの方向性が違うわ、これ。違う怖さがある、これは。難しいっす。おっかねえ、これ。カッパの目もお前、めちゃくちゃ怖えよ、これ。これダメっすか？ちょっとこれ違うんだよな、怖さの方向性が。これダメっすか？ああ。あ、じゃあ、あの、足音がこう近づいてくんのって怖くないですか？あの、くつっ、くつっ、はいはい、怖いよ。あれちょっと作ってみたんで聞いてみますか？全然聞こえないんだけど。よく聞いてください。え、100メートル先から近づいて。遠いわ。遠い。遠いですよ。遠いよ。もっと近い方がいいです。もっと近い方がいいんだよ。すぐ怖いのがいいんだから。すぐ怖い。ああ。どうなってんだよ、お前。あのほら、お化け屋敷入ってさ、はい、アナウンスなるだなんか。はいはい。あれは？あ、作ってみました。作った？ちょっと聞いてください。うん、はい。ようこそ恐怖の館へ。うん。これから様々な恐怖がお前たちに襲いかかる。いいよいいよ。はい。徐々に、徐々に上がっていく、消費税。え？何？将来もらえるかわからない。年金。年金？なんだよ、これ。そして、どんどん進む、うん、高齢化社会。止めろ、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 バカ野郎、お前。なんすか？何考えてんの？え？怖さの方向性が違うの、その将来の日本の怖さだろ、それ。後から怖いじゃないですか。後すぎるんだよ。直で怖いのが、直で。ほら、今来ただろ、これ。もう全然怖くない。100メートルあるんで。俺、誰か来たのかなと思って、今こうやって。何にも怖くない、こんなの。今怖いやつ。今怖い、直で今怖い。それがお化け屋敷なんだよ。そのバージョンも作ってみる。作ったの？はい、聞いてください。ようこそ恐怖の館へ。ここには100体の霊たちがお前を待ち受けている。いいよ、これいいよ。猫の霊、犬の霊、ハリネズミの霊、フェレットの霊、ハクビシンの霊、ワオキツネザルの霊。止めろ、止めろ、止めろ、止めろ。なんでさ、動物の霊しか来ねえんだよ。パンク町田か、お前。なあ、パンク町田みたいになってんじゃん。俺がですか？俺がで、あ、俺がじゃねえよ。いるんですよ、動物の第一人者が。ああ、そうです。わからないよ、その霊が来て。うわ、ワオキツネさんの霊だってならないよ。ギャー、なんだよ、これ。叫び声です。叫び声、これ。はい。やだー、助けてー。低くねえかな、声。低くない？知り合いのお姉に頼む。なんでお姉に頼むんだよ。女の子の声でいいんだよ、これ、助けてとかは。いや、今のお姉じゃねっていう感情が勝っちゃえば怖すぎる。いらねえ、その感情。バカじゃないの、お前。Help me! なんだ、Help me って。やっぱ外国人のお客さんも欲しいんで。いるか、そんなの。英語バージョンです。いるかな。サムラジセヨー、バンバンを、
何語？アジアの方です。アジアの方。アジア。助けてよ。Help me。サミットかお前。なあ、G7 かお前。サミットってこんな感じなの？サミットこんな感じにならねえよ。いらないいらない。外国のやつはいらない。マジですか？助けて。日本語だけでいいよ。日本の文化なんだからお化け屋敷は。でも外国のお客さんも欲しいじゃん。いいいいいい。それは覚えてもらえ。助けてっていうのは。マジですか？キャーとか言ってたらなんとなくわかるからさ。ああ。わかりました。何考えてんだよお前さっきからよ。全然違うぞ。 あと新しいお化け役のバイト、バイト、はい、決まったんで、ちょっと写真見てもらってもいいですか。あ、そうだ。3人いるんですけど、3人、まずこれですね、うん、はい、次がこれですね。はいはい。で最後がこれですね。なんで全員太ってんだよ。なんで全員太って、こいつメガネかけてんじゃん。メガネお前太ってて何が悪い？いや悪いってことはないんだけど、あのな、あのお化けがさ、こう太ってるとね、面白くなっちゃう。面白くない？あ、お化けだ、でもすげえ太ってるってなる。いいじゃないですかそれ。でちょっとハハってなるんだよ。あと屋敷の中冷やしといていいですか？そういう演出？いやバイトが熱がる。気使ってんじゃねえよバカ野郎お前。デブに合わせるんじゃねえよお前、こんなもんお前気温を。嫌じゃないですかお化けが汗かいて出てきたら。デブはクビなんだよだからお前。クビにできないですよ雇ったばっかりなのに。なんで全員お化け太ってんだよ。ちょっとあの、あとイメージビデオ作ってみたんで。イメージビデオ、はい、これ見てもらっていいですか。うん、はい、いきますね。いいんじゃない、これいいよ、はい、すごくな、うん、あ、これ持ってるやつね、これナビ持ってるんだな。そうそうそう、うん、右方向、お化けです、言っちゃうやつね。怖くないよね、もういるって分かってたら怖くねえだろ。おい、なんだこの音楽は。そっちじゃない。なんだこの音楽、お前。あ、そっちじゃないですよ。何これ、道教えてんだ、お前。そっちじゃないですよ。消せ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 、バカタレ。言いたいこといっぱいあるわお前。何あの音楽、テレテテテレテテテンテンテンじゃないんだよ。お化け屋敷だぞお前。子供も見れるじゃないですか。ほんで何、あの女の子は何持ってんだろこれ。はい。これ何道迷ってんのあれ。いや女は地図なんか見れませんから。そういう言い方やめろお前。そういう言い方よくないよ。でもちゃんとお化けが教えてくれますから。あれなんでお化け教えてんの、そっちじゃないですよって。あれだから安心して来てくださいっていうメッセージじゃないですか。なんか違うなぁ、怖くねえなぁ全然。いやちょっとまだあるんで、鈴木まだあんの、見てから言ってくださいよ。うん、行きますね。これはいいんだよな最初はな。うん、なんかこの脳内メーカーみたいなやつ。え、呪い呪い呪い。お、感じ違うぞこれ。意外になってるぞお前一つ。うわ、びっくりした。なんでいいねにしたの。いいねじゃないよ。なんでこれ。結局一番怖いのは戦争する人間ですけどね。消せ。え、バカじゃないのお前。お化け屋敷、お化けが怖いねだよね。結局人間が一番怖いですねみたいな、やめろよそういうのお前。だから人間の方が怖いからお化け屋敷来てくださいねっていうメッセージじゃないですか。あれなんだ、脳内メーカーみたいなやつ。もう一個祝いになって、祝い、あれはだから書き間違えたんですよ。書き直せよじゃあ。一番最初に書いたのがあれだったんだ。一番最初に書いたらできるだろうやり直しが。何考えてんだ、あのほら障子からバーって出てくるのいいよ手、はいはいはい、なんでその後いいねにしてんの。いやだから怖すぎるじゃないですかこれだと。これでいいのよ、このままでいいのよ。これだったらどうですか。わーってなるよ。でこうなったら、あー、それでいいじゃない。あーがいらないんだよ、わーわーだけで終わってんだよこいつ。ここにいたかこいつ。こいつここにいたか。もっとそっちになかったかこれ。歩いてったんじゃないですか。一番怖いんだけどこういうの。なあこっち見てるし。ちょっと待ってくださいまだあるんです。最後まで見てくださいまず。すごい怖いよお前。来てんじゃんこれ自分から。ちょっと最後まで見てから文句言ってください。もうなんだよお前。行きますよ。まだあんの。ありますよ。ああ止めろ止めろ止めろ。なんすか。何を考えてんだ。なんすか。
なあ、デブのメガネかけてお化けができてもチュロス300円どういうことだあれ。社長がチュロス売りたいって言ったんじゃないですか。チュロス売りたいって言ったけど誰がお化け屋敷中で売りたいって言ってんだよ。じゃあどこで売るんすか。出てからだろうが普通。そんなの先に言ってくださいよ。大体わかるだろうがお前。ちょうどいい井戸みたいのあったんすよ。おかしいだろチュロス持ってお前デブのやつがお前。名物になるじゃないですか。お化け屋敷中で行列できてどうすんだよ。いいじゃないですかお化けチュロス。甘い香りがずっとしてんだぞお前。あれしょっぱいんですよ。知らねえよ。バカじゃないのお前は。ダメだこんなの。これ怖えし。これもダメ。このナビとかもいらねえから。な。これ全部一から全部やり直しだお前。わかったか。いやだー。あかましいわお前。まあしかしね、はい、まあ皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、僕らの出会いっていうのがですね、はい、高校時代ラグビー部なんですよ。そうですね。ラグビー部で出会ったんです。大体、まあ、人ってラグビーで知り合います、ね。そんなことないけどね。珍しいタイプだと思いますよ、それはね。まあ、そうですね、うん。まあラグビーって言ったらね、ラグビーボール。うん、はいはい、楕円形の。ありますね。ね、ラグビーボールですけど。はい、まああれ、まあ取り扱いがなかなか難しいです。パスしてもね、こうやってね。いや、でっけえ魚捕まえたみたいになってるんだ。実際、ね、こんな風になってんの。暴れるから大変ですよ。まあそんなになってますけどもね。難しいです。まあそのボールをですね、うん、突進してボーンとぶつかったりとか、うん、そのボール持ってる人をこうタックルしたりとかね、うん、非常に激しいスポーツなんですね。あれは激しいですね。ラグビーっていうのはね。まず試合前にね、毒の入った酒を飲まされるんですよ。酒、うん、で、ボールの中に鍵を入れて、うんで、そのボールを持ってゴールまで行くんですよ。で、ゴールの下に金庫があるんですよね。金庫。で、さっきの鍵でその金庫を開けて、うん、解毒剤を飲んだチームの勝ちっていうのがラグビー。いや、まあそれ男チーム名物ラグビーじゃないですか。男チーム名物ラグビーじゃないですか、それ。ラグビーじゃないか。違う違う。あ、トゲトゲのついた鉄のグローブで殴り合う。いや、それ男チーム名物ボクシングですよ。男チーム名物ボクシング。何がしたの。やめろよ、お前。どうしたの。どうしたいのじゃないよ。お前が出してくるからだろ、男塾名物に。出すんじゃないよ。何人ついてくんだ、この漫才、お前。何人知ってんだ、男塾名物よ、お前は。もう出すなよ、お前。わかりました、しいんだから、ね。ラグビー。ラグビー。ラグビー。水上の格闘技、ラグビー。協定だよ、それ。誰が水上でお前、こうやって俺、タックルしてんだよ。グランド。ラグビー、グランドでやるラグビー。グランドでやる。ね、はい。そのラグビーなんですけども、うん、まあ、ラグビーをやり出すきっかけっていうのもまたありましてね。うん、はい、僕ら世代だと、ドンピシャだったのが、スクールウォーズっていうドラマですよ。学園ドラマ。そうそうそう。ね、山下慎さんが監督、うん、まあ、先生なんですけども、はい、部員を集めてね、こう言うわけです。もう名台詞です。ありましたね。ありましたよ。食いしん坊、万歳。それじゃねえよ、バカ。それじゃねえよ。そんなこと言うか、部員に、お前。違います。部員集めて言うわけです。いいか、うん、俺は今からお前たちを殴るっつってね、名台詞があるわけです。ちょっと見てないんだよ。見てなかったのか、はい、よくラグビー始めたね、ほんと。来週から見て。終わってるよ、もう。終わってる。30年以上前に終わってる。あ、そんな前に終わってんだ。そうだよ。あ、そうなんだ。そう。うん、で、ラグビーを語る上で外せないのが、うん、ラグビー精神論。精神論。ラグビーの精神論っていうのがあります。ワンフォアオール、オールフォアワン。難しいね。これ難しい。これ分かりますか、意味。みんなで一人のせいにする。最低じゃねえか。最低な精神論だな、それ。一人はみんなのせいにする。違いますよ。ま、逆、真逆。ワンフォアオール、オールフォアワン。一人はみんなのために、みんなは一人のために。これラグビーなんですね。ジャイアンが言ってたやつ、ね。ジャイアン言ってない。ジャイアン言ってた前、のび太のものは俺のもの、俺のものは俺のものだぞ。やめなさいよ、意味は一緒です。意味も違いますからね。全然違いますよ、まあ、そうそうそう。まあそんなラグビーなんですけども、サッカーとかと同様にですね、うん、ワールドカップっていうのがあるんです。76年に一度。ハレー彗星だ、それはもう。ほぼ開催してねえじゃないか。4年に一度、ね、ワールドカップ、ラグビーワールドカップ、はい、まさに今最中でございますが、はい、そうですね、はい、次回のワールドカップ2019年開催地がなんと日本なんです、うん、これはすごいことですよね。これすごいことなんです、実はね。でも最近ね、日本も空き地が少ないから、どこでやるんだろうな、なんで空き地で開催するんだよ。ラグビーのワールドカップなんで空き地で開催するんだよ。ジャイアンリサイタルだろ、それお前。違います、ちゃんとした会場でやるんですよ。そうなんです。北海道だったら例えば札幌ドームでもやるし。すごいですね。我々で東北の人間で言うと、うん、岩手県の釜石っていうね、ラグビーの聖地でも開催される。ちゃんとしてるっていう。そうなんですよ。ね、うん、だからラグビー皆さん知っていただいてですね、うん、もっとラグビーワールドカップを共に盛り上げていきましょうっていうお話ですよ、これ、うん。まあ言ってることはわかりますけどね、うん、無理だと。なんで無理なんだよ。お前が無理とか言っちゃダメなんだよ。まあでも僕も3年間やってましたけど、はいはいはい、ルール覚えてないですからね。そうなの？難しいじゃないですか。まあ確かに難しいよ。でも逆に言うとですよ、うん、こんなやつでもできるスポーツなんです。でも逆の逆に言うと、やってる人でも分かんないぐらい逆に難しい、うん、でも逆うるせえな、おい。もう何の話してるか全然分かんない。分かりづらいんですよね。何が分かりづらいのよ。もう多分ね、ラグビーのその全部のルールを知ってる人って世の中に3人ぐらいしかいない、うん、いやもっといるわ、お前。まだ3人しかいないんだよ。人数が多いじゃないですか、まあ、人数確かに多いかもしれないね、うん、ラグビー15人対15人です。30人ですよ、全部。30人。同じグラウンドに30人がいるっていうのはスポーツはなかなかないかもしれない、ね。ごちゃごちゃで分かりづらいですよ、あれは。確かにな。でもどうすればいいんだから、周りを剣山で囲んだ土俵の上で1対1で戦う、ね。いや、まあそれ男軸名物、竹林剣相撲じゃねえか、それはお前。
大男塾名物竹林剣相撲やめろよお前もう出すな男塾名物もう一個ぐらい出したいなもう次どうせあれだろ油風呂だろお前出すんじゃないよ何人ついてくんだよあそうですせっかくみんな寄ってきたのにみんな離れてっちゃったお前竹林剣相撲出すからお前ルールが難しいからやめろって、うん、ルール難しいか難しいじゃないですか簡単だよだからさっきの楕円形のボールを敵陣まで持ってって、うん、バンってボールを置くんです、うん、でボールを前にパスしてはいけないじゃないですかボール前にパスしちゃいけないんですよラグビーっていうのはパスしてるのは横かちょっと後ろの人に そして前に進むまあ特殊なスポーツでありますけどね、うん、ボールを前に落としてもいけないじゃないですかボール前に落としちゃいけません、うん、ノッコンっていう反則取られますからあと俺より先に寝てはいけないんですよ、うん、で完白宣言ですよ昼に定まさせたんじゃないルールが難しい難しいかあと得点ですよ得点なんだよ何ですかあの置くやつタッチダウンタッチダウンって言って一番ダメだから何ですかタッチダウンはアメフトですからアメリカンフットボール、うん、アメリカンフットボールこれ厚もいいんですよね、うん、アメフトとラグビーって似てるよねって言われますけども、うん、似てるのはもうボールの形だけです、うん、ボールの大きさも違います、うん、アメフトがタッチダウン、うん、ラグビーはトライって安室奈美恵が歌ってるやつ、ね、トライミーだよそれトライミーですマックスが歌ってる方ですかトラトラトラだよ全然違うよ、トラトラトライで。トラトラトライってなんだよ。トライ。トライで何点入る？ワントライ5点入ります、ラグビー。入りすぎでしょ、これ。入りすぎって言われてもしょうがないですよ。1回で5点入るんですよ。1回で5点ですよ。だって満塁ホームランだって4点しか入んないじゃないですか。まあ野球のね、最高得点4点かもしれないけど、ね。1回で5点はちょっと入りすぎ分かりづらいですよ。それはもうルールですか、しょうがない。でもそれ言ったら、うん、テニスはもっとひどいんですよ。テニス。1回で15点入るんですよ。1回15点入る。すごいでしょ。15ポイント入る。その次こうやると15点また入るんですよ。15点30点だろ。そうなんです。その次意味わかんない。次10点なんですよ。なんでだよ、つって。15点、15点、10点だろ。減るのかよ、つって。10点、15点、30点、40点ってことそう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 。あ、そうなのテニス。難しいでしょ、テニスも。確か難しいな。ね、あれ、わかんないんですよ。まあ、でもそんなわかんないやったら、次、松岡修造さんに会ったら聞けよ。めんどくさい、お前が聞けよ。なんで俺が聞かなくちゃいけないお前が気になってて、お前が聞けよ。松岡修造さんも言ってましたよ。なんつった食いしん坊万歳。やかましいわ、関係ねえだろ、何の話してんだよ。ちゃんと言ってくださいよ。はい、あります。で、ラグビーのね、試合終了ですよ、またややこしいのが。うん、他のスポーツだと、ゲームセットとか。うん試合終了とかやりますけど、はい、ラグビーっていうのはまあ特殊でね、うんレフリーがホイッスルをピピーって吹いて何か言うんですか、はいはいはい、これ何か知ってるピピー、うん、ご飯できたよお母さんですよ隣の空き地で遊んでる子供にお母さんですよ手洗えよとか言うか違うちょっとヒント出しますけど、うん、松任谷由実さんの名曲の、曲のタイトルにもなってます由実の曲のタイトルそうそうそう春よ来い違いますね違うピピー春よ来いって言わないでしょ誰も試合終わんないでしょ恋人はサンタクロー一番違うやつですよピピー恋人がサンタクロース言わないでしょ違う頭おかしいと思います何でしょ違いますじゃあ答え言うと、うんはい、ノーサイドあノーサイド聞いたことある、ね、ピピーノーサイドって言われます、はいはいはい、またこれラグビー特殊でね、うん、まあこれも精神論なんですけども、うん、ラグビーっていうのは試合が終わったら敵味方ありませんよと、うん、横一線ですよっていうわけです、うん、だラグビーっていうのは基本的にラグビー場にはね、シャワールーム、はい、これは一つしかありませんだから敵味方で洗いっこする洗いっこはしないけどね気持ち悪いからね洗いっこはしないけどさそうそうそうでラガーシャツなんかね、うん、ラグビーのジャージですよ、うん、ジャージなんか見るとね、うん、もうピチピチの着てるでしょチビティみたいなチビティみたいな、うん、あれなんでか知ってますかみんなゲイだからバカ野郎違うバカ野郎かお前違う違いますよ、はいはい、みんなゲイだからとか言うなお前ラグビー流行らせろっつってんだからお前あれは、なんでかっていうと、うん、タックルされた時にこうやって掴まれないように、ピチピチの着てるわけ。あ、それでそういうことになってるそれでそういうことになってるまあでもね、あんなの着てね、うん、スクラム出すみんなで重なり合って、中で何やってるか分かんない。何もしてないよ、別に。やらしいことしてんじゃないの。どこ触ってんの、これ。これどこ触ってんの。もっと怖くなっちゃうけど。バカじゃないのか。俺たちもスクラム組んでやってただろ、お前。やってましたけどもね。ね、うん。で、ラグビーはそういうこと一番言っちゃいけないの。なんで紳士のスポーツ。紳士のスポーツ。紳士のスポーツじゃないよ。紳士のスポーツだっつうのスポーツね。まあでもね、今の話聞いてね、ぜひ興味持ったっていう方はね、うん、男塾読んでみてください。いや、ラグビーどこ行ったのもういいですよ。我慢して。スタジオありのすね。すいませんいらっしゃいませあ、どうもどうもどうも。いや、戦場カメラマンか、お前。誰が戦場カメラマン。お前だよ。今普通に後ろでいらっしゃいませって言ってただろ。デヘペロなんだこいつ。すげえ気持ち悪い。何かご用ですかいや何かご用ですかって写真館でしょ、はい、写真撮りに来たんじゃないかああ自撮りですかたどりだよなんでわざわざスタジオに自撮りしに来るんだよたどりってなんだ大体やめろやめろやめろお前やめろよ不意に撮んなよお前俺狩野英孝かお前写真撮りたいですよいやそんな感じで撮るんじゃなくてちゃんと撮りたいんだよあそうなんですかあいや実はさ、はい、今あれやってんのよ婚活とんかつとんかつじゃないとんかつやってるって言うの婚活ああ婚活そうそうそう、はい、まあちょっと言うのも恥ずかしいんだけどさ、はい、俺も40過ぎてね彼女とかいないわけよまあそうでしょうね
したら実家の両親がさ、そろそろあなた結婚しなさいって言うわけ。彼女もいないのに。そうそうそう。さあお見合いの席作っちゃってさ。どうしようもねえ親だな。でもせっかくねそういう席あるんだったら、じゃあ行ってみようか、行くだけ行ってみようかっていうことでお見合いの写真を撮りに来た。ちょっと何言ってんのか分かんない。何が分かんないんだよ。詳細言っただろ今。あ、そうですか。そうだよ。じゃあ早い方がいいんですかね。そうだね、早い方がいいね。じゃあ行きますね、はい、撮ります。こういう速さじゃない。こういう速さじゃないの、これチェキだろこれお前。早い方が。いや、せっかくスタジオに来たんだからさ、はい、なんかよくわかんないけど、なんかあるでしょ、こういう一眼レフみたいな。百眼テーブルみたいな。百眼テーブルってなんだよ。お前もだよ、百眼テーブル。ちゃんとしたやつで撮りたい、ね。あ、そうなんですか。じゃあサイズどうしましょうか、サイズ。え、等身大パネルでよろしい。でかすぎるだろ。お見合いの写真等身大パネルってどういうことだよ。もしあれでしたら顔の部分くり抜けますけど。いや観光地か、お前誰がそこにこうやって顔入れてくるんだよ。いや、サイズ普通でいいよ、別に。普通でよろしいですか。じゃあ背景どうしましょうか。え、背景変えることができるんですけど。背景、はい、例えばお花畑とか。ああ、バック、はい、あとスイカ畑とかトウモロコシ畑とか。いや農家だと思われるわ、お前。俺農家じゃないからさ。普通の感じでいいと思うんだよね。普通でいいですか。うん、そうですか。もうなんだカシャ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 、さっきからこれうるせえなこれ。気にしないでください、防犯カメラです。あ、防犯カメラなんだ、はい、あ、そうなんだ。いや、動画で撮れよお前。あ、動画で静止画でカシャカシャうるせえ、すげえ気になるわ。そうですね、そりゃそうだろうよ。あと衣装どうしましょうか。衣装いいよ、これ着てきた一丁羅。これ一丁羅ですか。これ一丁羅だよ。六丁羅かと思います。六丁羅ってなんだよ、聞いたことない六丁羅。あ、そうですか。これいいだろ、はい、じゃあキャメラの方準備しますんで、そちらに。かっこいいだろこれ。あ、はい、あの料理研究家のさ、はい、あの服部先生っていいんだろ。 あの人意識してる。 あの写真持ってって、同じスーツください。分かんねえんだったらいいわ。全然ピンときてねえじゃん、はい、すげえすげえ高そうだね。何がですか。いや、カメラ。あ、キャメラ。まあそうですね、まあ、すごいね。キャメラ自体はそんなでもないんですけど、レンズが結構しますかね。あ、そうなの、はい、いくらぐらいするの。何がですか。いや、カメラ。あ、キャメラ。キャメラ何、キャメラってお前和田アキ子かお前。え、カメラ、カメラ、カメラで、まあ50万ぐらいですかね。え、50万もすんの、はい、こんなちっちゃいのに、はい、へえ、すげえ。あ、触んないでもらえますか。ぶん殴ります。口悪いな、まあまあ、高いんで、すいません。口悪いなこいつ、はい、ちょっとそこじゃあ突っ立ってもらっていいですか。突っ立ってって、なんでそんな口悪いのかな、はい、じゃあちょっと明るさチェックしますんで、はいはい。あ、ちょっと暗いですね。もうちょっと笑顔とかできますか。あ、俺の明るさチェックしてんの。俺の明るさチェックしてんのこれで。笑ったりとか。いや、笑うよ。大丈夫、根っから明るいから大丈夫だ。言ってもらえればすげえ笑うし、はい、普通スタジオの明かりをチェックするんじゃないのこれ。立ち位置がですね、まあハートになってるよこれ、ね、これハートになってるよ、細けえな、まあまあ、普通こうだろうがよ。まあそこで大丈夫です。ハートになってるの、はい、じゃあ試しに何枚か撮っていきますんで、はい、なんでタイマーで撮んの、はい、カメラマンさんでしょ、はい、あなたが撮ってよ。あ、僕撮った方がいい。なんか誰でも撮れるみたいなさ。なんか、あ、そうですか、うん、じゃあこっちのカメラで撮っていきますね、うん、あんでしょ、いいの、はい、すげえいいカメラあんじゃん。じゃあ行きますね、はい。あの、すいません、これ動かないでもらっていいですか。すいません、すいません、今撮ってるんで。ちょっと分かんなかったんです、すいません、はい、もう一枚。はいはい。タイミングが全然わからん。タイミング、タイミング全然わかんないんだよ。あ、じゃあなんか言った方がいい。いつ撮ってんのかなみたいな。なんかその動いてからしか撮ってないじゃん。あ、じゃあなんか言った方がいい。言ってなんかタイミング。わかりました、わかりました。わかんないからさ、はいはい、すいません。何なのそれ、ずっと見られてるし。はい、じゃあカメラ見てね。いや、赤ちゃんか、おい。赤ちゃんだろそれ。カメラは見てんだよさっきから。あ、見てんすか。撮るタイミングが分かんないです。タイミングが分かんない。そうだよ。あ、そうですか。じゃあちょっとですね、あの、うん、眼鏡のレンズが反射しちゃうんで、顎引いてもらってもいいですか。顎引くの。はい。もうちょっと引けますか。すいません、もうちょっと引けますかね。
はい、行きますね。え、どうなってる、どうなってる、これどうなってる。太ってます、ね、太ってるよね。俺嫌なんだ、これすげえコンプレックスなんだこれ。あ、でもこれは修正すれば半分になるんで。いや、修正して半分になったとしても当日ここ倍のやつくんだぞお前、はい、嫌でしょ、ここ倍あんじゃんってなんじゃん。あとちょっと肺の部分に影みたいのがどういうことだよ。レントゲンにもなってんのか。病院行った方がいいかもしれない。お前だよ病院に行く、はい、ふざけんな、はい、じゃあ本番行きますね。本番じゃなかったのね、はい、本番じゃない撮影ってなんだよお前。はい、行きます。はい、2たす3は、え、5。いや、おかしいおかしい、はい、普通1たす1は2で、はい、2ってなんじゃないの。2、1たす1、2、まあ何枚か取るんですか。2たす3、5で5ってなんで5って、はい、こんなやつと相手と思うかお前。大丈夫です、何枚か取るんで。ちゃんと撮って、はい、本当に。じゃあちょっと自由にポーズつけてもらってもいいですか。ポーズ、はい、え、ポーズ どんなのかな。なんか適当な感じで動いてもらえれば。本当、はい、いや、もう、あ、もう、こう感じのかな。あ、それだとちょっとマルコス大統領みたいになっちゃう。いや、懐かしいな懐かしいな、これマルコスって。はい、こっち30年前だぞ。こっちの方がいい。これ秋野じゃねえか、はい、30年前のフィリピン大統領選挙だもん、はい、あ、な、あ、もうじゃあもうこっち秋野で。あ、それでいきましょうか、じゃあね。はい、なあ、はい、いいですね。すげえ意味がありそうだよ、これ。はい、いいですよ。何これ。はい、じゃあ次ですね、うん、ちょっと腕組んで振り向いてもらってもいいですか。そんなんいる、そういうの。やっぱなんかあのじっとしてるよりユーモアがある感じになるんで。ユーモア、はい、動きあった方がいいと思うんですよね。いい、はい、あー、いいですね。アガンみたいですね。いや、何がアガンだ。いいですね。こんな写真いるかお前。はい、なんか職人の雑誌の表紙みたいになってる。かっこいいです、かっこいいです。いい家建てますよ、はい、次じゃあ茶目っ気ある感じでちょっと舌出してもらってもいいですか。舌出す、はい、もっとなんか男らしくベッて出しましょうか。男らしい出し方よく分かんないけどね、はい、もっとベッて出し、あー、いいですね。目もちょっと開きましょうか。はい、いきますよ。はい、アインシュタインか。いいですね。アインシュタインみたいになってるじゃん、はい、この人と会いたいと思うかお前。もうちょっとあと手の動きやっぱりあった方がいいと思うんで。手の動き、手の動きもらってもいいですか。どんな手の、なんかちょっと出してもらって、その感じでいきましょうか。こうですか。じゃあ首もちょっと伸ばしてもらっていいですか。首伸ばす、はい、で、あ、口元ちょっと凛々しくいきましょうか。うん、はい、いいですよ、いきましょう。いや、写楽かおい。浮世絵の写楽だよこれお前。教科書で見たことあるかと思う。お見合いの写真だからな、はい、こんな人誰が会いてると思うんだよ。あとちょっとなんか手元やっぱ寂しいんで、なんか持ってた方がいいかもしれないですね。手元、ちょっとこれ持っててもらっていいですか。ポコちゃん一回これでやってみましょうか。あ、いいですね。いや、子供いると思われるわ。あ、お見合いでしたっけ。お見合いで勘違いされる、子供いると思われるわ。あ、誤解されちゃいますか。誤解されちゃう。あ、じゃあこれやめて、これいらないと思う。すいません、これやめておきましょう。持ち方考えろ。持ち方、たとえ人形だろうがさ。じゃあ、 あのサングラスあるんで、うん、これかけてちょっとカッコつける感じでしてみましょう。カッコつける感じ、吉川浩司みたいな。あ、吉川浩司だね、はい、これ大好きだからね。これでいきましょうか。なるかな。はい、ちょっとじゃあちょっとやってみましょうか。あ、いいですね、かっこいいですね。かっこいいですか。いいです、いいです、はい、で手動きやっぱもらえますか。手の動き、はい、どんどんしましょうか。じゃあ前出しましょうかね。前出すか、ね、はい、あ、いいですね、その感じでいきましょう。あ、いいですよ、いいですね。来てますよ、来てますよ。いや、来てます、来てますじゃねえよ、うるせえよ。はい、ミスターマリックじゃねえか。来てます、来てます、来てますじゃねえんだよ。かっこいいです、かっこいいです。ここにお前メッシュ入れなくちゃいけないじゃん。メッシュ入れなくていいよ。大丈夫ですか。なんで俺そんな寄せなくちゃいけないの。あ、そうですか。じゃあ次手叩いてる感じでもらえますか。手叩いてる。あ、いいですね。えらい感じ出てますね、えらい感じ出てますよ。えらいぞ。えらい感じって何なんだよお前。北のえらい人だろこれ。えらい感じ出てました。北のえらい人じゃないかお前。かっこいいですか。ミサイルとか、はい、こういう更新する人いっぱい。やかましいわお前。誰がこれ見て会いてえと思うんだよ、はい、ちゃんとやってくれよお前。もうちょっと結婚したいっていう感じ出していきましょうか。結婚したい感じ、お願いしますみたいな。全身から出して、ああ、いいですね、いいですね、はい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 。そのまま頭下げていきましょう。いいですよ、頭下げる、はい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 、下げましょう。そのまま下げていきましょう。膝ついちゃいましょうか。膝ついちゃいましょうかね。あ、いいですね、手もついて、はいはい、いいですね、頭下げてってください。いいですよ、いいですよ。そのまま僕の靴舐めてもらってもいいですか。ふざけんなよお前、何やってんだよお前。はい、なあ、お見合い写真だよ。はい、どこの世界のお見合い写真、土下座して人の靴舐めてるやつみたいな。すごい後頭部しか写ってないじゃないか。気持ちは出てますけど。バカじゃないの、もう撮れたんでしょ。もう、あ、結構撮れてます。いいよそれで。じゃあ、写真体育館に貼り出すんで。貼り出すの恥ずかしい。選んでから俺しか買う人いねえんだから、はい、俺にそっと見せろお前。じゃあ最後、これだけいいですか。
いや、なんなの、なんなの。なんで俺お前とかダブルピースの写真撮って。なんだよ、これ。お会計4万円だ。お会計だったの。インビテーションナンバー8、サンドウィッチマン。どうも、サンドウィッチマンでございます。お願いします。まあ、しかしね、はい、世の中興奮することいっぱいありますけども、うん、一番興奮するのはやっぱり歯医者さんに行った時ね。間違いないね。間違いないです。次の方どうぞ。あ、痛い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 。あ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと肛門見せてもらってもいいですか。なんで肛門見んの。なんで肛門見んの。うち肛門科なんで。肛門科、はい。じゃあ歯医者行った時は肛門科。歯医者。歯医者。肛門から歯一番遠いから。あ、歯医者。歯医者やってくれよ。次の方どうぞ。はい、すいません。あ、痛そうですね。よろしくお願いします。じゃあちょっと口開けてもらってもいいですか。はいはいはい、こちらの席にどうぞ。なんで開けさせたんだろう。なんで受付で開けさせたんだろう。そうです、はい、ふざけんなよ。こちら食べログか何かでですか。食べログ乗ってんの、大使。はい、乗ってねえだろ。星何個ついてんだよ。 3.5 ついてねえだろ。いや、近所だから来たんだ。 ありがとうございます。はい、痛くてもとにかく。そうですか。そう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 。じゃあ見ていきますね。口開けてもらってもいいですか。はい、痛みはいつ頃からですか。朝ごはん食べても今朝ね。今朝すげえ痛くなっちゃって。あ、そうですか。痛くても。あ、痛そうですね。口開けてもらってもいいですか。痛みはどんな感じですか。あ、もうズキンズキンって感じですね。ズキンズキン。もう体中に響き渡るような、もうズキンズキンでも痛くても本当に。そうですか。口開けてもらってもいいですか。ちなみに痛い歯はどれになりますかね。左。口開けてもらってもいいですか。お前が質問してくるから、すげえ。すげえ聞いてくるから。あ、僕はそうです。我慢して答えてんだこっちは。お前、すいません、はい、腹立つな。じゃあちょっと叩いてみますんで、はい、痛かったら言ってもらっていいですか。はい、これですかね。あ、痛い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 。これ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 、これですか。これですか。また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 じゃねえんだよ。これだよ今の。すげえ痛いんだから。ちょっと見せてもらっていいですか。痛い痛い痛い。あ、ちょっと舌が邪魔だな。これちょっと舌邪魔ですね。ちょっと舌ちょん切ってもいいですか。そんな歯医者いるかお前。牛タンみたいに言ってんじゃないの。そんな抜くなよ、舌は。しょうがないで生えてんだから。でもちょっと深く穴開いてますね。あ、穴開いてますやっぱ、はい、内臓見えちゃってますね。すげえじゃんもう。突き抜けてんじゃんここ、はい、この辺大丈夫か。逆にどうしましょう。一回歯全部抜いちゃう。嫌だよ。なんで全部抜くんだ。ここだけだ痛いのは。でも1週間もすれば全部生えてくる。生えてこねえよお前。サメかお前。なんで次の歯待機してんだここで。サメじゃないんだから、はい、ずっとふざけてる随分な。お前歯医者かお前本当に。まあ儲かってるんで、どっちかといえば勝者かもしれない。いや、人生の勝ち負けじゃないんだよ。歯の医者かって聞いてんだろ。あ、ちゃんともう免許持ってます。本当だ、はい、いや、こんな痛かったら普通レントゲンとか撮るだろお前。伝統芸踊ったりする。レントゲンだよ。なんで急にここで着物着て伝統芸踊るの。レントゲン。レントゲン。じゃあ後ろにどうぞ。さっきちゃんとやってこい、はい、お前。じゃあ口開けて動かないでくださいね。はい、はい、はい、撮ります。はい、 OK です。お前ら隣にいなかったかなんか。部屋出てくるんだ部屋を、はい、うん、ちょっと今レントゲン見てみたんですけど、はいはい、隣の歯も虫歯になってまして。あ、隣もすか。はい、これはでも治療すれば大丈夫なんですけど、はいはいはい、この歯は神経死んじゃってる。神経死んじゃってる。これは抜かない。すげえ笑ってんじゃん。おい、じゃあレントゲン見せろお前。お前隣で骨のやつ壊してんじゃないかお前。初めて見たこのレントゲンたちお前。どうしましょう。インプラントとかやりますか、うん、インプラントな、はい、でもちょっと高いでしょ。まあそうですね。あんまお金ないからちょっと安くあげたいんだよね。わかりました。じゃあさっき拾ったどんぐり入れて。やめてくれどんぐりはお前。イベリコ豚かお前そんなもん。やだよ、ちゃんと言ってくれよお前。じゃあちょっと麻酔銃打ってきます。麻酔銃は打つだろ。ゾウさんかお前、はい、普通の麻酔麻酔麻酔、はい、すいません、ちょっとタクッとします。いや、チクッとするんですよ。フル時計かお前、はい、忙しいなこの歯医者。はい、ちょっと痛いっす。はい、あ、はい、わかりました。うがいしてください。うがい、はい、はい、あ、おいおい、はい、これなんか水の中ポロ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 なんか入ってる。これ何だこれ。これタピオカですか。なんでタピオカ入ってるの。女子に人気なんですよ。知らねえよ。穴にどん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 入ってるよタピオカが。そんな奥歯に物が挟まったような言い方しないでください。挟まってんだよ。挟まってから言ってんじゃないか。それだけだったら。じゃあ削っていきますんで、はい、痛かったら誰かに言ってください。いや、お前に言うよそれ。お前しかいねえんだから。そうですか。いきますね、はい、キーン。あー、はい、こー穴が入っちゃった。ダメちゃった。ドロッとドロッと完成しちゃった。飲んじゃった、飲んじゃった、飲んじゃった。おっさんの汚れ、おっさんの汚れ。やぶ医者じゃねえか。ふざけんな、もう帰るぞ。あ、ちょっと待ってください。なんでさっき撮ったレントゲン写真なんですけど、ああ受付で1000円で売ってます。いや、富士急ハイランドだよ。どうも、サブちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ世の中ね、興奮することいっぱいありますけどもね、うん、一番興奮するのはやっぱり不動産屋さんに行った時だね。間違いない、間違いない。あ、不動産屋だ、興奮してきたな。ちょっと入ってみようか、うん、いらっしゃいませ。こちらの物件なんかぴったりだと思うんですよ。 いきなりかお前。いきなりすぎるだろ。もう何も言ってないこっちは。でもぴったりだと思うんです。そんなぴったりあんの。はい、ただで住めて食事までついてるんだ。すげえいいじゃん、はい、そんなとこあんの、はい、どこだよそれ。網走なんですよ。刑務所だよそれ。完全に刑務所じゃねえか。そっち系の方、そっち系じゃねえよ。そっち系ってどういうことだよ。俺ヨガの先生だからね。ヨガの先生やってた。よがってる。よがってはいないじゃん。いろいろ考えたんですけど、うん、お客さんの場合双子山部屋が一番よろしい。誰が力士になりてんだよ。バカで俺40だぞお前、はい、
今から力士になりたいってお前友の花かお前その話詳しく聞かせてもらっていいよ誰一人食いついてねえよ。バカじゃない。いや最近結婚したからね、ちょっと広めの部屋住みたいなと思って。それはおめでとうございます。ありがとう。女房はどんな方？女房って言うの。なんでお前が女房って言うの、はい、言い方あるでしょ、奥さんとか奥様とか。あ、奥様、奥様はどんな方なんですか。まあ年上でね、はいはい、まあ、姉さん女房ですから。で飯もうまいしね、なんかこう一緒に言ったらすげえ落ち着くんだよね、うんうん、ちょっと何言ってるか分かんない。なんで何言ってるか分かるだろう。落ち着くんだすげえ。あ、じゃ あの探していきますんで、交換条件の方。なんで交換条件なの。なんでお前からの条件なの、はい、こっちの条件全部飲む。あ、そうですか。まず場所なんですけど、うん、網走のどの辺り。網走じゃねえよ。さっき言ってました、ね。お前が言ったんだ、網走。僕が言ったんでしたっけ。この辺で探してっから。この辺で。そうだよ。はい。あと、家賃賃いくらぐらい。家賃賃ってなんだよ。何家賃賃で。おちんちんみたいになってんじゃん。おちんちん探してる。探してねえよ。立派なの生えてるわ。立派なのが生えてる。書かなくていいよ。書かなくていいんだよ。え、お家賃でしょ。あ、親の賃はいくらぐらい。親の賃ってなんだよ。なんで脳入れちゃうの。親のチンチンみたいになってるんだ。親のチンチン探してる。探してねえよ。仙台で生えてるわ。仙台に生えてる。書かなくていいんだよ。何の資料だこれは。家賃でしょ。あ、お家賃は家賃ね、はい、まあかみさんとも相談したんだけど、はい、まあ出して10万かな。おチンチン出して10万。おチンチン出さないで。出さないで。なんで俺毎月1回おチンチン出した上に10万払ってるの。出さないで10万。出さないで10万。出さないで10万です、ね、出さないでって赤で書いておくの。はい、書いておきます。ふざけんじゃないよ。広さはどうしましょうか。広さね、やっぱ 2LDK 欲しいかな、はい、2LDK って言うと、うん、2つのレーザーディスク完備でよろしい。違うね。LDK が違うよ。違うんですよ。 LDK はリビングダイニングキッチンだから。リビングダイニングキッチン。すげえいい声だなお前。あと何かございますか。あとやっぱ駅が近いのがいい。駅、はい、うん、でコンビニがあってさ、はい、で駐車場も欲しいんだよね。駅が近くて、うん、駐車場付きのコンビニでよろしいんだ。コンビニじゃないですか。誰がコンビニ探してんだよ、はい、近くにあればいいな。近くにあるマンションで。マンションで探せばかた。こんな感じで。そうだよ。じゃあですね、まずこちらなんですけど、ああ女性限定のマンションだ。しまえよ。しまえ早く。おちんちん取る予定とか。ねえよ。あっても言わねえバカ野郎。お前おちんちん引っ張りすぎださっきから。おちんちん引っ張ってない。お前のじゃねえよ。引っ張りながらやってたのがこうやって汚ねえなお前。はい、探せって言ったら早くバカ誰かお前。そうですね、じゃあこれいいんじゃないこれ、はい、これ隣コンビニだろ。あ、これコンビニじゃなくてコンビナートになる、うん、何コンビナートって何隣コンビナートって。でっかいコンビニじゃないですか。でっかいコンビニじゃないと思うよ。違うんですかね。なんか工業地帯じゃないの。 あそういうやつ。水島コンビナートとか聞いたことあるから。あ、じゃあ違う方が。違う方がいいよ。そうですね。あ、これどうですかね、うん、30階建ての最上階なの。すげえいいじゃん。はい。あ、そんなとこ住めんの。ただこれエレベーターついてないんですよ。バカじゃないの。え、なんか30階建ての最上階でエレベーターついてない、はい、そうなんですよ。俺帰りたくねえ、そんな家。出たくもないですよ、ね、出たくもない。完全に引きこもるよお前。カリンさんみたいになっちゃう。先手作んなくちゃいけなくなっちゃう。その話詳しく詳しくしなくていいんだよ。一人は食いついてる。友達と一緒だろバカ野郎お前。はい、スッと行くすよ。すいません、はい、どうしようかな。これなんだこれ、はい、これ何 KK って書いてる。これキッチン二つあるの。いや、これキッカー工事が住んでる。あ、キッカー工事さん住んでる。キッカー工事さんの KK。 そうです。住んでるってどういうこと。ルームメイトかなんか探してんじゃないですかね。あ、そうなんだ、はい、大好きだけどな。あ、そうですか。じゃあここで、ね、気使うからやめとくわ。やめときます。うん、これなんていうマンション名。これモニカ、ね、モニカっていう。デビュー曲だこれ。う、ね、な、うん、やめとき、気使うからやめとこうかな。あ、じゃあこれどうですかね、うん、3LDK なんですけど、うん、駅コンビニ近く、うん、風呂トイレ近くなんですけど。なんで風呂トイレねえんだよ。ちょっとついてないんですけど。なんで俺新婚で公衆便所行かなくちゃいけないんだよ。ついてる方がいい。当たり前だろうが。あ、じゃあこちらの方がいいですね、うん、3LDK で、うん、駅コンビニ近く、うん、風呂トイレ別、うん、で駐車場付きで家賃が10万円だよ。お、すげえいいじゃん。はい。あ、こういう物件探してたのよ。ただこれ南向きなんですけど、うん、北枕になっちゃうんですよ、ね、俺のさじ加減だそれ。枕移動すればいいだけだよそれ。気にする方法。気にしねえ、書かない方がいいと思いますよ。そうですか。枕の位置だろそれ。はい。これいいな、ここ。これおすすめっすね。あ、ここにしようかな。本当ですか。じゃあこちらで。いや、ちょっと待って待って。はい。なんかお前怪しいぞお前。いや、お客さんの方がよっぽど怪しいじゃん。いや、物件の話だよ。何が怪しいんだ俺、はい、こんないい条件で家賃10万だろ。はい。これま人死んでんじゃねえだろうな。いやいやいや、もう片付けました。片付けたのか。片付けたの。はい。もう死んでましたけど綺麗になってます。あ、死んでたんだ。はい。え、何、自殺とかそういう。他殺。他殺かよ。大丈夫なの。もう血とか綺麗になってます。いや、血は綺麗になってるだろうけどさ、はい、大丈夫、本当になんともないの。なんともないです。本当に、はい、これ洗面所にこれ OBK って書いてる。これなんだこれ。これお化けだ。お化けじゃないか。何格好つけて言ってんだよお前。え、お化け出んの。あ、ここにしか出ない。やだよこれ。洗面所出るわけ一番お金じゃないかお前。ずっと鏡映ってんだろお前。でもこの条件で10万だったらお化けくらい出るじゃないか。何が面白いんだお前。バカじゃないのお前。もういいよ、俺違う不動産行くわ。違う不動産屋ですか。そうだよ。あ、探しますんで条件お願いします。自分で探すわ。もういい。どうもありがとう。どうも、サンデーション。よろしくお願いします。まあ世の中ね、興奮することいっぱいありますけども、うん、一番興奮するの出前が遅い時だな。間違いないね、うん、いや、おせえな、ピザ頼んでの1時間来れる。腹立ってきたな。
ょっと電話しとこうか。ピンポーン。お、来た来た来たよ。ガチャ。お待たせしました。おせえよ、バカ野郎。1時間1時間よ。すいません、ちょっと迷っちゃった。迷うって、お前、道一本じゃねえか。いや、行くかどうかで迷った。そこ迷うの。バカじゃねえの、お前。すげえ払ってんだ、こっちよ。いや、実はバイトのやつが店長と喧嘩しちゃって。喧嘩？店長を冷凍イカで殴っちゃったんですよ。冷凍イカで？で、血とかいっぱい出て。店長の。イカの。イカのかよ。なんだイカの血ってわけわかんねえだろ。払ってんだ、こっちよ。ピザ用材やるか、お前。お待たせしました。ピザハットリです。なんで今言ったんだよ。言ってなかった。わかるだろ、そんなもん。お前、じゃなかったら誰なんだ、大体よ。何すんだ、ほんとに。お会計1600円になります。ちょっと待ってよ、お前。はい、1時間以上待ってんだよ。はい、ちょっと負けろよ。何すか、何すか。いや、何すかじゃなくて、1時間以上待ってんだよ。ちょっと負けろっつってんだよ、お前。おい、どうした、どうした、どうした。お前の勝ちだ。勝ち負けの話じゃないんだよ。やめろ、気持ち悪いな、お前。どうしたんだよ。いや、そうじゃなくてね、値段を安くしろっつってんの。狙いをやつにする。言ってねえよ、そんなもん。今まで狙い誰だったんだろう。値段を安くしろって、下げてくれってね、価格を。そんなこと言われたら僕バイトなんで。バイトがなんかしんだけど、これ1時間に待ってんだよ。なんとかしてくれよ、お前。いや、でもバイトですから、500円にしかできないです。できてるよ、お前。できてる、十分できてるよ。500円以下は無理です。いや、以下は求めてない。なら500円でいいの？はい、500円だったら。ラッキーだよ、お前。すいません。はい、ちょうど。はい、20円のお返しです。500円じゃねえのか。どうなってんだ、ほんと。ちょっと待って、おい。はい、はい。これピザ違えよ、これ。え？いや、俺シーフードピザ頼んだんだよ。はい。これお前トッピングトマトとかベーコンとか、これなんかミックスピザじゃないのこれ。あ、シーフードは死んで間もない魚介類。死んで間もないっていうのは気持ち悪い。新鮮新鮮。俺それ頼んだろ。はい。これ違えよ、このピザお前。あの、お客さん失礼ですけど、ピザじゃなくてピッツァです。やかましいよ。どうなってんだ、そんなのお前。これ違えよ、このピザ。はい、じゃあちょっと確認して。確認しろ、これ。あ、もしもしお疲れ様です。富澤です。ピザハットリの電話番号お願いします。104だ、それ。104だろ、お前。書いてあんだろ、電話番号ここに。一年お疲れ様とかいらねえんだバカ野郎お前。お疲れ様です富田です。今二丁目の伊達さんのとこに配達来たんですけど、ピザが違うじゃないかって言われて。全然違えよ本当に。はいはい。いや僕ちゃんとピッツァって言いました。めんどくせえな。めんどくせえなそれ。じゃちょっとお前の店ピザ貼ってるじゃないか、はい、大体お前。じゃあの今から作り直してまた持ってくるって。まあ今から作り直すまあ1時間とかかかんじゃないのお前。はい。かかんのかよお前。じゃあもういいよこれで配達な。もしもしこれでいいっていうことなんで。おいおいはいはい。これエビ入ってるの。知らないです。なんでさらっとしてるの。はい聞けが電話してんだから、エビが大好きなんだよ、あの、ミックスのトッピングで指ってあげる。指じゃねえよ、お前。バカじゃねえ、バカじゃねえ。誰の指入ってるの、はい、誰のけじめピザだ、これ。エビエビエビだよ。当たり前だろ。あの、指じゃなくてエビだそうです。当たり前だろ。こっちのエビだと思う。わかんねえだろ、電話してんだろ、お前。あの、エビなんですけど、うん、ピッツァに入ってるそうです。入ってんの、はい、じゃあもうこれでいいよ。すいません。あの、一緒に頼んだコーラ見て入っかるお前。コーラ頼んだだろ、コーラ。すいません、コーラも一緒に頼まれたそうなんですけど。お前、頼んだの一個持ってきてんじゃないか、お前。あ、そうっすか。あの、コーラなんですけど、ピッツァに入ってるじゃん。なんで入ってんのミックスしちゃったっ。ミックスしちゃったじゃねえんだよ。絶対うまくねえじゃん、これコーラ入ってたら。お前、ふざけてんだろ、お前。いや、ふざけてない。なんで考えてんのなんでふざけてるかふざけてないか考えてんのはい。もうダメだ、お前じゃ話になるの。責任者だす、責任者。先に医者出せ。言ってねえよ。医者の次誰くんだよ。責任者なんですって、俺。あの、すいません、お客さん怒っちゃって。ダメだよ。テクニシャン呼べって言ってない、言ってない、言ってない。なんでお前英語で言おうとしてんだよ。テクニシャン面白そうだな、ちょっと待ってみようか、お前。待ちます。責任者責任者店長とか言ったろ、これ。あの、すいません、店長お願いします。バカ。あ、そうですか。あの、非常に申し上げづらいんですけど、店長なんですけど、ピッツァに入ってるそうです。店長、トッピングされちゃったもういいぜどうも。あの世の中ね興奮することいっぱいありますけどもね、うん、一番興奮するのはやっぱあのお寿司屋さんに行った時だね。間違いないね、うん、あお寿司屋さんだ興奮してきたなちょっと入ってみようかガラ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 ヘイ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 らっしゃい少年野球かお前うるせえなヘイがお前一回言うんだバカ野郎お前何様ですか何名様だ何名様何様ってどういうことバカ野郎お前一人だ一人先に誰かいらっしゃってるいや誰も来てない一人で飯食いに来たんだよ後から誰かいらっしゃるいや誰も来ないよ一人で飯食いに来たんだっつってんの誰か僕の友達とか呼びようダメなのか一人じゃ一人で寿司食いに来たらいいだろ別にお前じゃカウンターでよろしいですかカウンターでいいよ隣にどうぞなんで内側に入るんだよお客さんならこっち側でいいよお前大丈夫ですか大丈夫だ寂しくないです全然寂しくないよなんでそんなに言うの、はい、じゃあこちらおしぼりになりますみんな一人食ってんじゃないすいません初めてそんな言われたはいあすいませんお客さんそれヒラメでしたねヒラメだったのよ顔ベタベタだよお前すいませんカプセしよう間違っちゃったなんで座った瞬間ひらめやこすんだよすいません、はい、バカじゃねえのお前お飲み物のアイスコーヒーだよろしく頼まねえそんなもんお前寿司屋だぞバカ野郎ビールだビールビールでビール今お付きしますはいはいはいどうもどうもあ、すみません、コップまだでしたね。コップなかったのかなびしょびしょだよ、ここ、お前。俺今何持ってたんだ、大体。ふざけんじゃないよ、バカ野郎が、本当に。握ってもらおうかな。何から握りましょう。なんかおすすめは。隣のお店のパスタ。いや、この店の寿司すすめだよ。なんで俺お寿司屋さんに来てスパゲティ行かなくちゃいけない。なんか大将のお任せでいいよ。出任せでいいお任せで。なんで今からいっぱい嘘つくんだお任せで。お任せで。はい、お任せで。
やめろそれを寿司屋が一番やっちゃいけないやつ。気合入っちゃう。それ汚いから。お任せで。お任せで。じゃあまずこちらから。はいはいはい。あ、うまいじゃん。ありがとうございます。何これ。味噌汁。味噌汁だったよ。味噌汁だったの、はい、飲んでもらって。あ、こうやって作ってなかった今。味噌汁ですよ。俺味噌汁醤油つけたの。変わってんなと思いました。変わってんなじゃないよもう。まあ、美味しいね。はい、あ、握ってもらうかな。はいよ。あ、じゃあ小肌ちょうだい。できるかな。そう、小肌だそれ。誰が小肌やってくれてたんだよ。何すか小肌って言ったんだよ。小肌って言ったんですか。もう小肌いらねえよ、はい、縁側だ縁側。確かこうカーブが武器でしたよね。そう、江川じゃないよそれ。え、何なのこの店、はい、モノマネ寿司バーか。違います。はい、違う、握ってくれ、はい、握ります。はい、マグロちょうだい。マグロで。はいよ。それ洋食。お客さん、どうした。寿司っていうのは和食です。分かってるよそんなもん。分かってる。いや、そうじゃなくてね。いや、天然かどうか聞いてんの。天然だろ。お客さんじゃないですか。なんで俺が天然。寿司を洋食かって。お前ど天然だな。いや、そうじゃなくてね、このマグロが天然か洋食か聞いてんの。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで分かんねえんだ。誰が仕入れてんだこれ。もういらないよマグロ。いらないですか。うん、なんで食ってんだお前。言わないって。俺のマグロだろそれ。すいません。はい、もういい。中トロだ。中トロ。中トロで。はい、うん、しょしょ大将。はいよ。わさびつけすぎだこれ。あ、これわさびじゃなくてニベアです。なんでニベア今振ってんの。手が荒れちゃうんすよね。出る前の俺ニベアお前。はい、食えないよこんなの。クリームまみれじゃないかお前これ。気持ち悪い。いらないこんなの。イカだイカ。イカで。イカとタコだ。イカとタコだ。はい、気持ち悪い。くせえ。よくこんなの食うな。ヘイカモチ。食いづらい。うわブイブイする。うわくっついてくる。気持ち悪い。くせえ。あ、やべ、うんこぼれちゃった。どうしようかな。握っちゃうかな。ちょっとやってもらっていいですか。やめちまえ。すいません。やめちまえ寿司屋。すいません。なあ、イカとかタコ触れねえやったらさ、お前なんで途中うんこ漏らしてんだよ。うんこ漏らしちゃって握っちゃおうかなってどういうことだろう。お前全部ウニの軍艦みたいなんじゃないか。ウニの軍艦って。頼まねえ。お前はどっからウニ取ろうと。そうそう、分かんなくなっちゃう。すいません。汚えなこの店。ありがとうございます。褒めてねえバカ。もう帰るわ。お会計大丈夫バカ。お会計6万円になります。すげえ高えな。間違っちゃったっけ。何がそんなしたんだ。6000ですね。6000でも高えよお前。イカしか食ってるじゃん。もめんだよ。だから払う。ありがとうございます。はい、ちょうど。はい、お預かりします。7000のお返し。儲かっちゃった。間違っちゃったんです。1000円儲かっちゃったお前。これそれ返してもらって。どれ返せばいい。そのひらめ返してもらって。ひらめだったのか。どうですか。どうもどうも、サンデーちゃんでございます。よろしくお願いします。ね、今度ね、はいはい、友達の結婚式に呼ばれたんですけど。いいじゃない結婚式ね。そうなんだよ、うんうんうん、ただ友人代表のスピーチっていうの、はいはいはい、あれを頼まれまして。あれ難しいよお前。そうなんだ。大丈夫できんので。俺やったことないから。そりゃそうだ、友達いないんだから。なんてこと言うんだよ。できたの友達がね。ちょっと帰ってきたから。あ、そう。ちょっと練習させてもらってもいい。あ、今日ここで。そうそう、そう。あ、いいよ今日。そういう会だから今日は。あ、それで集まってる。今日それで集まってる。今日みんなそれで集まってもらってるから。友人代表のスピーチ。そうそうそう。なるほど。ちょっと読んでみたい。はいはいはい。こんなおめでたい日に素っ裸でごめんなさい。僕は。待って。どうしたどうした。いや、ちょびっくりしたわ。どうした。え、裸なの。うん。なんで裸なの。サプライズ。おかしいだろそんなもん。友人代表素っ裸のサプライズ見たことないよお前。大丈夫、服着た方がいいよこれ。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで分かんないんだよ。いや服は着なさいねえ。分かった、上は厳しい。下を履けよお前。下を。なんで下ブラブラしながらやるんだよ。サトルくん、はい、ゆかりさん、うん、結婚おめでとうございます。ねえ、おめでとうつってね。慣れない呼び方だと、うん、スピーチがうまくいきそうにないので、はいはい、いつもの呼び方で呼んでもいいかな。まあその方が楽だわな。サトル、うん、そしてアンパンマン。どんな顔してんの。結婚おめでとう。アンパンマン、あ、何ちょっと赤くなってんのか。違う、ちょっとかじられてる。かじられてんのか。おい、そこ似てるってどういうことだよ。そして、うん、鼻の毛、うん、脇の毛の皆さんおめでとうございます。なんか汚えな、なんかな。あ、花野さんと脇野さん。そうそう、名前だからそれ。なんか、ね、無駄毛みたいな感じだな。しょうがない。鼻毛と脇毛みたいになってるけど、うん、あ、そう、しょうがないからな。うん、僕が新郎新婦に出会ったのは、うん、今日が初めてではありません。当たり前だろか、お前。友人代表。友人代表。当たり前じゃん、そんなの。小学生の頃、うん、はい、お弁当を忘れてきた僕に、うん、はい、そっとエビフライをくれたこと。ああ、優しい人だね。宿題を忘れた僕に、うん、ノートを貸してくれたこと。ああ、いいやつだな。うん、体育の時間、はいはい、体操着を忘れた僕に、うん、そっとエビフライをくれたこと。何に使ったのそれ。体育の時間エビフライ何に使ったんだ。お前なんか衣履いたのか。そして中学に入り、僕と悟は出会いました。出会ってなかったのか。おい、誰だそのちょいちょいエビフライくれてたやつ。お前それタカシだろ。誰なんだタカシって。関係ないやつじゃないかそれ。野球部ではエースだった悟。あ、そうなんだ。当時、うん、あんなにコントロールが良かったのに、うん、女性のストライクゾーンは広めですね。やかましいわお前。そう、尻尾がドン引きだよそんなの。これから二人は人生のパートタイマーとして。パートナーね。なんだパートタイマーって。お前なんで一緒にいる時間時給発生するんだよ。パー
ートナーとして、パートナーとして、そう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 、支え合ってほしいと思います。そういうことだね。人という字は、うん、人と人とが支え合って成り立っています。人っていう感じね、あれいい感じなの、こうやってな。結婚という字は、うん、糸辺に吉で、うん、女の横に氏を書いて下に日が、漢字の説明がただの。いやこれうまいこと言えなかったらカットだ。みんな知ってるから、そんな感じは。人生には3つの坂があると言われています。はいはいはい、はい、まさか上り坂、うん、そして下り坂。順番が違うわ。違う、バカじゃないのお前。一番最初にまさかって言っちゃってんじゃん。じゃあ今日下り坂見てるって。え、上り坂下り坂そしてまさか。まあなんとなく2人で力を合わせ、雑になるなよお前。なんとなくとか一番ダメなんだよ。30人31脚で二人三脚だろ。どっから28人連れてくるんだよ。二人三脚で支え合ってください。そうそうそう、はいはい、遅くなりましたが、ただいまご紹介いただきました富澤と。遅すぎるわ。遅すぎるわ。もうこれ終盤でしょ。最初に名前言う。最初に富澤ですって言ってから始める。最初に言うの。最初に言う。最初に言えよ。お前に言ってんだよ。腹立つわ。最後になりますが、はいはい、こんな言葉を送りたいと思います。なんか綺麗な言葉ね。結婚、うん、それは君が見た光。もう綺麗だね。僕が見た希望。結婚、それは触れ合いの心。幸せの青い雲。星雲だな、その星雲だわ。星雲っつっちゃってんだもん。お線香関係ねえだろお前。サトル、サトルじゃねえ、俺三強だバカ。サトル、ゆかりさん、アンパンマン、3人になっちゃったもう。どうでもいいわこれ。今日は本当におめでとう。はい、おめでとう。以上、富澤たけし、ゆかりの元彼より。いや複雑だろ。もういい。ダメだ。ね、もう年末ですけども、うん、あの実家に帰ってね、こうテレビ見てる人も多いと思いますよこれね。ああでもね、うん、お金ない学生さんなんかは帰れてない人もいると思います。うん、ああなるほどね、一人暮らしなんか大変だからね。うん、だからそんな時にね、うん、お母さんから手紙なんか来たら頑張れるでしょ。ああ実家のお母さんから手紙ね。そうそうそう。嬉しいね。だこんな手紙来たらいいんだと俺帰ってきたから。ああそうなんだ。うん、お前東京で一人暮らしの大学生。大学生ね、一人暮らし、うん、分かった。俺そのお母さん。お母さん。ちょっと読んでみよう。はい、わかりました。みきおえ。お。かっこ笑い。なんで笑ったの。全然面白くない、今んとこ。みきお。お。元気でやってますか。まあまあ、ぼちぼち元気かな。誰だかわかる。お母さんでしょ、これ。お母さんね。お母さん。そう。あなたを産んだ女よ。お母さんでいいわ。ややこしいな、なんか。お母さんは今、スクーターに乗りながらこの手紙を書いている。どうやって書いてんだ、お前。こうして、スクーターの上からみきおに手紙を書くのは初めてです、ね、もう最後にしてくれよお前。絶対危ねえよ。今年の年末は帰ってこれないみたいだけど。そうなんだよね。東京の生活は慣れましたか。まあまあぼちぼち慣れたかな。大学はどう。いや一応行ってるけどね。先生はハゲ散らかしてない。散らかしてるよ、ね、若干ハゲてるけどね。うん。友達はできた。友達できたよ、何人かね。彼女はいるの。彼女いねえんだよな。そこに誰かいるの。いないわ。なんでちょっと怖いんだこの手紙。最近お母さんはパートを始めました。ああ、母ちゃん頑張ってんな。内容は言えないけど、うん、1日5万円ももらえるんだ。完全にエロい仕事だよ。何やってんだ母ちゃん。なあ、子供たちには内緒よ。子供に書いてんだろこれ。マジだろこの手紙。そして、ああ儲かったお金でインターネットを買いました。インターネットは売ってねえよ。パソコンね、あれパソコン、うん、これでやっとミクシーに入れます。ミクシーのことやった。ああそうだ、誰に紹介してもらうんだ。勉強はもちろんだけど、うん、はいはい、スポーツもして、うん、体を動かさないとダメよ。大丈夫、あのサークルで野球やってから大丈夫だよ。あなたは、うん、犬ってるんだから。太ってるんだよ。点打つとか間違った、点打つとか。なんだ犬ってるって。たくましくなって、はい、芸能人のコイン消すぎのような男になった。コイン消すぎね。誰だコイン消すぎって。小さい頃ミキオは、はいはい、大きくなったら絶対に仮面ライダーになるんだ、うん、って言ってたのを思い出します。ああスーパーヒーローだからな、うん、そんなミキオももう大学生、はいはい、まだ仮面ライダーになる夢は変わらないのかな。変わったわお前。今なりたいんだってバカだろただの。なあ、そうそう、うん、カレーライスといえば。言ってねえよ何も。そうそうじゃねえよ、何も言ってねえ。カレーライスの話。ミキオは、うん、お母さんが作るカレーライスが大好きだったわね。ああ大好きだよね、お袋の味代表だ。特別に作り方を教えるので、うん、作ってみてください。ああ嬉しいねそれ教えて。まず、うん、野菜とお肉を鍋で煮て、はいはい、ルーを溶かします。うんうん、そこまでわかるわ。うん。終わってるお前。終わってんの。あ、うん、あれを入れるのを忘れないでね。教えてくれ、隠し味見てたの。 PS なかったのか、どうだったの。ご飯にかけても美味しいよ。そういうもんだろ。カレーライスってそういうもんだろお前。大学生活というのは、はいはい、その後の人生を大きく上下左右する時期。上下はしないよ。左右ね、上下はしないよ。というのも、うん、お父さん、はいはい、あなたの母親の旦那と出会ったのは。お父さんでいいわお前。ややこしいだから。何を隠そう、うん、大学時代だったからです。大学時代出会ってたんだ。あ、知らなかった。もし、うん、あの時私がテレクラに電話していなかった。テレクラだったので恥ずかしくなってくるな俺。それを考えると、うん、朝も起きれません。朝は起きろ。夜も眠れませんよねそれ。朝は起きなさい5時ぐらいに、うん、素敵な大学ライフルを送って。大学ライフル
大学ライフ。ライフ。はい、ライフね。それからこの手紙を1週間以内に5人に送らないと不幸な。さら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 言うな、お前。子供に書いてんだろ、これ。全裸の私が言うのもなんですが。全裸なんだ、お前。風に気をつけて。お前だよ。お前、全裸でスクーター乗ってたのか。それではまた、はい、スクーターの上から手紙を書きます。机で書いてくれよ。母より、カッコ閉じる。どっからカッコだったの全然気がつかなかった、俺。VS。何でも最後戦うんだよ。いいんだ、PS で。昨日、お父さんが倒れました。それ早くよ。どうもやと。昔ね、タイムカプセルって埋めたじゃないですか。タイムカプセル、小学校の時とか埋めたかな。そう、うん。行事でね。うん。はいはい。で、俺もね、小学校6年生の時埋めたんですよ。うん、あ、そうなんだ。で、ちょうど37の時に掘り起こしてみようって言って。ちょうど37。うん。そう、中途半端だけどね。そう。で、掘り起こしたら、ね、手紙が入ってたの。あ、なるほどね。うん。あ、自分に対する手紙だ。そう。おうおうおう、面白かったから読んでみようかなと思って。面白かったね。ちょっと読んでみたい。はいはいはい。12歳の僕から37歳の暴君へ。暴君になってるな。なんだろう、ハバネロか。うん。僕は今、うん、オリビアを聞きながらこの手紙を書いてる。ややこしい。すげえややこしい。流行ってたけどね、確かにね、あの頃な。アンリの歌だね、アンリ。元気でやってますか、はいはい、病気はしていませんか、うん、風邪はひいてませんか、怪我はしていませんか。随分心配してね。37歳のお前 ね、大丈夫だよね、大概。今の僕には、うん、37歳の自分がどうなっているのか、うん、全く想像ができません。全くできないんだ。別にしたくもありません。どういうことだよ、それ。なんだこの手紙。でも、37歳の僕、うん、チューはしましたか。ああ、そっか、まだチューしてないもんな、きっとな、小学生だもんな。同じクラスのみっちゃんとは、結婚しましたか、うん、あ、みっちゃん好きだったんだ。ああ、みっちゃん。みっちゃんと、チューしましたか、うん、みっちゃんどんだけ好きなんだよ、みっちゃん。チューしたかったんだな、お前。みっちゃんと、ちょめちょめしましたか、うん、急にすごい展開だね、ちょめちょめ。ね、山城慎吾君。みっちょめとは。みっちょめになってるよ。今も仲良しですか。みっちゃんとちょめちょめ一緒になっちゃったね。みっちょめになってるよ。そう、はいはい。今日嬉しいニュースがありました。嬉しいニュース、いいね。若王子支店長が無事に解放されたんです。あ、その日だったんだ。俺も見てたわ、テレビ。ね、三井物産のね。なんか写真撮られて指ないのかな、もうつけあったんだよね。うん、お若王子支店長ね。それにつけても、うん、若王子ってなんかかっこいい名字だなと思います。あ、俺もそれ一番最初に思った。ね、大変だな、よりも思った。だから、かっこいい名字を上げていきたいと思います。あ、いいじゃん、なんか小学生っぽいね、なんかね。うん。神林。神林。いいね、神林か。武者の工事。武者の工事。いいんじゃないの。カラス天狗。カラス天狗。カラス天狗。名字、うん、ゲリラ豪雨。ゲリラ豪雨ってなんだよ。急に降る雨じゃないか、それ。今、僕はサッカーを頑張っています。あ、もうサッカーやってたんだ。日本人の三浦っていう人が海外へ渡り、うん、話題を呼んでいます。ああ、その頃だったのかな。それが今で言う数なのかな、うん。その三浦は、ロスで疑惑を持たれています。そっちの数か、おい。あ、ロス疑惑の方の数ね。あの人数って呼ばれてねえよ、ほんだお前。あ、そうなんだ。僕は体がもっと大きくなって強くなりたいです。まあ、ちっちゃかったのかな。昨日テレビで藤原組長とチャック・ウィルソンの喧嘩を見てそう思いました。何に触発されたんだろう、それ。喧嘩してたね、そういえばね。あれ何だったんだろうか、懐かしいな、ほんで。話は変わり、同級生の間では金消し集めが流行っています。金消し俺も集めてたな。あんな消しゴムを集めて何が楽しいのか分かりません。あら、あんまそっちだったんだ。あんなのは大人が仕掛けた罠にはまっているだけです。ああ、そうなんだ。すごい大人っぽいことよね。対する僕は、今、クラスの女子の体操着をとにかく集めて。何やってんだよ、何をとにかく集めてんだよ。今、25着集まったので。相当集まったの、ほぼ全員じゃないの、それ。今度体育館に広げてみたいと思います。そう、捕まったやつがやられるやつじゃないの。警察にやられるそのシーンあるわ、それな。自分でやろうとしてんだ、それ。僕は、勉強が嫌いでありんす。ありんす。ありんす。ずっと、遊んで暮らしたいと思ったありんす。ありんすって何？あれ遊郭の言葉じゃないですか、アリンス。将来は僕の夢でもあるエスカレーターの手すり拭きの仕事に就きたいです。あ、夢だったんだ。夢見たことある、あのエスカレーターの下でこうやって雑巾持ってこうやって動いてくる、勝手にね。あ、夢だったんだ。毎日学校では楽しく過ごしていますが、担任の先生はあまり好きではありません。ああ、そうだったんだ。この間、クラスのお楽しみ会の出し物について話しているとき、ダラダラと聞いていた僕に先生はこう言いました。知恵を出さない奴は助けないぞ。おお、何、ええおお、聞いたの最近聞いたぞお前それ。あとこれはオフレコなって最近聞いた俺それ、すげえ聞いた俺。ああ、そうなんだ、そんな言ってたんだ、それ。その時から僕は冬でも半ズボン履いていますが、37歳の僕も年中半ズボンですか。クリス松村かお前。あんまり履いてる人いないよ、35とか過ぎてね、半ズボン。中学では学生服で長ズボンを履くので、膝の皿あたりが痒くなった時にどうすればいいのかと今から恐れおののいています。そんなにビビってんだ。
普通に書けんじゃないのこうやって、うん、別に知らないけどさ今は夏休みです。夏休みか。せっかくなんで、うん、いろんなところへ遊びに行きたいと思います。そうだね、小学校だもんな。夏は海だ、うん、山だ、宝くじだ。宝くじだってちょっと強引だったですか。何やってんのこれお前。これ西田敏行さんの CM じゃないかお前、こう宝くじのお前。 PS なんだこいつ。25年後の僕へ返事待ってます。届かねえよ。どうもでした。ね、僕らもね、いろいろやってますけど。やってますよ。もっと頑張ってね、うん、こう、芸能界というピラミッドの頂点達したいじゃないですか。あ、お前がそんな風に思ってたの？思ってますよ、それ。あ、そうなんだ。はい。もう少しじゃあテレビ出て喋ってください。まあまあ、それはいいとしてね。それは喋るんだよ。ピラミッドの頂点といえば、はい、やっぱグルメリポーターじゃないですか。ああ。まあちょっと俺の思ってるピラミッドとちょっと違う。あ、違う。全然違うかもしれない、ね。あ、違った。うん。グルメリポーターね。うん、いや、でもあれ大変だよ。何回かやったことあるから。難しいんだ、あれ。だ練習してね、うん、君まろさんみたいに上手くなりたいんですよ。彦まろさんだよ。君まろさんは中高年のアイドルでしょ。彦まろさんね。だからその小木まろさんみたいな。小木まろさんって誰なんだ。彦まろさんっていう。どっちでもいいんですよ。どっちでもいいってどういうこと、うん、ピラミッドの頂点ですか。練習したいから、うん、俺グルメリポーターやるから。おあなたお店の店長さんやってください。あ、お前がやるんだ。僕がやりますから。おいいい、はい、ちょっと入ってみますよ。はいはい。さあやってまいりました。今日のお店はこちら TOTO トートーさんですね。じゃあどこ行ってどこ行ってるどこ行ってるの、うん、え、なんでお前便器メーカー行ってんの。お前便器食うのか。お前ガッチャンか。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで何言ってるか分かんない。グルメリポーターでしょ。グルメリポーター。ちゃんとご飯屋さん来ないとダメ。なんで便器メーカー行くの。まあ2軒目よね。1軒目から来いよ。1軒目から。なんで1軒目便器メーカー行くの。さあやってまいりました。今日のお店はこちら天下一匹ラーメンさんですね。それでいいわ、それでいいわ。ラーメンとは一体どんな料理なんでしょうか。それは分かるぞ。ラーメン普段食ってんだろ。スッと入ってくるよ。あんまめんどくせえな。じゃあ早速行ってみたいと思います。お前なんでタバコ吸ってんだよ。なんでタバコ吸ってんの。お前こんなやつねえよ。カメラ回ってんだろ。ちょっとスッと入ってこ。こんにちは。いらっしゃい。あ、モグラ叩きしてるとこすみません。モグラ叩きじゃねえんだよ。これ湯切りしてんの。湯切り麺の。知らねえよ。ちょっとお話しお前なんだその態度。これなんだその態度。お話聞いてもよろしいか。腹立つか短めにしろ。はい、すみません。なんだ、こちらのお店にはよく来られるんですか。店長だよ。店長ずっといるわ。雇われて。雇われてね。俺が経営者の。経営者の方ですか。こちらのお店はいつ頃オープンされたんですか。まあ1年ぐらい前かな。いつ頃閉めるんですか。閉めねえよ。ラーメンパークじゃねえんだからさ、閉めないよお前。潰れるまで頑張るわ、反対が。あ、早速注文してもよろしい。じゃああちらの食品衛生管理者っていうのをいただけます。あれメニューじゃねえよ。あれメニューじゃない。症状見てないんだ。あれメニューじゃねえ。そっから右が全部。あ、こっち側ですか。うちあの一押しこだわりラーメンだから。じゃあ冷やし中華いただけます。こだわり頼むよ。一押しだっつうの。あ、そうです。こだわりお願いします。こだわりね。はい、はい、こだわりちょう、こだわりちょう。何やら一人で叫んでますけど。いいだろう。さっきがいいじゃないか。じゃあ待ってる間にですね、こちらのお客さんのラーメンいただいてみたいと思います。人の食うのやろ。注文したんでしょ。注文します。待ってるよ、作ってから話すから。何やらサインがたくさんあります、ね。まあいろんな人来てくれるよ、ね。あれは誰のサインなの。あれね、ビートたけしさん。ほら、たけしさん。そうだよ。うまいっつって書いてたね。あ、本当ですか。うん、ありがたい、芸能人の方もたくさん来られる。結構いろんな人来るね。あとはどんなお客さんが多いですか。あとはね、うちは基本的にリピーターさんが多いね。ピーターさんが多い。ピーターさんが多い。リピーターさん。あ、リピーターさん。池田慎之介さん一回も来てる。あ、そうですか。うん。結構ね、あの朝から並んでくれてるんで。朝からですか。うん。うちあのスープがなくなり次第終わりだから。あ、スープがなくなったら一貫の終わりっていう、うん。一貫の終わりだから。その日が終わる。あ、その日が終わるんですね。一貫には終わらねえ。そのラーメンぜひ今度食べてみたいですね。なんで今食わねえんだよ。今食って。お前注文したんだろ。あ、作ってますよね。今作ってくれるのか。あ、できた。はいはい。はい、お待ち。うわ、来た、こだわりラーメン。お、これですか。はいよ。うわ、湯気がすごいですね。出来たてだ、熱々だからな。ちょっとメガネが曇ってしまいました。かけてるやつがいいんですよ。かけてねえじゃねえか。柚子のいい香り。一滴も入ってねえ。あ、入ってない。皮も入ってるよ。はい、あ、店長さん、これスープと麺とどっちからいったらいいですか。いや、どっちだっていいよ。どっちもいい。あのスープからいったらいい。全部ですか。なんで全部食うの。いただきまーすってやついるか、お前。一口飲んで一口ずつからめんどくせえな、おいつ。熱っ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 熱普通食ったらさ、うまいとかまゆうとかないの。食いてー食いてーってなんだ。食いながら食いておかしいだろ。なんか麺はこうですねとかスープはこうですねみたいな。麺はこれいい感じの縮れ麺。縮れ麺だよ。縮れ麺。芋も入ってんじゃない完全に。でもちょっと芯のあるアルデンテといった感じですね。あ、まあ表現的にはね、はい、表現的にはね。スープはこう濃厚なカルボナーラといった感じ。ややこしいよ。麺類を麺類に例えるんだろうな。だこれとこれがあっていいですねみたいな。なんだろう。この場所だとよく友達に会いそうです、ね。誰が立地条件の話してるんだ。
腹立つなお前な。もうスープと麺がこんがらがってるぐちゃぐちゃじゃねえか。こんがらがってぐちゃぐちゃだろお前。まずそうなんだ表現が。もういいよお前。もうあの最後のやつ聞いてこい。最後のやつ、最後のやつなんか聞いてくんだろ、うん、あなたにとってラーメンとはみたいな聞いてくんでしょ。頭にとって顔面とは何の話なの。何頭にとって顔面とはって、ただの頭部じゃないですか。あなたにとってラーメンとか聞いてくんでしょ最後。最後ですね。あなたにとってラーメンとは何ですか。まあ俺の人生だよ。あなたにとって麺とは。麺は魂だよ。あなたにとってスープとは。スープは命。あなたにとってチャーシューとは。もうねえよ。あ、ないっすよ。ねえよ、そんなに用意してねえよ。なんだ、ただの肉だよ。ただの肉。肉の塊だよ。早く締めろよ、早く締めろよ。首をですか。なんで首締めんだよ、締めのコメントが早くどっか行けつよ、邪魔くせえ。このお店は人気ラーメン店ベスト100、98位の天下一匹ラーメン。98位だったよ。最近はですね、うん、隣近所誰が住んでるかわからない人が非常に多いらしいですね。あ、ちょっとやってみようか、じゃあ。早いんだよ、お前。まだだよ、まだ喋ってる。やっぱりね、隣近所多少付き合いがあればね、うん、こう何かあった時に助け合いができるわけですよ、ね。あ、ちょっとやってみようか。早いって言ってんだよ。行き急ぐな、お前。まだまだ早いんだよ。ですからね、例えば、引っ越しの当日なんか、うん、挨拶するチャンスなんですよね。あ、これはそうですよね。うん、マンションなんか今だよ。今だろ、やりたかったやつだよ。挨拶来いよ、お前から。ピンポン、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 ドドドドン、ピンポン、ピンポン。育ちが悪いな。育ち悪すぎるだろ、お前。一回でいいんだ、ピンポン。ピンポン。はい、ガチャ。あ、どうも。あ、どうも。こういうもんなんだ。どういうものなんだ。なんだ、こういうものって。どういうものなんですか。今度はこの町に引っ越してきた。この町に引っ越してきたのか、お前。何軒回るつもりなんだ、お前。サンタクロースか、お前。はい、いいよ、隣に引っ越してきた。隣に引っ越してきたものなんです。あ、そうなんですか。はい、名前は。あ、そんな、名乗るほどのものじゃない。名乗るんだよ、こういう時は。名乗りに来てんだ、なんだったら。富澤と申します。富澤さん。はい。あ、私、伊達と言います。よろしくお願いいたします。じゃあ、失礼します。入ってくんのよ。失礼しますじゃないんだよ。なんで入ってくるの。いや、立ち話も失礼かなと思ったんで。いや、俺がさ、俺がじゃあどうぞ上がってくださいって言ったら入ってくる。あ、そういう感じ。だいたい初対面のやつ上がらせねえよ。あ、そうですか。バカじゃないの。すいません。はい。ほんで、手ぶら。いや、男なんで手ぶらとか。そっちのブラじゃないの。手ぶらじゃないよ。じゃあね、挨拶なんだからさ、はい、なんか持ってくるじゃん。あ、すいません。うん、これ、つまんないもんなんですけど。何ですか、これ。うちの合鍵なんですか。どうすりゃいいんだ、これ。お前んちの合鍵どうすりゃいいんだ。お前んちの出入り自由か。よかったら入ってもらって。いや、興味ないんで大丈夫です。あ、そうですか。いらないです。あ、そうですか。なんか気持ちみたいな感じでいいと思うんですけどね。すいません、これつまんないもんなんですけど。何ですか、これ。バラの花束なんですけど。いや、重いわ、気持ちが。気持ち重すぎる、バラの花束、はい、お前。加藤時子か、お前。加藤時子じゃない。いや、わかるよ、それは。分かってますよ。分かってます。おっさんじゃないか。あ、そうそう。こんじゃなくてさ、はい、なんかもう少し軽い感じでいいと思うんだけど、軽い気持ち。まあ、タオルとか。タオル、うん、すいません、これつまんないもんなんですよ。あ、何ですか、タオルなんですか。あ、タオル嬉しいですよ。あ、そうですか。助かります、助かります。一回しか使ってないんで。一回使ったのか、おい。一回です。雑巾じゃねえか、もう。はい、よく持ってきたな、お前、タオル。ダメです。いらないよ、こんなの。バカじゃないの。あと僕、料理が好きで、ちょっと作りすぎちゃったんで、持ってきたんですよ。そういうのいいですね。はい。これ何ですか、これ。ボンカレーなんです。なんで作りすぎんの。食べれるかなと思って。一番作りすぎねえやつだよ。はい。なんで二つ優先するんだよ。よかったら。いや、大丈夫です、大丈夫です。好きですけど、これ大丈夫です。結構です。食事したんだよね。なんか、あれですね。臭いですけど、漏らしてます。どんな初対面で。初対面でそんなこと言うか、普通。なんだか。あ、臭い匂いします。はい。あ、ちょっとペットのトイレ玄関に置いてまして。ペットのトイレですか。そうなんです。犬飼ってまして。あ、そうなんですか。もしかしたらちょっとうるさいかもしれないですけど、すいません。あ、全然全然。僕も金魚飼ってるんでうるさかった。いや、うるさくないでしょ。金魚うるさくねえだろ。跳ねるじゃないの。知れてるわ、音は。そんなうるせえんだ。そんなうるせえんだ。跳ねますから。びしゃびしゃびしゃって。はい。そう、金魚なのか、うるさかったら言って。まあ、うるさかったら言いに行きますわ。お願いします。はい。あと、うち、息子がいまして、はい、まだ小さいんですけど、あ、そうなんです。ちょっと走り回ったりするんで、もしかしたらうるさいかもしれませんけど。あ、そうですか。僕の息子は大きいですよ。気持ちが悪いんだよ。気持ちが悪すぎるわ。いや、あなたの息子がどんだけ大きくても、はい、隣の家にはそんな迷惑かからないと。いや、もう暴れたりしたら。暴れるんですか、はい、どうやって暴れるんですか。どまあ、こうやって。まあ、うるさかったら言いに行きますわ。息子うるさいそうだなと思ったら言いに行きます。お願いします。その時はね。はい。あと、うち娘もいましてね、ピアノ習ってるんですよ。で、ちょっと練習したりするんで、もしうるさかったらごめんなさい。あ、そうですか。僕もパイプオルガンやるんですよ。パイプオルガンやってんのか、おい。え、家で？はい。え、入れたの？あのでっけえやつ。そうですね。大聖堂か、お前んち。家でパイプオルガンやんの？まあ、最近始めたんですけど。最近始めたら、はい、こんなおっさんになって。はい、いや、絶対うるせえじゃん、あれ。言ってください、うるさかった。すぐ言いに行くわ、はい。お願いします。家でパイプオルガンやってたら、もうすぐ言いに行くわ、はい、すいません。はい、まあ、なんかわかんなかったって聞いてください。あ、そうですか。ね、じゃあ、燃えるゴミの日っていつですか、うん、あ、ゴミの日ね。はい、これ大事ですね。はい、月曜日が燃えるゴミで、はい、火曜日が燃えないゴミですね。あ、なるほど。はい、じゃあ、燃えやすいゴミの日っていつですか
いやだから燃えるんだったら月曜日でいいんじゃないですか。それはね、じゃあ燃やしたいゴミの日っていつですか。燃やしたい、だからそれが燃えるんだったら月曜日でいいんじゃないですか。それは、じゃあ燃やしたいけど燃やせないゴミ、全部月曜日捨てるね。月曜日です。めんどくせえな。あ、そうですか。なんだ燃やしたいけど燃やせないって、お前思い出かなんかが気持ち悪いな。あとこの辺でなんか美味しいお店ってあったりします。あ、うまい店、これ大事だよ、はい、そうなんですよ。あ、マンション出るとね、すぐラーメン屋さんありますよ、はい、ラーメンか。そこ出前、出前もしてくれるしね。あ、違う、あの横断歩道渡るけども、はい、あのお寿司屋さんありますね。寿司屋、そこネタも新鮮でね、すごく出前も取るしね。 あの歩道橋渡るけど、パスタ屋さんあります。パスタなんか食わねえから。何だったら食えんだよお前。何だったら食えんだお前。すいません、好き嫌いなくせます。聞く前には、なんかキュウリの美味しいお店とか知らねえよ。カッパかお前。すいません、食材じゃねえかそれお前。あ、すいません、そろそろあの次行かなくちゃいけないんで、もういいですか。俺のせいみたいになってんじゃん。長引いての俺のせいみたいになってる。すげえ言ってくる。いや、お前がいつも聞いてくるからすげえさ、説明してやってんだろ。時間がないもんで、ちょっとすいません。時間ないんだ、はい、まあ忙しいよな、引っ越しの当日はな。僕引っ越してきたの3ヶ月前です。もっと早く来いよ。もういいよ。毎回さまざまなゲストを迎えてお送りする DJ トミーのオールライト一本。今回のゲストは運転免許センター近くの写真屋さんを営んでいる荒木大輔さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、はい、この運転免許センター近くの写真屋さんというお仕事、どういったお仕事なんでしょうか。そうですね。まあ、免許の書き換えですとか、そういった時にですね、書類に写真が必要になるんですね。はいはい。その写真を、主に撮っております。なるほど。はい。このスピード写真で済ませてしまう若者って多いと思うんですけども、はいはい。何か言いたいことっていうのはありますか。いやー、これも非常にけしからんことでね、最近はね、なんていうんですかね、免許センター?免許センターにもあるんですよ。はい、そうですね。その機械がね。はい。うん、それまではやっぱりこの写真屋さんで撮ると。はい。ね。免許の書き換え、更新、受験、すべてその免許の写真は写真屋さんで撮ると。うん。そういうふうになってましたから。はい。それで私はあぐらかいてましたから。それが今、その、自動販売機のような、その、写真のボックスみたいなものがね、はい、ポン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 と乱立しておると。それも非常にこの、焦っております。焦っている。なるほど。こう、取りやすいお客さん、逆に取りにくいお客さんなんていうのはいらっしゃるんですか?そうですね。ずっと震えてるような人がいますから、たまにね。ただ、ぶれますよね。ただ、それも修正かけます、うちで。修正することはできる。はい。ああ、なるほど。うん。こう、シャッターを切る瞬間ですね。はい。どのようなことを考えてシャッターを切るんですか?そうですね。ちょっとこう、魂を引き抜いちゃうぞってね。魂をちょっと来いと。そういうような気持ちはね、少しはありますかね。魂を取ってやるぞと。はい。ではですね、お客さんから言われて一番嬉しかった言葉っていうのは何ですか?受かりましたよ。免許取れましたよ。ね。ああ、じゃあ結構な数の人が。ほとんど言ってこないですよ。あ、言ってこないんですか?言ってきませんよ。免許、受かったらそのまま帰りますから。もう一回来ないでしょ、写真屋に。言われたいよね。頑張ってつって、こっちは。送り出してる。送り出してるわけですよ。道路の向こうにある免許センターに。はい、頑張ってよって、うん。いい写真撮ったからねって。はい。うん。どうだったんだろうっていつも思いますね。あいつ受かったのかな、落ちたのかな。気にはなりますよね、もちろんね。気になりますね。なるほど。ではですね、今後の目標っていうのは何かありますか?やめたいね。スピード写真?あれ4つ買えばいいのよ。4つ。4つ置きたいね。うん。まあでもね、そんな中ね。はい。やっぱりこうして、歴史があるわけですから。ただね、歴史があったところでね、うん、うん、終わるんですよ。そういうのあったね、と。カメラ屋さんってあったね。カメラ撮りに行ったね。写真撮りに行ったね。わざわざ写真館に行ったね。その写真館ここにあったよね。もう今ないね。あの写真屋のおじさんどこ行ったんだろうね。死んだのかな。死んだんだよ。ね。ここ、
免許センターの周りっていうのは写真屋さん多かったよねって。でも今一軒もないねって。あの写真屋さんのおじさんたちどこ行ったんだろうねって。死んだのかなって。死んだんだよって。携帯が全てすごいんだよって。携帯の機能で全部賄えるんだよって。ね、そのうち現金もなくなるんじゃないのって。ね、携帯と商品が買えるんだよって。お金どこ行ったんだろうねって。死んだのかなって。死んだんだよって。ね、考えるんでしょうね。そうやってね、時代は流れるんですね。そうですね。さあ、そんな荒木大輔さんなんですが、何かお知らせがあるそうです。そうですね、店を取り壊すにあたってね、店の2階からね、お餅を巻きたいと思います。なので、まあ、集まっていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲストは、運転免許センター近くの写真屋さんを営んでいる荒木大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。毎回様々なゲストを迎えてお送りする DJ トミーのオールライト一本。今回のゲストは立ち食いそばチェーン店社長の伊達そばおさんです。よろしくお願いします。伊達そばおです。よろしくお願いします。こちら立ち食いそば屋さんのお名前は何て言うんですか？もっとそばにおいでよっていうので、ね、でやらせてもらってますね。なるほど。今一番おすすめのメニューっていうのは何ですか？いや、やっぱりね、まあ、そば屋なんちゅうもね、かけと盛り。うん、これがやっぱり、内外にいろいろメニューありますけどもね。はい、うん、やっぱかけと盛り。ですね。かけと盛り。ええ。なるほど。今、一番売れ筋の商品っていうのは何なの？ああ、やっぱりそれかけと盛り。独特な言い回しなさるんですよ。何盛り。盛り。かけと盛り。あ、盛り。あ、かけ。大体その言葉が飛び交ってますね。店内には。ああ、やっぱり一番人気だ。あ、森2。あ、森2。あ、かけ1。あ、かけ2。あ、かけ2、エビ天。まあ、それはもう、天ぷらそばになっちゃいますけどね。それはね。なるほど。うん。現在、考案中の新メニューなんていうのはあるんですかね。今ね、まあ、うち天ぷらそばなんかもありますけど、天ぷらもね、注文を受けてから、はい、すべて材料を揃えて、材料を揚げたりするもんですからね、天ぷらに。それ、注文受けてから注文受けてから、天ぷら揚げるもんですから。ああ、なるほど。だからもう、本当にそうしたいなと思ってますね。うん、どういうことですか？で、これからの。あ。今、うん、それ考案中ですね。あ、なるほど。今までは、してなかったって。今まで知らなかったですね。なるほど。他の店とは違う、ここをこだわってるっていう自慢のポイントなんかあったりしますか？そうですね。やっぱりこっち裸足でやってるっていうのがやっぱり大きいというかね。はい。店内ではもう裸足で、店員は。裸足で、何かそれは意味があるんですか？やっぱりなんて言うんだろう、汚さないよね、床を。裸足だと。床汚さないよね、みんな裸足だと。自然と。ああ。なるほど。こう、お店の店員さんの教育方針。うん。っていうのは何かあるんですか？やっぱりね、しっかりとお客様の目を見て注文を受ける。うん。はいはいはい。森とかかけとか書いてあるから、かけ森と。確認するという。うん。あ、かけねっていう。あ、森ねっていう。それはね。大事ですよ、ね。それ大事だね。あとほら、天ぷら、イカ天とか、はい、いろいろあるけども、ええ、うん、そういうのをしっかりちゃんと言う。イカ天を言う。イカ天とか、はい、エビ天とかね、はい、それちゃんと言う。ちゃんと声に出して、確認して。うん、それ、うん、言う。あれ、かけにエビ天言う。なるほど。じゃあですね、社長の、うん、座右の銘があったら教えてほしいんですけども。
はあ、やっぱりね、そうですね。うん、座右の銘。はい。なんだな、やっぱり、雨降って地固まる？雨降って地固まる。なぜ、この言葉？ん？あ？いや、なぜこの言葉を？いや、だから、要するに雨降ったら、やっぱりその、嫌だなと思うけども。うん。でも、やっぱりその、雨も降んないとね、地面、固まっていかないよっていうね。さあ、そしてですね、その伊達そばおさんから何かお知らせがあるということなんですけども、はい、このラジオを、はい、聞きましたと、はい、言っていただいたお客様にはですね、はい、料金はもう一切いただかない今後無料で、やっぱりそれぐらいの、はい、気持ちでね、はい、僕らをやりたいのでね、これからももう結構勝負かけてきましたから、今回もこのラジオに呼んでいただいてね。大丈夫ですか？やりすぎのような気もしますけども。いや本当に、ラジオ聞きましたよというふうに言っていただければですね、はい、料金はいただかないと。今後ずっとタダで言ってきたんでね、従業員にもう言ってくるからなっつって、はいって言ってたんで、覚悟の上だと。そうですね、それは、言う。あれ、かけにエビ天言う。わかりました。ありがとうございます。さあ、今日のゲストは、立ち食いそばチェーン店社長の伊達そばおさんでした。ありがとうございました。どうでした。毎回さまざまなゲストをお迎えしてお送りしているオールライト一本、お相手は DJ トミーです。本日のゲストは子役の鈴木健さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お話伺っていきたいんですが、現在非常に子役ブームですけども、健さん現在はおいくつなんでしょうか？私御年62になりますかね。子役ですよね。そうですね。ありがとうございます。おいくつから子役として活躍されてらっしゃるんでしょうか？初めて、まあ、舞台に上がったのが、まあ、2歳半ぐらいだったもんですから。非常に早いですね。もうそうですね。もう芸歴60年といったところでしょうか。親ももともと子役で。あ、そうですか。今、92になるんですけども。まだ現役でやってますね。子役はですか？そうです。今現在の声を聞いてると、はい、その、まあ普通に大人の方の声なのかなと思うんですけど。ああ、そうですか。年そうですか。子役の時っていうのは声色を変えたりもするんですか？声色。はい。まあラジオの時はそうですね。もう声が勝負ですから、どんなセリフがあったのかちょっと聞かせてもらってもよろしいですか？ああ、やってみますか。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。お父さん。すいません。変わってない。変わってない感じが。すいません。ちょっと喉が。ああ、そうですね。急に。急に言われると。今日そういう聞いてなかったんだね。すいません。準備が必要です。急っていうのがね。急っていうのが。あ、それはもう、はい。もう大丈夫です。はい。すいません。いえ、どうも。こう、一番忙しかった時っていうのは、おいくつぐらいの時なんでしょうね。そうですね。まあ、コンスタントにね、お仕事はさせていただいてるんですけども、一番忙しかった時は、やっぱり40超えてから、ですかね。42、3だったかな。42、3の頃。この頃は結構、オファーが立て続けにね。あ、そうですか。その時のスケジュール、1日のスケジュールっていうのはどういった感じなんでしょうか？まあ、朝10時ぐらいに起きまして、で、まあ、食事をしましてね。まあ、昼、まあ、午後1で、スタジオ入るんですね。で、まあ、午後1で入るんですか？ドラマを撮影しまして、はい、まあ、ワンシーンとかなんでね、はいはい、まあ、1時間半ぐらいですか、うん、それで終わるんですよね。で、まあ、帰って寝る。あの頃はもう、本当体一つじゃ足りないって思いましたね。こう、今、子役の方って多いじゃないですか。そんな、こう、今の子役に言いたいことなんていうのはありますか？
ああ、まあそうですね。まあ、天狗なんだよっていう。なるほど。ええ。天狗になっちゃいけないと。あとはまあ、あくまでも子役だからなっていうね。どういうことなんでしょうかね。いや、ですからね。まあ役者、俳優さん、女優さんいっぱいいる中で、はい。お前は、あくまでも、子役なんだよ、っていうのをね。繰り返されてらっしゃるんですか。後輩たちにね。どういう伝えていかないと。意味が、ま、役者でもないんですよ。俳優でもないんですよ。子役女優でもないんですよ。子役なんですよ。あくまでも、お前は子役なんですよ。いつまでもできると思うなよ。子役なんだから。親父は役者にはなれませんでした。親父もじいちゃんも俳優にはなれませんでした。子役でした。最後まで子役しかできなかった。だからそれは僕もね、今62で未だに子役をやってるっていうことは、もうそういうことなのかもしれません。わかりますか？わかんないです。わからないですか？はい。そうです。生涯子役。ではですね、今後の夢っていうのを教えてもらってもいいですか？まあ、一番やりたいのが CM なんですよね。あ、CM？ はい。はい。母親がですね、はい、洗濯物を畳んで、そのふわふわのタオルの上に、うん、私が顔をうずめるんですね。ふわっつって。で、ふわふわだね、お母さん。っていうのをね。その感じる声なんですかね。声は変えますよ、もちろんね。あ、それはね。それ、ちょっと、イメージが。あ、そうですか。まあ、ちょっと。もう、子供っぽい感じで、ちょっとやってもらって。ちょっと待ってください。ちょっとね。はい。喉作んなくちゃ。すいません。聞いて。ふわふわだね。お母さん。変わってねえな。ふわふわだね。そんなに。ちょっとすいません。急っていうすいません。はい、それは。はい。急っていうのがあるんで。そうですよね。はい。すいません。そんな、まあ、鈴木健さんなんですが。はい。何か告知があるということなんですけども。そうですね。舞台があります。あ、舞台が。はい。舞台でですね、ピーターパン。ピーターパンの方に出させていただきますね。何の役で出るんですか？ピーターパンです。もう歴代のね、様々な、女優さんたちに負けないようにですね、ピーターパンやりたいなと思います。ぜひ皆さんね、見に行ってほしいですね。よろしくお願いしますよ。はい。はい。ということで本日のゲストは子役の鈴木健さんでした。ありがとうございました。生涯子役。毎回様々なゲストを迎えてお送りする DJ トミーのオールライト一本。今回のゲストはひよこ鑑別士をしている鳥肌デルオさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですが、はい、このひよこ鑑別士というお仕事、はいはい、どういったお仕事なんでしょうか？オスなのかメスなのかというのを、判断してですね、分けると。なるほど。はい。どのようにひよこのオスメスを見上げているんですか？まあいろいろ人によってやり方が違うんですが、私はまず目を見ますね。目を見る。目を見て、その後聞くもん、まあ肛門ですかね。肛門を見るんですか？肛門を見ますね。肛門をよく見ますね。はい。で最終的には羽のつき方なんですけど。肛門。一旦肛門を見て、羽のつき具合を見て、オスだこれはメスだっつって。ということは最終的に羽のつき方でオスメスを見上げていると考えてよろしいですか？そうですね。私はね、私はね、私はそうしてもらって、これ万が一オスメスをね、はい、間違えて仕分けしてしまった場合、そのひよこっていうのはどうなるんですか？それがね、そんなに問題ないんです。実は問題ないんですか？そんなに問題ないんですよ。オスであろうがメスであろうが。あ、そういうもんですか？最終的に卵を産むか産まないかっていうところですから、あ、これ産まねえな、これオスだなっていうね。あ、そんな感じなんですね。後に分かりますから。あ、そうですか。ええ、だいたい1日でどれくらいのひよこを見るもんなんですか？あ、そうですね、多い時で、20羽。多い時で。はい。もうすごい速いスピードでね、鑑別してる映像っていうんですか、ご覧になったと思いますけど、あれも何回もやってますから、20羽を。同じひよこ。そうです、そうです。はい。
なんでそんなことするんでしょうね。じゃあ確認ですね。ね、20匹見た上でもう一回確認するっていうことなんですか。もう一回確認するからなっつって。はい。はあ、なるほど。はい。例えばこのオスでもメスでもないヒヨコなんていうのはいるんですか。いますよ。いるんですか。いますいます。ほう。ええ。これはどういうことなんでしょうか。モス、モスっていうやつがいますね。何ですか。モス。モス。オスメスモスっていうのがいますね。ヒヨコはね、はい、うまいんですよ。あ、食べるんですか。食べます。どういった風に料理なさるんですか。あの焼き鳥、焼き鳥。すぐに。すぐに。すぐに焼き鳥になる。え、ヒヨコのうちにってことですか。うん、焼き鳥流鵬。え？焼き鳥流鵬にすぐ。チェーン店の。はい。全国チェーン店のね。流鵬に。焼き鳥流鵬。置いてあると。そうですね、モス。モス。はい。なるほど。先ほどね、肛門を見るなんておっしゃっていたんですけども、はいはい、こうメスの肛門を見た時にちょっと興奮したりとかっていうことはあるんですか。僕はオスかな。どっちかっていうとね、オスの肛門みたい。やっぱりオスの肛門はね、ちょっと興奮なさる。興奮っていうか、ピクピクしてるんでね、肛門だななんつってね。ヒヨコを鑑別している時に、うん、横でこれをされたら一番気が散るなっていうことは何でしょうか。やっぱ風呂とか入られたらあれですね。横でね。そうですよね。うん、横で風呂に入られたらね、ちょっとね、仕事中なわけですからね。なんかね、こっちもやる気を失せるよね。そうですよね。この仕事ならではの職業病っていうのはあったりしますか。やっぱりね、いろいろ肛門見ちゃうね。肛門やっぱり見ちゃうね、これは。それはどういうことでしょうか。いろんな動物の、うん、いろんな動物、まあ動物園なんか行っても大体肛門見てるしね。肛門見て、やっぱ肛門が気になるというかね。あ、そうですか、うん、この仕事をやっていて良かったと思うことは何ですか。たまにね、何匹か、ポケットに入れてね、あら、小学校の前で売るんですよ。売ってるんですか。それでまあ買いに来るわけですね、子供たちがね。まあそういう時かな。やっててよかったな。よかったと思うときは。そうですね。小学生に売っているときは。小学生売ってるときやっぱね、面倒見てもらいますから。ああ、なるほど。大きくなるしね、ちゃんと鶏になるしね。そうですよね。うん、じゃあ逆に辛いことっていうのは何ですか。やっぱりその、なんでしょうね、こう、仕分けしてる最中に、死んじゃったりね。柔らかいんでね。羽をこう開いたときに、ちょっとこう、ね、開きすぎちゃったりとか。やっぱりそれってなんていうんですかね、その加減っていうの、わからないもんですね。わからないもんですか、うん、まあ、ね、一つ一つにね、柔らかさっていうのはあって違うと思いますんでね。そうですね。なるほど、うん、このひよこ鑑別士っていうお仕事なんですけど、はい、どんな人に向いてると思いますか。これはね、やっぱ肛門好きな。どうしても肛門見ちゃうような人がね、自然とね、集まってきてますね。集まってる。うん。なるほど、はい。そういう人に向いてるんじゃない。うん、やっぱそういう人以外はできないです、逆にね。ああ、なるほど。逆に言うと。そうですか。そうですね。ではですね、最後にこの仕事を目指して頑張っている若者に一言メッセージをお願いします。たかがひよこ。ああ。されどひよこ。ですね。たかがひよこ。されどひよこ。名家ひよこ。ありがとうございます、ね、さあ、そしてその鳥肌さんから何かお知らせがあるそうですね。はい、実はですね、両国国技館の下でね、焼き鳥をやってるんです。焼き鳥焼いてますんで、非常に美味しい焼き鳥が、ぜひ相撲見に来てください。焼き鳥屋さんなんですか。はい。焼き鳥弁当もやってますから、相撲見に来てください。相撲いいですよ。目の前で大男がね、何の武器も使わずに戦うんですね。頑張れ日本の力士、モンゴルに負けるな、頑張れ日本の力士。たかがひよこ、されどひよこ、名家ひよこ、頑張れ日本の力士。
はい、ありがとうございました。ありがとう、今日のゲストはひよこ鑑別士の鳥肌デルオさんでした。ありがとうございました。ぴょ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 。毎回様々なゲストを迎えてお送りする DJ トミーのオールライト一本。今回のゲストはラジオ DJ のハッピーターン伊達さんです。よろしくお願いします。どうもよろしく。まあ、非常にね、同業者でしかもカリスマ DJ ということで。いやーでもね、話聞いてるよ。ああ、ありがとうございます。DJ トミーの話聞いてるよ。ありがとうございます。聞いてるよ。非常にね、僕も緊張しておりますけども。ああ、そう。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。まずですね、はい、ハッピーターンさんは、はい、なぜこう、ラジオ DJ なのと思われたんですか？そうね、やはり今放送部？放送部だったから。学生の頃に。学生の頃ね。ええー。うん、そっから、うん、面白いね、つって。ねえ。それがきっかけで、ラジオ DJ の道を目指すことになったっていうことですね。そうです。ドットコム。現在、何本ぐらいの番組をやってらっしゃるんですか？今、生放送で、週17本。週17本ですか？ええー。すごいですね。もう、寝る暇がないというかね、ドット JP。でさっきは何をおっしゃっているんですかね。すみませんね、やっぱりこうやってね、マイクの前に座る機会が多いもんで。そうですよね、そうなるとね、どうしても出ちゃう。アドレスなんていうのはね、他の番組行った時にちょっと言い間違ってたりとか、そうなのすることありますよね。だからそこでちょっと出ちゃってる、出ちゃってたら教えて。ドットコム待っててますよね、今もね。出てた。ダボダボダボドット JP スラッシュ。ごめんね。いや大丈夫です。いつもこの時間収録してるからさ。ああ、もう体がね。体がもう優待性になっちゃってんだよ。仕事とプライベートで、うん、声色をこう変えたりっていうのはないですか？声色、はい、やっぱりこのマイクの前に来ると俺はこういった声になる、普段は声が違う。普段の声もしよかったらちょっとだけ聞かせてもらってもよろしいですか？うん、ハッピーターンの普段の声？はい。これは初めて言うことになるぜ。これは、もう非常に貴重な。まあ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 、じゃあちょっと、また戻ってもいいかな。また戻ってもいいかな。もちろんでございます、それは。そうかい。はい。じゃあ、今から、プライベートの声を出すハッピーターン行くよ。お願いします。なんか質問してもらっていいか。ハッピーターンさん、好きな女性のタイプはどんな感じですか？そうですね。やっぱりショートカットで、目がクリッとしてて、どっちかっていうとぽっちゃりな感じかな。まあでも僕のこと好きになってくれたら、大体好きになる。戻っていいかい？ああ、もうもちろんでございます。いや、ちょっとなんかあれだな、恥ずかしいな。いやー、これはでも非常に貴重な。今のはちょっと、経験恥ずかしかったな、今のは。ちょっとあれですね、普段はグーグーガンモンみたいな、声なんですね。じゃあここで一曲聴いてもらおうか。小昼今かおる .com で。いや、曲、大丈夫です。今日大丈夫か？曲はいかないんで。そうかい？はい。さあ、そのハッピーターン伊達さんから何かお知らせがあるそうですね。これね、はい、初出しというか、まあ、今日ここで言おうと。はい。DJ トミーのところで言おうと思ってたんだけど。まあ、これは嬉しいですね。自分の番組ではなく、ありがとうございます。もうやめるんですよ。もう無理なんですよ。これまでもね、いくつも穴開けて、時間に縛られ、つまらない人生。人の悩みを相談し、解決し、自分の悩みを言う隙間を与えない、この人生にはもう、先が見えない。だからもうやめるんだ。ハッピーターンのファンを全部 DJ トミーに差し上げるよ。そうだよね、聞いてるリスナーのみんな。俺のファンをみんな、DJ トミーにファンになれ。いいかい？それは、リスナーさんが決めることだよ。俺のファンを今日は届けに来た。DJ が。俺の番組を全部君にやる。何ですか？耐えられるかな、君。
週17本の生放送曲なしだ。でね、DJ トミーさん、はい、もう俺他の番組始まってる時間なんだけど、これ時間こんな長いって今日聞いてなかったから。すいません、非常に。今始まってるんだよね。大変申し訳ございませんでした。もう始まってらっしゃる、ね。もう始まってるよね、ちょっと前から。じゃあもうちょっと飛び出さないと。もう行かないといけないね。まずいですね。さすがにね。わかりました。本日のゲストは、ラジオ DJ のハッピーターン伊達さんでした。うん、ダボダボダボダッチェプチャー。しかしね、うん、世の中興奮することっていっぱいありますけど、うん、一番興奮するのはね、保険屋さんが家に来た時ね。間違いないね、うん、ピンポーン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 、ガチャ、あ、どうも三本生命の富澤です。三本生命、はい、保険屋かなんかか。ピンポーン正解です。やめろそれ、インターホン鳴らすんじゃないよお前、はい、ピンポンピンポンお前。三本生命、はい、聞いたことないな。あ、電話でこうやってやる CM 見たことないですか。え、これ、はい、テンテレテンってやつ。あ、うちはテッテテー、聞いたことない。聞いたことない。てってては聞いたことない。あ、そうです。ドッキリのやつじゃないか。あと50歳から80歳まで入れる保険が有名です。お、有名じゃん。はい。50、80喜んでたろ。あ、うちは50、80アナコンダ。アナコンダって何50、80アナコンダ。大きい蛇に飲まれた時の保険です。そんな事故ねえよ、日本に。そんなでっけえ蛇いねえんだからよ。まあ、立ち話もなんなんだよ。中にどうぞ。入ってくんな、俺んちのよ。バカじゃない。今何時だよ、お前。朝の5時半です。ガサ入れか、バカ野郎。早すぎんだろ、どう考えても、お前。いや、この時間だったらいるかなと思う。いるけどさ、それ寝てるでしょ、みんな。そうですよね、寝てますよね。テンション高えな、5時半に、お前。浅津ばっか、お前は、ほんとに。まあ、保険の話だけでも。いや、もういいよ、俺保険なんか興味ねえんだよ、大体。あ、じゃあ話聞かなくていいんで、保険入ってもらえませんか。そんなやついるか、お前。入らねえ、バカよ。あ、じゃあ保険入んなくていいんで、うん、話だけ聞いてください。話聞かなくちゃいけないんだよ、めんどくせえな。あ、じゃあ話聞かなくていいんで、うん、保険も入んなくていいです。じゃあ帰れよ。無駄な時間ない。1分だけお願いします。もういいよ、俺寝てたんだからさ。120秒。もういい。180秒。増えてんだよ、どんどん。1分だけお願いします。病にしてどんどん増えてんだよ。お願いします。1分だ、どうじゃ。1分だけ。ああ、1分な。1分だけですよ。なんで上から来るんだよ。わけじゃないよ、今日、会社に行きますよね。ああ。途中で事故に遭いますよね。決めつけんじゃねえよ。わかんねえだろ、そんなの。そうなんです。わかんないんですよ。事故に遭うかもしれない。何が言いたいの？だからわかんないわけですよ。何がわかんねえんだよ。何を言おうとしたかわかんないわけですよ。帰れよ。なんだっけ？帰ってくるじゃん、お前。保険だろ？ちょっと何言ってるかわかんない。お前だよ、それ。保険、保険でしょ？近々、保険金殺人の予定とかない。ねえよ、そんなもん。あっても言うか、お前。あ、じゃあ奥様っていらっしゃらないですか？かみさんいるけどね、出産近いから実家帰ってんだよ。あ、妊娠してるんですか？そうだよ。エロいですね。中学生か、お前。妊娠イコールエロいとかやめろお前。まあでも家族いらっしゃるんだったら、うん、本当保険入った方がいいですよ。いや、よく言われるんだそれ、ねね、お前に何かあったらこう収入がゼロになってしまう。お前誰に言ってんだ。ふざけんなクソ野郎、はい、保険にもいろんなタイプがございまして。タイプ、まず積み立てタイプ。ああ、有名だな、聞いたことあるわ、はい、それから投げ捨てタイプがございます。投げ捨てタイプってなんだよ。保険でもなんでもないじゃないの。かけ捨て、かけ捨て、かけ捨てタイプだ。かけ捨ては聞いたことある、はい、どっちがいいと思います？いや、わかんないけど、どっちかな。まあ、積み立ての方が有名なんじゃない。まあでも毎月支払う保険料高いですよ。何の顔なんだよ。え、何掛け捨てがいいの。いや、それはもうお客さん何かあった時しかお金が入ってこないです。なあ、もう1円も入ってこないですよ。なんか1円も入ってこないです。何の顔なんだそれ。分からない、どっちがいいの。どっち、そんなこと僕に言われてお前が勧めてんだろ。何なんだよお前。まあでもお客さんに合ったタイプの保険を選ぶのが一番です。それはそうだろうね、はい、奥さんいらっしゃいますよね。さんいる。で、お子さんが間もなく生まれるっていうことですね、うん、で、お子さんがそうですね、大学まで行くとしてないですよ。なんか計算してんの。いや、鼻くそが取れないですね。汚ねえな。鼻くそやってたろこれ。そろばん弾いてんのかと思ったらお前汚い。なんで俺につけんだよ。あ、どうなってんのこれ。じゃあ、うち自動車保険もやってるんですよ。自動車保険俺も入ってるわ。あ、でもうち無料でロードサービスが受けれるんです。だ、うちもね、JAF がタダで来るから、はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあメガネ保険ってどうですか。何メガネ保険って。メガネを壊したりなくしたりすることあるじゃないですか。あ、あるある、はい、え、その時お金もらえるの。いや、ロードサービスが何しに行くんだこいつ。何しに行くんだこのおっさんら。そこだけの話。うん、ええ、ええ、何ゴニャゴニャって言ってるだけだよ。何がここだけの話だ。もう帰ってくる。眠いんだこっちは。こっちだって眠いですよ。お前が来たんだろうか。お前帰れだよ。行って何するんですか。そんなもんやろう。うわ、鼻折れましたよ。どこに鼻ついてるの。鼻ここだろう。うわ、行って鼻ここだろう。わかりましたよ。じゃあ保険いいですよ、うん、新聞取ってください。何やなんだお前。おい、そう。いやー、しかし待機児童問題ってのは本当にあるんだな。この保育園でも4件目か。もう決めたいよな。なかなか良さそうだしな、ここは。お待たせしました。ああ、どうも。いや、大丈夫ですか。どうしました。いや、どうしました。血だらけじゃないですか、これ。ああ、これですか。はい、今、園児たちが喧嘩してまして。喧嘩。で、止めに入ったら巻き込まれてしまう。巻き込まれたんですか。はい。
巻き込まれたレベルじゃないですけどね、これね。まあいつものことなんです、ね、いつもそうなんです、はあ、はい、あ、園長の富澤と。あ、園長先生ですか、はい、どうもよろしくお願いしま す, します。あの伊達と言います。伊達さん、はい、あ、もしかしてあのランドセルの寄付の伊達さん。あ、違います違います違います、それは伊達直人。伊達直人じゃないです。あの、そう、タイガーマスク。タイガーマスクの。いや違います違います、私は違います。あの、この保育園の説明を聞きに来た伊達と言います、はい、あ、じゃあ何でもない伊達さん。何でもないって言われるとあれですけどもね。あ、そうですか、今日は奥様はどうなさったんですか、浮気か何か。いや違いますよ、何ですかそれ、失礼な。あの、子供がちょっと家で熱出して。まあどうぞ座ってください。なんで人の話聞かないんですか、はい、どうぞどうぞ。いいですか、はい、すいません、ちょっと小さいのしかなくて。お話聞きた。あ、いいんですかこれ、はいはい、どうぞ。いや僕ね、4件目なんですよ。あ、そうですか。やっぱ待機児童問題っていうのは本当にあるんだなっていうね、まあそうですね、すいません、大丈夫ですか、すいません大丈夫ですか、頭ドーンですよ、すいません、小さい。いや、これボバラバラになっちゃいました、これ大丈夫ですかこれ。大丈夫です大丈夫です、いっぱいあるんで片付けますんで。あ、そっちに座ってください。子供の椅子ですもんね。すいません、はい、すいません、どうぞどうぞ、すいません。これ、これ座っていいですか。ええ、どうぞ。いや、4件目なんですよ。あ、そうですか。だから待機児童問題って本当あるんだなっていうね、あの立ちましょうかね。立ちますか。あのピーピーになるんです。あ、そうですか。じゃあ、まあ、子供たちの椅子ですからね。そうですね、すいません、じゃあ立って、はい、立っていいですか、させていただきます。はい、お願いします。私がもともとですね、全盛期の戸塚ヨットスクールみたいな、そういう保育園を作りたかったんですね。は、戸塚ヨットスクール、ただ周りからひどく反対に遭いました。いや、そりゃそうでしょう。だってスパルタ教育でものすごい問題になりましたから。そうなんですよ、なんで今は伸び伸びをテーマにやっております。随分方針変わりましたね。真逆じゃないですか。もうだから、まあ一言で言えば、泣いてすぐ道具を頼りにしてしまう子供っていうんですか。それ伸び伸びっていうか、伸び伸びたじゃないですか。伸び伸びたはなんかあんまイメージしない方がいいと思いますけど。あ、まあでも理念が3つございます。理念が3つ、はい、は、負けないこと、はい、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。いや、大自慢ブラザーズバンドじゃないですか。今4つありましたよ。ほんでダメになりそうな時、それが一番大事ですから。いや、まあ、間違ってはいないんですけどね。高価な墓石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしいですから。ですからって言われてもあれですけど。散々わがまま言った後、あなたへの思い。もう歌ってんの気づいてますよ。もう歌ってますよ。もう歌ってましたか。歌ってますね。あ、そうですか。いや、どんだけそれが大事に影響されたんですか。たまたまですけど、ね、たまたまですかね、まんまですけどね。あ、そうですか、あ、伊達さんにはお子さんはいらっしゃるんですか。いるわ。いますよ。それいなかったらただの保育園マニアじゃないですか。いや、いますよ。お子さんはおいくつなんですか。あの、4歳の男の子です。4歳児、はい。伊達さんはおいくつなんですか。私ですか、はい、私41です。41歳児はつかないですね。G はつかないです、大人なんで。お子さんは名前は何て言うんですか。なければ番号で呼びます。なんで番号で呼ぶんですか。なんでそんな囚人みたいな扱いするんですか。ありますか。名前ありますよ、ヒカルって言います。ヒカルくん、はい、キラキラネームだ。キラキラネームじゃないですけどね。昔からありますか、ヒカルっていうのは。ヒカルくんはどんなお子さんなんですか。そうなんです、ちょっとあの心配事が実はありまして、ちょっと人見知りが激しいんですよね、はいはい、なんでこういう保育園とか入った時にね、こうちゃんと友達とかできるのかなっていう不安っていうか。その辺は全然大丈夫です。大丈夫ですか。打ち解ければ友達100人ぐらいすぐできますから。あ、マジですか、ええ、いや、なんかちょっと安心しますね、ええ、友達100人できますか。はい。ありますもんね、歌でもね、友達100人できるかなっていうのね。ちょっと知らないですけどね。知りません。知らないです。いや、友達100人できるかなってあるじゃないですか。ないですね。ないですか。ないですね。あ、そうですか、ええ、あ、ありましたけどね。ないですけどね。友達100人ないですね。あ、そうですか、はい。あの、園児はどれぐらいいるんですか。世界にです。世界にじゃないです。誰が急に世界規模の話したんですか。いや、この保育園に。うちには50人ですね。足りねえよ、100人まで。足りないじゃないですか、100人、まあ、あとは自力で何とかしてもらう。あと50人自力で何とかするんですか。はい。あ、そうですか、はい。先生は何ぐらい。先生は150人。めっちゃいるんですね。先生150人、まあ、だから園児1人につき先生が3人つくことになります。気持ち悪いですね。そうですか。シャチか、おい。え、シャチどういうことですか。いや、シャチみてえだなと思って。シャチ、あのシャチってね、はい、あの狩りをするときに3頭で狩りをするんですよ、はい、
だから例えば氷の上にアザラシがいたとするじゃないですか、はい、とシャチは3頭で囲むんですよ。でこっちのシャチがものすごく揺れるんですね、そうすると波が起きるじゃないですか、はいはい、とこう氷が揺れてアザラシが海に落ちるんですよ、はい、でそれをパクっていう、うん、でシャチかっていうね、すいませんちょっとあのそういう仕事もしてまして、何の仕事してるの？クレープ屋です。あんま関係ない。あのちょっと家でそういう研究をね勝手にしてまして。あ、そうですか。はい、であのアニマルプラネットとか見てるんで、はい、見てるだけですか？そうですね、見てるんで。別に関わってはいない。関わってないです。関わりたいなと思ってますけど。クレープ屋ですもんね。そうですね。あ、そうです。はい、まあ、だからシャチみたいな保育園。どんな保育園ですか？私の情報じゃないですか、はい、であの聞きたいんですけど、はいはい、あのどんな保育の授業みたいな、どんな感じなんですか？ああ、お歌、お絵描き、おいちょかぶとか。おいちょかぶ、おいちょかぶ保育園で、はい、まあうちは遊びも本気ですから。あ、そうなんですか、はい、おいちょかぶやるんですか？やりますよ。4歳で、ええ、はあ、そうなんですか、はい、で例えばあの、はい、この保育園で、はい、この保育園にしかないなんか遊具みたいなあったりする？ああ、ありますよ。あります、はい、どんなん？日焼けマシン。日焼けマシン日焼けマシン遊具じゃないような気がします。そうです。なんでそんな保育園に日焼けマシンあるんですか？まあ色黒の方が健康的でいいじゃないですか。いや確かに色黒の方健康的でいいですけど、はい、それだったらちゃんと外で遊ばした方がいいと思いますけど、ね、もちろん専用のグラウンドもございます。あれグラウンドありましたっけ？はい、ここから車で約5時間のところにある。めちゃくちゃ遠いじゃないですか車で5時間。はい、もう他県ですね。もうね、まあでもたまに散歩があったらね、歩いて行ったり。そこまで？はい。何日かかるんだよそれ、はい、あ、そんなこともしてるんですか？はい。いやでもそれ怪我とか危ないです、そんなに歩き出す。その辺は大丈夫です。大丈夫ですか？うちは園児を大事な商品として扱って。感じ悪いですね金儲けの道具みたいになってるじゃないですか。どうでしょうね。なんでそんな生き生きしてるんですか目。あ、そうなんですか。はい。あ、でもちゃんとああやって絵とかも描いたりするんですね。 あれは僕の絵です、ね、あれ園長の絵、はい、え、これ園長の絵なんですか？絵が趣味なもんで。普通子供の貼りません？こういうの。あ、子供ならお家に持って帰りますから。あ、それで園長の絵貼ってる。そうです。はあ、はい、絵が趣味。そうですね。そういう人はすごい下手くそですね。ありがとうございます。いや褒めてないですよ、なぜかあの暗闇に光る目みたいなやつ。あれどんな心境で描くんですかね。隣なんか魚群みたいなのありますしね。あれはあのパチンコが好きなもんで。わかんないですけど、はい、あ、そうなんですか、はい、他に何か質問ありますか？あと、はい、送迎っていうのは送迎バスかなんか。あ、うちは自転車になりますね。は？1台の自転車で迎えに行って、はい、できるだけ多くの園児を積んで帰ってくる。いや中国雑技団か、おい。いや見たことあるわテレビで、はい、1台の自転車に子供ワンサカ乗せて、はいはいはい、扇形みたいなとこんな。あ、そういう感じ。え、そうやって送迎すんの？はい。あぶね。だからまあ午後には全員集まればいいかなと思ってます。集まった途端もう帰る準備じゃないですか。まあそうですね。まあそうですねって何なんですか、はい、いや危ないですよ。絶対バスにした方がいいですよ。バス。いやバスは危ないですから。いやチャリンコも危ないでしょ、どう考えても。バスガス爆発がありますから。それ早口言葉なんでしょ。ブスバスガイド、バスガス爆発がありますから。いやないですよ。何がですか？いやブスバスガイド、バス爆発はないですよ。何ですか？ブスバスガイド、ガス爆発はないですよ。なんか足りないんですよね。何がですか？ブスバスガイド、バスガス爆発がありますから。ブスバスガイド、バス爆発はないですよ。ブスバスガイド、バス爆発はないですよ。ガスが抜けてるんですよ。ブスバスガイド、バスバスバス。バスが2回出てきてるんですよ。ブスバスガイド、バス爆発はないですよ。バクが乗ってきちゃってる。ブスバスガイド、バスバス爆発はないですよ。バスが2回出ちゃってる。うるせえな。とにかくないですよ。まあいいでしょう。なんすかいいでしょうって。わけわかんないですよ。あとちょっと一つ聞きたいんですけど、はいはい、うち共働きなんですね、ええ、で例えば保育園でその保護者が参加するイベントみたいなのあるのかなと思って、はい、まあ運動会とかクリスマス会とか多少ありますけどね。ああ多少あります、はい、ちょっともしかしたら参加できない可能性があるんですよ。大丈夫ですかね。まあ参加できない場合には罰があります。罰？はい。何ですか罰？あ、今は言えませんけどね。いや言ってください。罰何ですか？いや参加できなかった時に明らかになります。いや何でそんな罰。すげえ笑ってるじゃないですか。何でそんな罰があるんですか？他に何かお子さんのことで悩んでることありますか？
そうですね、最近ちょっとあの言うこと聞かなくなったかなっていうね、あの育て方、間違ってたのかなっていう感じはありますけどね。そういう子はぜひうちに入れてほしいですね。一発で言うことを聞くようになりますから。これちゃんと強く言い聞かせるってことですか。いや、パンチしますから。は？パンチ？パンチです。何ですかパンチ。パンチってこういうやつです。いや、2回言ってるじゃないですか、もうこれ。いや、なんで手出すんですか。やめた方がいいですよ、そういうの。まあ、言うことを聞かなければパンチしますから。トスカルトスクルと一緒じゃないですか。いや、何が伸び伸びで、あなた一人で伸び伸びやってるんですよ。いや、うちはお父さんにもパンチしますから。え、保護者にもパンチすんの。はい、お母さんにもパンチしますから。いや、やめた方がいいですよ、そういうもう手出したりするのは絶対良くないですよ。言うことを聞けばパンチなんかしませんよ。言うことを聞かないからパンチするんです。いや、違います。だから言うこと聞く聞かないじゃなくて、ね、そうやって手出すのは今本当にダメですから、このご時世特にね、はいはいはい、だからやめた方がいいですよ、はいはい、そういうのね。一体何すか。何してるんですか。今すごい反抗的な態度を取ってきたんでパンチしました。いや、なんでパンチするんですか、そうやって。いや、だから説明聞いただけですよ、まだ。でも反抗的な態度を取ってきたんでパンチしました。そんなもっともらしいこと言ってるんですか。手出すのは良くないです。今そういうのこのご時世特に怒られますよ、ね、はい、その子供たちもそうですけど、親にパンチするってあなたどういう神経してるんですか。まあ、でもこれはしつけですから。しつけとかじゃないです。手出すのが良くないって言ってるわけです。言ってなんすか。もうすいません、言って分かんないんで、口で言って分かんないんで。いや、間違ってますよ本当に。もうやめた方がいいですよ。あ、何ですかこれ。暴力ですよこれ。こっちのセリフで。あなたはうちにまだ入ってないんですよ。こっちのセリフだっつってんの、それは。これ暴力ですからね。お前がやってきたんじゃねえか。2回警察呼びますから。お、俺の方絶対先に呼ぶかな。逃げないでくださいね、警察呼びますから。逃げないでくださいね。あなたこっちのセリフなんだ全部。あなたはここ叩いてきたんですから、ね、あなた2回叩いたら行って3回目だよ。逃げないでください。3回目だぞ。あなた3回だと叩いたの。ちなみに入園は4月からだよ。入るわけねえだろ。世の中興奮することいっぱいありますけども、うん、ただやっぱり一番興奮するのはね、あの、うん、お弁当買いに行った時だね。間違いない、ね、間違いないですよ。あれ、昨日の夜まで何もなかったのに急にお弁当屋さんできてんな。興奮してきたな。ちょっと入ってみようか。いらっしゃいませ。ソースはお付けしますか。最初に聞くとかそれ。最初に聞こうじゃねえだろ、動画のやつも。なんだお前、びっくりしたな、はい、お前。お弁当屋さんでしょ。はい。弁当見た、弁当。はい、わ、いろんな種類あんな。そうですね。迷うな。どうしようかな。お水でよろしいですか。いや、さばくか、お前。はい、なんだろう、弁当屋来てすぐ水頼むんだよ。あ、そうですか。お弁当買いに来てるんだよ。あ、そうですか、すいません。いろいろあるね。はい。お、なんかあんの、おすすめは。そうですね。やっぱ、うん、なんだかんだ言っても愛妻弁当じゃないですか、ね。いやいや。そういう世の中的なことじゃなくて。はい。世の中的にはそうかもしれないけど、はい、お弁当屋さんのおすすめ聞いてる。あ、お弁当屋のおすすめ、それ一番人気はやっぱ唐揚げ弁当になります、ね。あ、いいね、唐揚げね、はい。俺揚げ物好きなんだよね。あ、そうなんですか、うん。僕は鷹の花の方が好きですけどね。揚げ物って聞こえた？はい。揚げ物って聞こえたの？はい。言うわけないじゃん、そんなの。え、揚げ物っつったの？揚げ物っつったの？揚げ物好きなの？すみません、はい。間違えるからね。はい、あ、唐揚げうまいの？はい。外はペリペリ、うん、中はじとーって感じ。まずそうだな。かさぶたみたいじゃないか、お前。普通外はカリって中はジュワー。あー、そんな感じです。あ、そんな感じだ、はい、じゃあ唐揚げもらおうかな。あ、すいません、唐揚げ弁当終わっちゃったんです。終わったの？はい。な、すげえ売れ行きじゃん。すいません、人気なんだそんなに。はい。あ、そっか。じゃあ2番人気どれ。2番人気はダブル海苔弁当ですね。あー、ダブル海苔弁当ね、わ、はい、かるわ。海苔が2段になってるやつね。いや、海苔が W っていう字。いや、何のためだよ。何のためにそんなことすんだよ。海苔弁って笑みたいな。全然面白くねえじゃん。人気あんの？はい。じゃあいいや、それちょうだい。すいません、海苔弁も終わっちゃった。終わってんのか、それも。はい。すげえ人気だな。人気です。あ、そうなんだ。はい。じゃあ、この定番の生姜焼き弁当で。終わってますね。終わってんのか、おい。全部終わってんじゃん。何だったらあんのよ。すいません、今お米切らしてるんです、ね。もう閉店しろよ、じゃあ。なんで米ねえんだよ、お前。でもあと5分ぐらいで炊き上がります。あ、そうなの、はい、今炊いてんだ。はい。じゃあ5分待てば炊きたてのご飯食えん。そうですね。じゃあ待とうかな。本当ですか？うん。ありがとうございます。このご恩は一生忘れませんので。大げさだな。すげえ大げさじゃん、お前。ジャロに電話してるわ。あ、やめてください、ジャロはやめてください。いや、しないよ。本気にするんじゃないよ。すいません。じゃあ待つ待つ待つ。あ、そうですか。じゃあせっかくだからさ、はい、俺これ好きなんだ。これ油淋鶏弁当にしようかな。あ、ちょっとないですね。は？いや、だって5分後米炊き上がるんでしょ、はい、何がないのよ。作る技術がない。外せよ、じゃあ。何カッコつけて書いてんだよ、お前。あと、油淋鶏が何なのかがちょっとわからない。何なのかわかんないの、はい、いや、唐揚げよ、ほとんど。あ、唐揚げなんですか。鶏の唐揚げほとんど。唐揚げに血みたいのをかけるんですか。血、違う。
油淋鶏は血液じゃないよ。あ、違うんですか。なんか甘辛ソースみたいにかけるの。あ、ちょっとできないですね。できないんだ。すいません。外しとけな、じゃあカッコつけて書かないでな。はい、じゃあこのミックスフライ弁当にしようかな。ミックスフライは大丈夫です。あ、ほんと、はい、じゃあそれ一つちょうだい。はい。うん。分かりました。ほんでさ、はい、このコロッケをメンチカツに変えてほしいんだけど。あ、それはちょっとできないんですけど、うん、エビフライをたくあんにだったらできます。いや、だからそのエビフライをさ、メンチカツにしてよ。あ、それはちょっとできないんですけど、うん、唐揚げをたくあんにだったらできます。いや、唐揚げは食いたいじゃん、まあね、一押しなんでしょ、はい、じゃあこの白身魚のフライを、あの、メンチカツにしてよ。それちょっとできないんですけど、うん、トンカツをたくあんにだったら。誰が先からそれ。誰がすんの先からたくあんに、お前。メインのおかずをたくあんに変えるやつ。いるか、そんなやつ。一枚入れとけ、鼻から。ちょっと何言ってるかわかんないです。こっちだよ、わかんないの、お前。え、いいよ、じゃあ普通のやつで。ミックスフライでよろしいですか。いいよ。ミックスフライお願いします。俺に言ってんの、お前。俺のメイメイって言ってるけど、コンドミニアムか、お前。違うんですよ。俺が作るのか、お前。ミックスフライお願いします。ソースをお付けしますか。それは俺に言うんだよ。それは俺に言うんだよ。すいません。なあ。はい、ほんで俺醤油派だから。醤油派。うん、ソースいらない。あ、わかりました、醤油で、はい。ほんでさ、これサービスで増量中って書いてるけど、これ何？ご飯大盛りとかできる？いや、これ消費税ですね。何してんだ、勝手に。勝手に何消費税増量してんだよ、お前。バカじゃないの、こいつ。あと、プラス500円で鮭弁当がつくんですけど、どうします？うん、もう一個買うだけだろ、これ。鮭弁500円で売ってんだから。何今ならお得みたいな感じで言ってんの？いらない、いらない、そんな。そんなことよりお会計。そんなことよりってなんだよ。お前が提案してきたんだろ。600円になります。600円ね。はい、500円玉2枚で。はい、大丈夫です。はい、はい、お預かりします。400円のお返しですね。はいはい。50円玉2枚でもよろしい。足りねえよ。100円じゃねえか、それで、お前。ちゃんとよこせ、お釣り。400円のお返しになります。はいはいはい。ソースはお付けします。うるせえな、ソース。つけろ、もう。ずっと言ってんの、朝から晩までお前。すいません。はい、そうそう、はい、お前。あと、こちら、次回から使えると言われている割引券。怪しいね、随分。怪しい割引券だな、お前。誰に使えると言われているの、これ。これ、いつまで使えるの、今から1時間後で。いや、フードファイターか、おい。飯食ってすぐ買いに来なくちゃいけない。いらない、いらない、こんなの。うん、いらない。お待たせしました。うん、醤油派のお客様。派閥で呼ぶなよ。派閥で呼ぶな、俺しかいないんだよ、お客さんさ。お箸は3膳でよろしいですか？ 1 膳でいいよ。1膳。お前何、アシュラマンに見えてんの、俺のこと。違います、はい。1膳でいいんだ、バカタレが、お前。お召し上がりまでどのぐらいですか？まあ、家から10分ぐらい。10分ぐらい。10分ぐらい。じゃあ、ドライアイス4つ入れて。1個も入れなくていいよ。ドライアイスなんか、お前、アイスクリーム買ったみたいなんだろう、お前。いらないよな。あと、今だと無料でお味噌汁がつくんですか？あ、いいサービスだね、そう、ちょうだい。あ、本当ですか、うん、じゃあ、手こうやってもらっていいですか？直でもらうの。味噌汁直でもらうの。はい。いや、いい、熱いわ、そんなの。大丈夫です、冷たいんで。冷てえのかよ、お前。まずいだろ、その味噌汁。いらない、いらない、ですか、いらない。じゃあ、お会計600円になります。さっき払っただろうが。もう、どうもしますか。いろんな物件あるもんだよな。どれにしようかな。どういうのがいいかよくわかんねえんだよな。まあでも広い方がいいんだよな。いろんなの貼ってあるけどな、ちょっとよくわかんねえな。あ、ちょっとあのおっさんに聞いてみようかな。うん。あ、いらっしゃいませ。あ、すいません、部屋探しに来てるんですけど。ありがとうございます、うん、わざわざ遠いところから。どっから来たか言ってねえよ。いや、近いよ、うちは。あ、そうですか。うん、いや、近いよ。お客さんにぴったりな物件ありますよ。もうあんの？はい。まあ何も言ってないけど、条件あります、あります。あんの？はい。おうおう。家賃と水道光熱費がタダで。ただ食事もついてるんです。マジで？はい。すげえいいじゃん。日当たりあんま良くないんですけど、月明かりは最高です。あ、いいね、月明かりね、はい。俺夜好きだからさ。え、それどこなの？網走です。刑務所じゃん。刑務所だろ、それ。そっち系の方。そっち系じゃねえよ、バーカ。俺まだ犯罪とか犯して、まだっていうか犯さないんだよ。これからもお前。大体俺あれだよ、お前。粉チーズ工場で働いてっからね。粉チーズ工場？そうだよ。知らねえだろ、はい。どうやって作るか知らねえだろ。あ、わかんないです。粉チーズ。はい。粉チーズ好きか？好きです。あ、ほんと？はい。だからチーズって最初でっけえんだよ。あ、こんなに大きいの？すげえでっけえ、こんなでっかい。はい。で、それ持って、はい、重いんだよ。はい。で、ヤスリにこう、擦りつけて。あ、そんな作り方してるんですか？そうそうそう。したら、まあ、ふわふわふわって出てくる。へぇ。で、それをお前食ってる。あ、そうなんすか？あれ俺作ってるから。へぇ。うん。こんなのもういいよ、やんなくて。俺の話もういいだろ。あ、はい。部屋探しに来たの？あの、今ですとカウンターになっちゃうんですか？カウンターってこれだろ？はい。別にテーブル席とかねえしよ。はい。これしかないの、ね、いいよ、これ。あ、じゃあこちらどうぞ。あ、ほんと？はい。うん。あ、段差気をつけてください。どこに段差あんだ、これ。全然ないけど。はい。大丈夫かな？無事に来たよ。まあ、いろいろ考えたんですけど。うん。お客さんの場合、双子山部屋が一番よろしいかな。俺、力士になりてえっつった？え？言ってないよね。あ、ないです。力士別になりたくねえし。あ、そうですか。もう35だし、はあ、今からお相撲さんなれないでしょ、はあ、今からなりたいってお前友の花か、俺なあ幕下付け出しデビューか、お前。ちょっと何言ってんのか分かんないです。
いたんだよ、そういうやつがよ。あ、そうなんですか。力士じゃなくて、はい、マンション探しに来た。うちダンジョンは扱ってない。ダンジョンじゃない、マンションだよね。あ、マンションです。誰が地下迷宮に住むんだよ、はい、マンション。あ、マンションだ。そう、はい、いや今度結婚するからさ、ちょっと昼間の部屋に住もうかなって。それおめでとうございます。あ、ありがとうね。女房はどんな方なんですか。女房って言うの。なんでお前が女房って言うの。奥様とか言うの。奥様、奥様、奥様はどんな方なんですか。まあね、あの年上でさ、なんかこう落ち着きがあるしね、飯もうまいしね、うん、結婚してよかったと思ってるよ。いや、そうじゃなくて、うん、どんな方なんですか。あ、肩の話してる。肩の話、はい、ショルダーの方。そうです。あ、そうなんだ。女房役だとやっぱ狂犬なのかなとか。あ、キャッチャーじゃねえんだよな。あ、違うんですか。うん、俺もピッチャーでもねえし。あ、そうですか。うん、あ、まあじゃあ探していきますんで、うん、交換条件の方お願いします。なんでお前の条件なんだよ。何交換条件って。俺の条件は一方的に飲めよ。条件言ってください、うん、これ何だか分かんない機械で探します。パソコンって言うんですよね。これパソコンだろこれ。場所なんですけど、うん、岐阜のどの辺りか。言った俺岐阜って。あ、岐阜って言ったっけ。え、言ってません。一回ぐらい言った岐阜って。言ったんじゃないですか。言ってねえな。あ、そうですか。うん、岐阜だったら岐阜で聞くもん。あ、そうですか、うん、はい、岐阜じゃない、この辺。あ、この辺でよろしいですか、うん、はい、この辺で。そうね、まあ駅から歩いて10分ぐらいのとこかな。うん、で駐車場があって、でコンビニ近いのにね。早いですよ。え、早い早い、はい、こうやって打ってるの。あ、こうやって打ってるのこれ、はい、こうやって打てないの。はい、ちょっとまだ分かんない。下手くそなんだね。すいません。はい、で駅から10分ぐらいだよな。はい、うん、で駐車場があってさ、はい、でコンビニが近いのにね。はい、うん、駅から10分で、うん、駐車場付きのコンビニで。コンビニじゃないかそれ。コンビニだろそれ、はい、交番に行くわそれだったら、はい、コンビニ探してるわけじゃないの。そこに近い家を探して、マンション。あ、マンションで、はい、マンション探して、はい、うん、家賃賃いくらぐらい。家賃賃って何だよ。何家賃賃って、はい、おちんちんみたいになってんの。おちんちん探してる。探してねえよ。立派なのついてるわ。おちん、家賃でしょ。おちんおちんって何だよ。おちんって何だよ。な、親のちん。親のちんちんみたいになってんの。親のちんちん。親のちんちん探して仙台にあるわ。おやちんでしょ。仙台なの。仙台あるだろ、その親のチンチン。親のチンチンは。親のチンチンってなんだよ。これ叩くとかそういうのねえだろ、このコント。はい、すいません。親のチンチン、お家賃でしょ。お家賃。お家賃。お家賃。うん。お家賃いくらぐらいでしょ。お家賃、そうね。まあ、15万かな。もう一声。いや、じゃあ出して16、え、上げてくの、そうやって。はい、上げてくの、そうやって。ダメですか。俺15って言ってたの、15で探す。あ、15。お前はさ。はい、15で。うん、15だな。はい、うん。でね、まあ 2LDK 欲しいな。 2LDK、 うん、 2LDK っていうと2つのレーザーディスク完備でよろしいですか。そんなわけねえじゃん。何その LDK お前。え、何 LDK っていうのはさ、レーザーディスク完備なの。あ、違うんですか。違うでしょ。リビングダイニングキッチンでしょ。リビングダイニングキッチンのことです。なんでいい声で言ったんだよ。じゃあこれですね。それで15万な。15万ですね、うん、はい、じゃあ今あるかね。お待ちください。あ、これいかがですかね、うん、女性限定のマンション。しまえ早く。じゃあしまえ。おちんちん取る予定とか。おちんちん取る予定ねえ。あ、ないですか。あっても言わねえよお前。ああ取る予定ないよ。ないです、ね、ああ、じゃあダメですね。ダメでしょ、この女性限定とか、はいはい、だから俺の言った条件で15万以内探せっつってんの。あ、15万以内。ああ、これどうですかね。あ、これ、はい、あ、これあれじゃん、隣コンビニじゃん。あ、これコンビニじゃなくてコンビナートになる。コンビナート。何コンビナートってお前。まあ、でっかいコンビニじゃん。でっかいコンビニじゃないよこれ。違うんですか。多分工場地帯とかだよこれ。あ、そうなんですか。水島コンビナートとか聞くもん。あ、そういうことなんですか。隣コンビナートってあんま聞いたことないけどな。これコンビニではないよ多分。あ、そうですか、うん、だから多分誰も住まないんじゃないこれ、うん、じゃあこれどうですか。おう、これ30階の最上階なんです。うわ、すげえ。じゃあ30階ってこと。そうです、そうです。これすげえいいじゃんこれ。ただエレベーターないの。何やってんの。どんな設計ミスだ。もう帰りたくないもんだって俺。エレベーターに30階なんて出たくもないですよ、ね、出たくもないよ、うん、完全に30階で引きこもるよ。カリン様みたいになるよ。いいのこれ。これないわ。ない。これしんどいわ。ダメですか。あ、じゃあないのほか、お、これ何これ。はい、これ KK っていうのは何。キッチンが2つってこと。いや、これキッカー工事が住んでる。あ、キッカー工事なの。キッカー工事の KK だ。そうそうそう。あ、キッカー工事が住んでる。そうですね。何この図面、おかしいでしょ。まあ、ルームメイトかなんか探してるんでしょうね。あ、ルームメイト探してんだ。はい、へぇー、これなんていうマンションこれ。モニカですね。モニカっていうんだ。あー、デビュー曲だね、これ ね、 ね。あんまり書かない方がいいと思うけどね、企画工事って。あ、そうですよね。逆にね。みんな入りたがるよ、これね。あ、なるほど。あ、これはこれ 3K ってこれ何。これ汚い、臭い、格好悪い。あ、そのままなんだね。格好悪いとかなんだ。
はい、いやでもどうせ済むならカッコつけたいぜ。はあ、はあってなんだよ。はあじゃない。あ、これ広いですけど、これどうですか。あ、これすげえ広いな。はい、え、これ何 3B って、B って何。これ3年 B 組です。あ、教室。あ、教室も貸してんのお前のとこ。一部屋になっちゃいますけどね。ワンルームだよね、完全に、はい、ちょっと広すぎるし、なんか嫌だな、教室で住むのは。なんかこう貼ってんのとかさ、いいのないの。あ、それ全部人が住んでますね。剥がせよ。住んでんのこれ全部、はい、剥がした方がいいよこれ。西日が結構入ってくるんですよ。知らねえよそんなの、はい、さっき見てた人いたよ、ここ住もうかななんて。本当ですか。これ剥がした方がいいわ。これどうですか。うん、これ 3LDK で、うん、駅コンビニ近く、うん、風呂トイレ近くなんです。風呂トイレ近くってなんだよ。風呂トイレないのここ。ないんですよ、近いんですよ。 3LDK で風呂トイレないんだここ。はい、すげえ設計ミスだなこれな。そうですね、風呂トイレ近くじゃなくてあった方がいいな。あった方がいいです、うん、これであればいいんでこれでいいんだけどさ。あ、じゃあこれ駅コンビニ近くで、うん、風呂トイレ別駐車場付き、うん、これでオチンが。オチンってなんでだから。家賃もういいだろそのチンの話は。お前家賃10万円。え、これ安いな。はい、え、これこれで、ね、家賃10万？ 10 万です。すげえじゃんこれ。ただこれ、うん、南向きなんですけど、うん、北枕になっちゃうんですよ。いや俺のさじ加減だよ。枕置くのは俺のさじ加減だよ。北枕って書かない方がいいよこれ。あ、これ書かない方がいいです。え、これで10万？そうなんですよ。これおすすめ。あ、これすげえいいな。絶対いいです。これお得じゃないのこれ。はい。これいきます？あ、これしようかなこれな。本当ですか？え、ちょっと待ってよお前、はい。ちょっと待ってよお前。なんですか？怪しいぞお前。何が怪しいんですか？これだってこんないい条件でさ10万って。はい。これお前。誰か死んでんじゃねえだろうなこれな。いや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 、もう片付けました。片付けたの死んでたの。死んでましたけど。死んでて片付けたの。もう大丈夫ですよ。片付けたとかそういう問題じゃねえと思うけどな。もう綺麗になってます。え、何もないのここは。何もないです。変なこと起きない。大丈夫です。本当に。はい。これ大丈夫かこれ、はい、これな、洗面所にこれ OBK って書いてある。これ何。これお化け。お化けじゃない。何その OBK って。いや、ここにしか出ないんですよ。それが嫌なんだよ。洗面所に出るお化けが一番怖いよ。鏡映ってる、鏡だよもう完全に、うん、これないわこれ。まあでも10万円でこの条件だったらこんな人が死んでるし、お化けも出る。何が面白いの。お前が住めよこれ。バカじゃないのこいつ。もういいわ、もう変な物件しかねえだろここ。え、もういい、俺違う不動産行くわ。違う不動産ですか。ああ、じゃあ条件お願いします。自分で決めるわ。今日から校でアルバイトする留学生の。あ、オッケー。はい。俺が店長の伊達だからよろしくね。あ、私の名前は、うん、マイク・デイビスで。ああ、マイクって言うんだ。いや。じゃあマイクでいいのかな？なんか呼び名あんの？日本の友達には外人って呼ばれてる。そのままだな。多分友達じゃねえよ、そいつら。まあ、うちはファミリーレストランだから。まあ、日本語難しいけどさ、ここはうちは簡単だからな。ああ、うん、でも緊張します。大丈夫だよ、お前。おしっこが、漏れそうですが。大人だろ、お前。うんこは、漏れてます、うん。大人だろって。なあ。まあ、ちょ、時間ないから、今から俺がマンツーマンで教えるから。マウストゥーマウスで。気持ち悪いな。なんで口移すんだよ。マンツーマン。マンツーマン。英語だ、わかるだろ、お前。いやらしくお願いします。よろしくだよ。なんで俺いやらしく教えなくちゃ。そういう店じゃねえだろ。よろしくお願いします。そうそうそう。基本的にはね、あのお客さんには元気よく挨拶。挨拶。挨拶はダメだ。挨拶。挨拶。あ、誰がお前元気よく挨拶する店員だよ。おかしいだろ。挨拶。挨拶。これが基本だから。いや。ちょっとじゃあ練習してみようかな。オッケー。向こうからお客さん入ってきます。いらっしゃいませ。はい。わっしょいだぜ。違うな。なんか祭りみたいになってんだ。間違ってる。間違ってる。ちゃんと聞いといて。いらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。そうそうそう。オッケーオッケー。じゃあ次、あの、人数を確認する。人術。人術は聞かない。人数。人数。なんで人術聞くんだよ。まあ、例えばよ。例えば、こういうやつがこうやって入ってきたら聞いて。ね。その前に俺のとこ呼んで。呼べばいいの。確認すから。伊賀なのか、甲賀なのか。いや。確認すからさ。よし、聞いといて。何名様でお越しですか。はい。何名様のみこしですか。みこしじゃねえよ。お越し。お越し。お越し。なんでお前さっきからちょいちょい祭り見てんのか。ちゃんと聞いといてくれ。何名様でお越しですか。はい。南米風の祭りですか。祭りって言っちゃ、祭りって言っちゃってんじゃん、お前。言っちゃっちゃってます。祭りって言ったよ、お前。今言っちゃっちゃってます。ちゃ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 、うるせえな、お前、ちゃっちゃ。え、南米風の祭りはリオのカーニバルだろ。例えばよ、こうやつがこうやって入ってきたら聞けや。その前に俺のとこ呼んでくれ。な、呼べば。ちゃんと呼べばいいんだよ。ちゃんと聞いといて。何名様でお越しですか。はい。南米行ったらわかるんですか。お前だよ、それ。完全にふざけてんだろ。な、
何名様で、何名様でお越しですか。何名様でお越しですか。いいや、もうそれで。OK。OK、OK。じゃあ次に、タバコを吸うか吸わないか。これ確認するか。いや。タバコの方を吸いになられますか。はい。卵。卵じゃない。タラコ。タラコじゃない。タバスコの量で。どんな分け方だ。タバスコの量で席分かれんか、お前。タバコ。タバコ。そう。タバコの方を吸いになられますか。はい。タバコの方をお吸いになられますか。うんうん、そうそうそう。OK、OK。で最後ちょっと難しいんだけど、それではお席の方ご案内いたします。はい、それではお席の方ご案内いたします。できたのか。うまいな、おい。間違ってない。全然間違ってねえ。俺よりうまいわ。うん、これはいいんで、これでね。で最後に、注文を聞きます。で注文間違わないように、それでは注文の方を繰り返しますって言ってちゃんと繰り返すね。言ってみ。それでは厨房の方を振り返る。注文繰り返すわ。何があったの厨房で。黙って振り返る、そんなもん、お前。注文の方を繰り返します。そうそう。こんな感じ。オッケー。分かった、yeah. なんかここまでで分かんないことある。ああ。愛と恋の違いは何だよ。知らねえよ。そんな話してねえだろ、今。なあ、俺が知りてえよ、そんなの。で、石田純一さんに聞いてこい、お前。ちょっと何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。仕事の話してる。な、仕事の話で何か分かんないことあるかって聞いてる。あそこのサラダバーとは何ですか。あ、サラダバー、あれあれはあのサラダ食べ放題のコーナーである。あ、隣のドリンクバーとは何ですか。ドリンクバーも一緒で、その飲み物飲み放題のコーナーである。あそこのババアは、ババアっていうのお客さんだろ、お前。聞こえんだろ、ババアに。お前やめとけよ、お前。もみ放題、もみ放題じゃねえよ。ババアのもの何が頼むの。うん、大体そんな感じ。いや、分かった。じゃあちょっと2人で実践してみるからな。あ、それじゃあ私お客やります。じゃあ俺が店員やるから。お前なんでだよ。お前の練習だろ、これ。お前の練習。お前が店員だろ。お前が店員。俺が客だよ。お前が客。お前って誰言ってるの。お前が店員。お前が店員。俺が客。俺が客。お前が店員。俺が客。俺とお前が分かんねえな、こいつは。お前、いいや、いくよ。うん、わ、いらっしゃいませ。わっしょいって言いかけたから気をつけて。何名様でお越しです。そうそうそう、一人です。寂しいです、ね、教えたかったよ。教えたか。帰っちゃうよ、お前。何が寂しいだろ、お前。さでこうはテレビから出てきます。出てくるけど。何と間違ってんだ、お前。タバコ。タバコ。そう。タバコはテレビから出てきました。出てこねえよ。いつからテレビ出てきてんだ。タバコお吸いにだろ。タバコの方お吸いになられます。ああ、そうそうそう、タバコ吸います。墓石の方に。どこ行くんだよ。お席。お席。墓石？なんだろ、ファミレスに破壊してるに来てんだ。お席だろ。お席。さあ。お席の方へご案内いたします。さっきできただろ、お前それ。さっきできたの、こうやって。お前ゆちゃちゃちゃゆちゃ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 、お前今日なあ、今日うるせえな。こんな動きもしなかったし、お前君は大丈夫か。イエス、イエス、頑張ります。頑張れよ。じゃあ今から待ってるお客さん呼ぶから、お前ちゃんと対応しろよ。オッケー。見てかんな、ちゃんと。大丈夫か、あいつは。お待たせしました、1名様でお待ちの服部様。あー、お店長さん。おう、ザ・ニンジャ。え、フレーミングって左手でしたっけ。え、こうですか。こうですか。え、どうでしたっけ、どうでしたっけ。すいません。はい、いらっしゃいませ、少々お待ちください。はい、え、こうですか。こうです。これで。あ、少々お待ちください。いらっしゃいませ。後ろこういう風になってます。分かってるわ。だから切りに来てんだよ。あ、そうです。それ最後だろ、普通やんの。あ、はい。10名様で予約の林さん。いや違うな。そんな予約出てんの。そんな居酒屋みたいなやつ。はい。いや俺予約してないんだけど今日切れるかなと思って。あ、そうですか。うん。お客さん初めてですか。初めてなんだよ、この店。いや、髪を切るのは初めて。そんなわけねえじゃん。切って切りまくってるわ。34年間でこれしか伸びてなかったらお前の商売上がってるだろ。あ、うん、あ、今日はカッツで。はい、カッツ。カット。あ、パラッ。あ、大沢親分？大沢親分みたいな感じ。しない。いや、カツとかハッパレ言ってるから、大沢親分かなと。いや、カット。カット。カットでない。はい、できるよ、今日。はい、確認しますんで。あ、本当？こちらにご記入してお待ちください。はいはい。こちらにどうぞ。まだ何も書いてないんだよ。まだ何も書いてないんだよ。あ、あと僕書いときます。あ、そうなんだ。はい。なんでお前書いてるの？伊達って書いてるね。はい。うん。え、誰か いるんでしょ？いや、誰もいませんけど。誰と喋ってたの？誰と喋ってたの、さっき。なんかフレミングの法則みたいななんかやってたでしょ。こうですか、こうですか。あ、最終的にこういう風になってたけどね。はい、うん。トークのイメージトレーニングです。あ、練習してたの。はい。あ、そうなの。はい。上着お預かりします。あ、上着ね。はい、はい、はい。よいしょ。失礼します。はいよ。T シャツ脱がねえよ、T シャツ。なん
だろ全裸で髪切られるんだよ、はい、マジだろ。こちらどうぞ。あそこにかけんだこれこれここにかけんの、はい、なんか学校見てたね。すごい。あ、いいよ。よいしょ。今日はどんな感じで。今日ねちょっと決めてないんだよね、はい、あのなんかヘアカタログみたいな。あ、少々お待ちください、うん、よいしょ。じゃあこちら、これ部屋のカタログじゃねえか、はい、あ、なるほどね。このリビングいいね、うん、このリビングみたいな髪型にしてとか言うかお前。ヘアカタログ、これ部屋のカタログ。あ、ちょっとそういうやらしいのは置いてない。何と勘違いしてるの。ないの、はい、あるんだけどな。あ、そうですか。なんかじゃ あ, あの軽くなんか揃える感じでいいや。あ、はい、わかりました、うん、じゃあ先休憩入ります。なんで先休憩入るんだよ。切ってください。あ、そうですか。なんでなんだその余裕お前。じゃあ先シャンプー入ります。あ、そうなの、はい、はいはい、押し倒します。押し倒すの気持ち悪い。普通に倒してくれ。倒します。押し倒すの、はい、はい、前失礼します。はい、よいしょ。あの手錠してるみたいになってんだけど。はい、はい、護送中みたいになってんだけど。あ、すいません、うん、シャンプーだよね。シャンプーわーってかけんじゃん普通。はい、うん、じゃあ失礼します、はい、よいしょ。弁慶か俺。弁慶、弁慶です。牛若丸です。嘘つけよお前。いいんだよ飲んなくてよ。はい、シャンプーすんでしょ。はい、おかしいだろこれ。完全に弁慶じゃねえか。すいません、これしかないんですよ。これしかないんだ、はい、じゃあもういらないこれ。いいですか。これいらないから。シャカシャカうるせえでしょお前。すいません、早くやってくんねえかな、はい、うん、シャンプー入ります。入れ、うるせえな早く。失礼します。全部香りかかってる、全部香りかかってる。ベトベトするから全部香りかかってる。俺の服だ、うるせえな。俺の服だろこれ。はい、ちゃんとやってくれよ、はい、シャンプー入ります。シャンプー入る早く。なんか雑誌読みますか。読まねえよ。読める体制じゃねえだろ。卵クラブ、ひよこクラブ、コッコクラブならあるんです。いや、いらねえよ。なんで全部子供育てる本なの。読まない。なんか歯がゆいとこありますか。歯がゆいとこは特にないな。歯がゆいとこあるんだよな、つむじのあたり。あ、そうですか、うん、流しますね。聞いただけじゃねえか。書いてくんねえのかそれは。あっちょ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 、熱くないですか。熱いな。熱っ、あっつ、なんだこれお前。モップじゃねえかこれ。いらないよモップを。めちゃくちゃ燃えるような熱いよお前、はい、あ、じゃあ軽く乾かします。ちゃんと乾かしてくれお前、はい、熱っ。失礼します。あ、使った。仕事何やってんすか。仕事女子プロのレフリーやってんだよ。え、レフリー、女子プロレスの。仕事何やってんすか。だからレフリーやってんの。女子プロレス、プロレスのね、女子のレフリーやってんの。いや、そうじゃなくて仕事何やってんすか。止めろそれ、止めろ。うるせえしこれよ。な、女子プロのレフリーな。聞こえてんじゃねえか本当。なんだそれ、女子プロのレフリーやってんだよ。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで何言ってるか分かんない。女子プロレスのレフリーをやってるんだ、はいはい、俺は。私はレフリーです。はい、ソーセージ、マッサージ入ります。言い切ったね今。ソーセージって言い切ってんなお前。マッサージね、はい、毎日やってんだろうがお前。お客さん、あ、電話鳴ってます。なんで俺が取るんだ。お前の店だろこれ。はい、とりあえずずっと鳴ってんだろ。はい、はい、もずくヘアです。もずくヘアっていうのがこれ完全に間違って入ってきた俺。え、魚肉ですか。うん、魚肉。あ、予約間違えるかそんなもん。なんだ魚肉って。はい、ちょいちょいソーセージ絡んでんだこれですよ。あの、担当者のご指名ございますか。今ですと富澤と伊達。なんで俺入ってんの。なんで俺入ってんの、はい、おかしいだろ。伊達で、はい。なんで俺を指名した、そいつは。お待ちしております。これ髪切んないでね、そいつも。ちゃんとやってくれ、ふざけんのいいからさ。はい、うん、失礼します。さーっとやってくれよ。お前が動け。なあ、なんで俺がこうやって動くんだよ、はい、お前はすぐこうやってうろうろしながら動くんだろうよお前。はい、はい、じゃあ、お前髪の毛、俺の、はい、お、ここ髪の毛ねえよお前、はい、なんだこれ。あ、今あったかいコーヒー入れます。落ち着くかそんなもん。コーヒーのタイミング絶対違うだろ今。じゃあこれで筆を作り。いらねえんだよそんなの。赤ちゃんか俺は。まあ、ふざけんな髪の毛。もう帰るかんな俺。あ、すいません、ちょっと待ってください。赤ちゃん言わしろ本当に。後ろこういう風になってます。分かってるわ。よし、まあ大体こんな感じかな。お、そろそろ引っ越しが来るな。あ、来た来た。お、開いてるよ開いてるよ。おはようございます。あ、はいはいはい、はい、おじさんマークの引っ越しセンターです。おじさんマークってお前。
なあ、いや俺が頼んどいてなんなんだけど、これ誰なんだこのおじさんは。社長かこれは。あ、会社の近所にいる力持ちのおじさんです。会社関係ねえのかよ。失礼します。おい、ちょっと待って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 、はい、脱げよお前。いやいや、僕そういう趣味ないですよ。そうじゃねえよ。え、そうじゃねえ、靴を脱げって言ってんだよ。靴から脱ぐんですか。からじゃねえよ、靴だけ脱げ、あと着てろ。なあ、大体ホントに。どうなんだ最近、忙しいのがやっぱ引っ越しのシーズンだからな。人殺しのシーズン言ってねえよ。なんだ人殺しのシーズンって、もういつなんだそれよ。何ですか。お前なんか一人。あ、これぐらいだったら僕一人で十分です。あ、そう。いや僕いらないんじゃないですか、ね、いやそれはおかしいだろ。なんで俺一人でやんだよ。あ、まずあのこの段ボールに中何入ってるか分かるようにシール貼りますので。あ、分かりやすく教えてもらっていいですか。ああ、これがね、あれあれだ、あの洋服衣類ですね。うん、でこれがね、靴。靴、うん、じゃあ割れ物注意。シンデレラこれ。ガラスの靴持ってねえんだよなあ、ふざけんな。こちらは何ですか。これあれだ、あの時計とかさ、あのブランド品いっぱい入ってる。あ、じゃあ偽物注意。本物だ、本物だバカ野郎お前。何偽物って決めつけてんのお前。そういうのを売買されてる方してねえよバカ。何見た目で判断するんだ。まあ俺図書館で働いて、図書館で。え？なるほど。こちらなんでしょ。俺知らねえよこんなもんよ。これは。これね、あれだ、卒業アルバムとかさ、はい、あの昔の彼女の写真とか手紙とか、これ思い出いっぱい入ってんだよ。じゃあ捨てますね。捨てんなよ。なんで捨てんだよ。なあ。思い出は心の中にさえあればいいんじゃないですか。どうしたんだよ急に。なんで女投げなんだよ。何投げたんだよ。え？あれ？なんで？ちょっと待ってくださいよ。なんで？ここは選挙事務所か。違うわお前。違うわこれな。いや俺もこれ捨てたいんだ、これだるま。だ捨てらんねえな、あの兄貴分にもらってるから。何気分。兄貴分だよ。何気分ってお前パーティー気分みたいに言うなこれ。なんで七点抜刀張ったんだよお前。お前これ転げっぱなしじゃねえかこれよ。せめてお前七転び八起き張れよお前なあ。あとこれ余ったんで貼っときます。なんでこれ取り扱い注意っておかしいだろ俺が。え、このままお前浜港に貼っとけ、浜港にお前。正解の暴れん坊貼ってからこそ。あ、軍手変えていいですか。軍手、え、持ってきたの軍手。いつもあの道路に片方だけ落っことしてきちゃうんです。お前だったのかよ。いっぱい落ちてるよ日本中。あれお前なの。あ、多分僕です。ちゃ、管理しとけ管理。すみません。使うだろお前毎日よ。使いじゃこれ。ああ、じゃあ早速テレビから運んじゃいましょうか。テレビ運ぶ。おい、だからだ、だからだ、だからだよお前。だから使わねえのか一個使うんで。おい、ちょ待って待って待って、はい、毛布使え毛布。あ、大丈夫です。まだ眠くないんで。お前が使うのかよ。違うだろお前。これ傷つかないように巻くんじゃないのこれ。あ、僕意外と傷つきやすいんです。知らねえよ。知らねえんだお前のメンタルの部分がよ。なあ、これ重いからちょっと俺手伝ってやるよ。じゃあ、本当ですか。じゃあ、あの Here we go でいきますんで。 Here we go。 難しいわお前タイミング。え、なあ、一世のせいでいいじゃんそんなもん。で最後せいですか。せいです。どっちだっていいんだよ。せいだよ。なんだせいって。その後そいやそいや。どこ持ってくのこれ。みこしかこれ。いきますよ。ああ、一斉の何何何何なんだなんだ。どうしたどうしたおい。すいません。何。持病の腰痛。何やってんだよお前。腰痛持ち引っ越しやんなよお前。大丈夫です。すぐ良くなる。大丈夫か。うん、横になっていいですか。大丈夫じゃねえじゃねえかよ。横になれ。じゃあもう毛布取ってください。お前が使うのかやっぱりお前。ふざけんなこの野郎。あと電気消してください。なめてんのかお前。何本格的に寝ようとしてんだお前。違うんですよ、朝早かったんです。違くねえじゃねえかよ。だから今寝るんだろこれ。はい。はいって何なんだよ。じゃあちょ、指示だけ、指示できることやるから。じゃあまずあのこれをそっち持ってってもらって。ああ、これをその上積んでもらっていいですか。腹立つわお前。終わんねえぞこのダラダラしたらお前。いつまでだってお前。どっちみちこの荷物じゃ今日中無理ですよ。無理じゃねえだろこんなの。お前トラックで余裕じゃねえかよお前。いや今日自転車で来てるんです。帰れ。ダメなんだ、漫画読んでる時間じゃねえんだよな。いや片付いてねえな。もう引っ越し屋さん来ちゃうなこれ。どうしようかな。来た。はい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 。信用と信頼を取り戻せ。アウト引っ越しセンターの木村です。いやどんなキャッチフレーズだよ。え、信用ないの。まあそうですね。信用ないとこ頼んじゃったよおい。え、いやあのしかも3人で頼んだんだけど。成功する男は必ず孤独を経験してる。は？一流ってのは群れないもんですよ。いや知らないけど何言ってるか分かんないけど。いや大丈夫かな一人で。まあこの程度の家なら俺一人で十分ですよ。あまりこの程度って言われるのは気持ちよくないけどね。二流三流の引っ越し業者じゃ手に負えないでしょうね。いやそんなに荷物も多い方じゃないと思うんだけどな。
あいつらは物を運んでるんじゃない。運ばれてるんだ。何言ってんの？そしてあんたは引っ越すんじゃない。引っ越されるんだ。え、何言ってんの？ずっと。俺が物を運ぶ。うん。そうすれば物は運ばれる。うん。それが引っ越しです。いや、でしょうね。業者だもんね。引っ越し業者だからそうだろうね。物が運ばれた場所にあんたは住めばいい。うん、住むよ。それが引っ越しだもん。どうします？うん。もうちょっと口を動かしますか？それとも手を動かして。手動かしてくれ。手動かしてくんない？じゃあ、失礼します。うん。変なとこ頼んだな、マジで。ごめんね、ちょっとまだね、実は片付いてないのよ。いいんですよ。引っ張り出したものを飛び越して歩く。それが引っ越しですから。なるほどね。こう、引っ越しのためにこう引っ張り出して、で、これをこう飛び越して歩くから、それ引っ越しって言うんだ。何がですか？お前が言ったんだろ。今言っただろ、なんか引っ越しの語源みたいなこと。あれ？一人暮らしですか？そうだよ。いい歳した男が一人暮らし。おい、泣いててもしょうがないだろ。いや、泣いてないよ。なんで泣いてんだよ。寂しいんじゃないのか？ほっとけよ。え、なんでタメ口なの、ほんで。仲良くなるのに言葉の壁は必要ないだろ。いや、別に仲良くなろうとしてないから、こっちは。業者と。こんなとこ住んでないで引っ越したらどうだ。引っ越すんだよ。今引っ越しの真っ最中だ。それでお前が来てんだからさ。まあそうだ。そろそろ一休みしませんか。もう休むの？何にもしてないぞまだ。時間ないよマジで。どっかの作家が言ってましたよ。え？時間の使い方の下手なやつがまずその短さに文句を言うってね。お前だよそれ。お前、お前だろ時間の使い方下手くそなの。人生において一休みすることも大事だと思いますよ。おい、俺のやつだよこれ。俺のウーロン茶だろ。何くれたみたいになってんだよ。じゃあ詰めていきますか。新しい場所への希望とこの場所での絶望も一緒にね。なんだそれは。荷物だけでいいよ詰め込むのは。変なやつだなあいつ。これはいらねえな。これもいらねえ。これもいらねえ。あ、ごめんなさいごめんなさい。あの、いるいらないはこっちがやるから。これもいらねえなじゃなくて。いいですか。え？荷物っていうのは人生の赤みたいなもんです。赤？増えれば増えるほど身動きが取れなくなっていく。だからこういう機会に減らしといた方がいいんです。確かにそれは一理あるんだよな。じゃあこれは俺がもらっておきますね。いや、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って、見して見して、もらってるやつ見して。まあ、ふざけんなお前。お前これカメラとかヘッドホンとかお前パソコンも入ってんじゃないかお前。もう全部高いやつばっかじゃないかよ。お前このコソ撮ると一緒だからやってること。コソコソしてませんよ。堂々と撮ってます。立ち悪いんだよそれが。腹立つなこいつ。あとこの万年筆はどうしますか。あ、そんなとこあったんだ。いや、ずいぶん前になくしたやつだ。困ってたんだよね。なくして初めてありがたみがわかるもんってありますよね。新しいの買わなかったんですか。買わなかったの。そのうち見つかるかなと思って忘れてたわ。そういうもんに限ってなかなか出てこないんですよね。まるで探してくれんの待ってるみたいに。気持ち悪い。すげえ気持ち悪い。あいつなんなのマジで。あとこの床に落ちてる腐ったポップコーンはどうしますか。ゴミだよそれは。捨てろ捨てろ。そんなもんわかるだろうが。変なやつ来たな今日。本好きなんですね。え、東野圭吾、伊坂幸太郎、間宮慎二。間宮慎二、なんか聞いたことあるな。純文学だよ。これはそれはね、中学の卒業アルバムかな。へえ。ああ、これがあんたか。え、これ校長先生だろ。おじいちゃんじゃねえかよ。だいたい1ページ目は校長先生なんだよ。わかるだろ、そんなの。これは体育祭か。こっちは修学旅行だ。あのさ、よくその初対面の人の卒業アルバムじっくり見れんな。おかしいでしょ。学べば学ぶほど自分が何も知らなかったことに気づく。気づけば気づくほどまた学びたくなる。大学っていうのはそういうところで。中学だからそれ。それ中学のアルバムだからそれはね。あのさ、ほんと今日中に終わんねえ、ほんとに。今日という日は残りの人生の最初の一日。楽しもうぜ。うるせえよ。待ってんのあいつ。
いやいや、危ない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 、無理だって無理。そんな本とか一回出してからの方がいいよ。これは死ぬもの言ってても運ぶしかねえだろ。行くぞ。いや、もうこうなるじゃん。ほら、もうこうなるって知ってたもんだって。何してんのこれ。人は過ちを犯す。どんな立派な人物も失敗はする。大事なのは自分がいけなかったのだと認めること。間違いを認めることは何より難しい。間違い認めろよお前。100お前が悪いだろ、どう考えても。失礼ですけど、なんで彼女さんと別れちゃったんですか。なんでや、こいつマジ気持ち悪いな、ほんて。なんでそんなの知ってんの。プロですから、見ればわかります。気持ち悪いんだよな。ゴミ袋に捨ててあんのは、しばらく使ってない女もんばかり。ちょっと前まで女がいたか、変態かどっちかです。あ、変態の方ですか。変態の方じゃねえよ。変態の方じゃねえ、バカ野郎。まあ、なんていうかな。結婚まで考えて一緒に住んだんだけどさ。財布から金がなくなるようになった。いや、そんなことはないよ。まあ、なんちゅうか、その彼女がそこにいるのが当たり前になって、二酸化炭素のような存在になった。二酸化炭素っては一回も思ったことなかったけど、まあでもちょっと似てるわ。なんかその空気みたいな存在になったっていうのかな。いや、俺が悪いんだよ、くだらないことで喧嘩してさ。財布から金がなくなるように。なくなってねえっつってんだろ。泥棒と付き合ってたみたいになってんだよ。なくして初めてありがたみがわかるもんってありますよね。ちっちっ、やめろよ。この段ボールは割れ物注意か。彼女にもこのシールが貼ってあるかな。は？いいですか。なんだよ。女ってのはコップみたいなもんです。コップ？寂しさがコップにいっぱいになったら涙が溢れ出す。丁寧に扱わなきゃすぐに割れちまう。じゃあどうしたらいいかわかります？いや、わかんない。ステンレスみたいな強い女を探すんです。クソみたいな話だな。クソみたいな話だ、本当に。損したわ、聞いてて。何ステンレスみたいな女って。待ってんじゃねえのかな、彼女。連絡くんの。まだ言ってんの、お前。あんたは失敗して間違いを認めた。今までとは違う。もう終わった話なんだよ。さ、じゃあ、この辺のもん車に積んじゃいますね。ちょっとバタバタするんで、今のうちに電話する用事とかあったらしといてください。ほいじゃ。ごめんね、久々に電話してた。おかけになった電話番号は現在使われておりません。ふざけんなお前。どうも、サンデーション、よろしくお願いします。まあ、世の中ね、興奮することいっぱいありますけども、うん、一番興奮するの出前が遅い時だな。間違いないね、うん。いや、せいな、ピザ頼んでるの1時間来れるの腹立ってきたな。ちょっと電話しとこうか。ピンポーン。お、来た来た来たよ。ガチャ。お待たせしました。おせえよ、バカ野郎。1時間1時間よ。すいません、ちょっと迷っちゃって。迷うって、お前道一本じゃねえか。いや、行くかどうかで迷って。そこ迷うよ。バカじゃねえの、お前。すげえ払ってんだ、こっちよ。いや、実はバイトのやつが店長と喧嘩しちゃって。喧嘩？店長を冷凍イカで殴っちゃったんですよ。冷凍イカで？で、血とかいっぱい出て。店長の。イカの。イカのかよ。なんでイカの血ってわけわかんねえな。払えてんだ、こっちよ。ピザ用だよ、お前。お待たせしました。ピザハットリです。なんで今言ったんだ。わかるだろ、そんなもん。お前じゃなかったら誰なんだ、大体よ。お前、すんだ、ほんとに。お会計1600円になります。ちょっと待ってよ、お前。はい、1時間以上待ってんだよ。はい、ちょっと負けろよ。何すか、何すか。いや、何すかじゃなくて、1時間以上待ってんだよ。ちょっと負けろっつってんだよ、お前。おい、どうした、どうした、どうした。お前の勝ちだ。勝ち負けの話じゃないんだよ。やめろ、気持ち悪いな、お前。どうしたんだよ。いや、そうじゃなくてね、値段を安くしろっつってんの。狙いをやつにする。言ってねえよ、そんなもん。
今まで狙い誰だったんだろう。値段を安くしろと下げてくれってね、価格を。そんなこと言われたら僕バイトなんで。バイトかなんかしんだけど、これ一概に待ってんだよ。なんとかしてくれよ、お前。いや、でもバイトですから、500円にしかできないです。できてるよ、お前。できてる、十分できてるよ。500円以下は無理です。いや、以下は求めてない。500円でいいの？はい、500円だったら。ラッキーだよ、お前。すいません。はい、ちょうど。はい、20円のお返しです。500円じゃねえのか。どうなってんだよ、お前。ああ、ちょっと待って、おい。はい、はい。これピザちげえよ、これ。え？いや、俺シーフードピザ頼んだんだよ。はい。これお前トッピングトマトとかベーコンとか、これなんかミックスピザじゃないのこれ。あ、シーフードは死んで間もない魚介。死んで間もないっていうのは気持ち悪い。新鮮新鮮。俺それ頼んだろ。はい。これちげえよ、このピザお前。あの、お客さん失礼ですけど、ピザじゃなくてピッツァです。やかましいよ、お前。どうだっていいんだ、そんなのお前。これちげえ、このピザ。はい、じゃあちょっと確認して。確認しろ、これ。あ、もしもし、お疲れ様です。富澤です。ピザハットの電話番号お願いします。104だ、それ。104だろ、お前。書いてあんだろ、電話番号ここに。104、お疲れ様とかいらねえんだ、バカ野郎、お前。お疲れ様です、富澤です。今、2丁目の伊達さんとこに配達来たんですけど、ピザが違うじゃないかって言われて。全然違えよ、ほんとに。はい。はい。いや、僕ちゃんとピッツァって言いました。めんどくせえな。めんどくせえな、それ。お前の店ピザ貼ってるじゃないか、大体、お前。じゃあ、今から作り直してまた持ってくるって言うの？まあ、今から作り直す。まだ1時間とかかかんじゃないの、お前。はい。かかんのかよ、お前。じゃあもういいよ、これで、あんたつな。もしもし、これでいいっていうことなんで。おいおい、はいはい、これエビ入ってんの？知らないです。なんでさらっとしてんの？聞けや電話してんだから、エビが大好きなんだよ、お前。あの、ミックスのトッピングで指ってあるの？指じゃねえよ、お前。バカじゃねえ、バカじゃねえ。誰の指入ってんの？誰のけじめピザだ、これ。エビ、エビ、エビだよ。当たり前だろ、そうそう。あの、指じゃなくてエビだそうです。当たり前だろ、こっちのエビだと思う。わかんねえだろ、電話してんだろ、お前。あの、エビなんですけど、ピッツァに入ってるぞ。入ってんの？じゃあもうこれでいいよ。すいません。あの、一緒に頼んだコーラみたいに入ったら、お前。コーラ頼んだだろ、コーラ。すいません、コーラも一緒に頼まれたそうなんですけど。お前、頼んだの一個持ってきてるじゃないか、お前。あ、そうですか。あの、コーラなんですけど、ピッツァに入ってるじゃん。なんで入ってるの？ミックスしちゃったっ。ミックスしちゃったじゃねえんだよ。絶対うまくねえじゃん、これコーラ入ってたら。お前、ふざけてんだろ、お前。いや、ふざけてない。なんで考えてんの？なんでふざけてるかふざけてないか考えてるんですか。はい。もうダメだ、お前と話になるの。責任者です、責任者。先に医者出せ。言ってねえよ。医者の次誰来んだよ。責任者なんですよ、俺。あ、すいません、お客さん怒っちゃって。ダメだよ。テクニシャン呼べって言ってない、言ってない、言ってない。なんでお前英語で言おうとしてんだよ。テクニシャン面白そうだな、ちょっと待ってみようか、お前。待ちます。責任者責任者店長とか言ってんの、これ。あの、すいません、店長お願いします。バカ。あ、そうですか。あの、非常に申し上げづらいんですけど、店長なんですけど、ピッツァに入ってるそうです。店長、トッピングされちゃった。もういいぜ。どうも、サンデー長です。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。まーす。まあね、昨年ね、振り返りますと、はい、感動すること多かったね。感動すること。うん。例えばね、まあ、地元、うん、東北楽天ゴールデンイーグルス、優勝しました。これはね、感動しました、ね。これは感動しました。嬉しかったわね。でも僕はね、うん、あの、NHK でやってたダイオウイカの番組。ダイオウイカね。あれがすごい感動しました。あれ感動した。まあ、俺も見せたけどね、生きてるダイオウイカを初めて撮られた。まあ、確かにね。あれ感動しましたね。でしたからね。はい。うん。まあ、楽天イーグルスの感動したところはね、うん、やっぱ創設9年ですよ。はいはい。9年目でやっと優勝したと。うん、1年目は大変なことになってましたからね。まあでもね、ダイオウイカは10年かかってやる。何で対抗してるの何で対抗してきたんですか？すごい来ましたね。お前日本シリーズ見ました？見ましたよ。第7戦。はいはい。ね、前の日に160球投げたマー君が、また出てきて9回に出てきて投げて、それで締めて日本一ですよ。はい。